坂口安吾不連続殺人事件1俗悪千万な人間関係昭和22年6月の終わりであった私は歌川和馬の呼び出しを受けて 日本橋の坪平という小料理屋で落ち合った坪平の主人坪田平吉は以前歌川家の料理人でその女将照代さんは女中をしていた一馬の親父の歌川多門という人は誠にわがままな高職官で「目かけはある芸者遊びもするくせに女中にも手をつける」 てるよさんは渋川の向けたかわいい顔立ちだから、無論例外ではなく、その代わり、つぼへいと結婚させてくれた時には、小料理屋の資金も与えてくれたのである。かずまの東京の邸宅は繊細でやられたから、彼は上京のたびつぼへいへ泊まる。実はね、出し抜けにとっぴなお願いだが、僕のうちでと夏暮らしてもらいたいのだ。 カズマの家は汽車を降りて山路を6里ほどバスに乗りバスを降りてからも一里近く歩かなければならないという不便極まる山中なのであるそんなところだから私たち数名の分子仲間は戦争中彼の家へ疎開していた一つには彼の家が酒造家で酒が飲めるという狙いの筋もあったのである わけを話さないとわかってもらえないが、この月の初めに、望月王人の奴がふらりとやってきた。すると、丹後弓彦と内海明が続いてやってきたのだ。妹の玉尾のやつが誘いの手紙を出したからで、一夏うちへ泊まるという。君だから恥を打ち明けてお話しするが、 たまおのやつ、この春、打退したのだ。相手が誰ということは全然喋らないから今もってわからないが、ひとつきのうち半分くらいはふらりと上京してどこに泊まってくるのだか、手のつけようがなくなっていたのだ。ご承知の通り、もちづき王人というやつは、粗暴、傲慢無礼、花持ちならぬやつだが、 丹後弓彦のやつが、上辺はイギリス型の紳士みたいに定調で取り澄ましているけれども、こいつがまた傲慢。うぬぼれだけで出来上がったようなやつで、陰険なひねくれ者でね。内海明だけは気持ちのすっきりしたところがあるんだけれども、例の背虫で姿が周回だから差し引き何にもならない。三人もつれて喧嘩ばかりして嫌がる。 たまおのやつはそれがおもしろくて誘いをかけた仕事なんだよ。僕らはやりきれやしない。絡んだり、にらみ合ったり、むしのやつなんぞは時々立腹して食卓の皿を床にたたきつけてね。一人の姿を見ると、一人がぷいと立ち去るという具合で、僕らのイライラ、不愉快になることといったら、まったくもう。 ゆっくり本を読むような心の落ち着きが持てないのだね。そこで誰言うとなく、いっそ昔の顔ぶれ。戦争中疎開に来ていた顔ぶれだね。一堂に会して一夏過ごそうじゃないか。東京は飲食店が休業だからちょうどよかろう。なんてことになった。彼らもそれを望んでいるが、 僕らも実は助かる。彼らは退屈紛らしのつもりだけれども僕らはやつらだけじゃ息苦しくって他に息抜きのできる人たち「木兵衛」にしろ「孤独にしろいてくれた方が助かる紛れる別して君には是非とも来てもらいたいのだ「木兵衛」も「孤独も来ることになって 実は、あさって一緒に出発することになっているんだがね。宇津木さんもか無論一緒だ。校長さんも来る。そのために一夏舞台を休むことにした頃だから。女流作家、宇津木秋子は、今はフランス文学者の三宅木兵と一緒にいるが、元はカズマの奥さんだった。 もともと話し合いの上で別れたことで文学者同士のことだからあとは綺麗なものだけれども問題はカズマじゃなくて望月王人だ疎開中当時カズマ夫人だった宇津木明子と木兵衛と話が進んで終戦東京へ引き上げるという時に話し合いの上でカズマが離婚を承諾したカズマももともと明子に手こずり ほとんど未練はなかったのである明子は非常に多情な女だ疎開中は木兵衛よりも王人と交渉が深かったのだが王人のやつが全然定説の念を持たないやつで玉尾とも関係があり女中だの村の娘だの八方に地上座た明子なんぞは食後の果物おやつ程度にしか心得ていないから アキコも諦めて木兵衛と一緒になったしかし内心は相当王人に参っている王人は天下の流行作家であるし傲慢無礼粗雑野生的なところが肉感派のアキコに魅力なのだろうアキコは本能の人形みたいな女で抑制などのできなくなる地方的なところがあるから山荘へ行く 王人とそのままでは済まないはずだが、木兵衛というやつ、理智聡明、学者善、乙に済ましてくだらぬ女に惚れて引きずり回されていいだくだくというのだが、そのくせ嫉妬で胸が破れそうなことも言っている。カズマの招きに応ずるなどとは、全く馬鹿げたやつだ。私はしかし、この正体は、 なるほど、カズマの述べたような理由によるものと思うけれども、カズマ自身がこの計画に乗り気の理由の最大のものは別に隠されているのだろうと思った。狙いはむしろ、古町さんにあるのだろう。古町さんが呼びたいのだ。私はそう思う。赤石古町は、劇作家瞳古六の奥さんで、 女優だ。満身色気。情欲をそそる肉感に満ちているが、胡蝶さんは王人のような粗暴な野生派が嫌いで、律派の弱々しい男が好き。瞳孤独などは、ねちねち必要で、煮え切らなくて、昇進、臆病。根は親切で人懐っこいたちなのだが、付き合いにくい男だ。 古町さんはカズマが好きで、カズマの方が積極的に出さえすれば、孤録を捨ててカズマに走るぐらいの気持ちは抱いている。あの頃はしかし、カズマは臆病だった。宇津木明子は三宅木兵衛ともに去る。もともと未練のない女とはいえ、置き捨てられては心中暗泰。疎開客は終戦とともににわかに去り、 孤独も、胡蝶さんも去った。彼は孤独というものが何よりも自分の望む愛人のように、あの時はむしろ厳しい勇気に満ちて一同を見送り、孤独に閉じこもったように見えた。一月二月に一度ぐらいずつ状況のたびに、世相の天変は彼の心に大きく影響して、去年の春頃だか、今の奥さんの彩香さんに会った。 彩香さんは女学生の頃は詩などを作っていたそうでシ智派の異彩歌川一馬といえば文学少女には相当魅力のある中堅詩人だからその頃34度お友達と訪問したりなどしたことがあるしかし詩は綾香さんには付け焼き場で実際は詩などに縁もゆかりもない人だだから女学校を卒業するともう一馬を訪れはしなかった 去年再会した時に、彩香さんは土井光一という画家と同棲していた。彼の絵は最もユニックだと言われ、奇載などともてはやされているが、私はそうは思わない。シュルレアリズム式の構図にもっぱら官能的な戦場一方のものをぬたくり燃え上がらせる。ちょっと見ると、 感能的と同時に何か陰鬱な史上をたたえている趣のあるのが味噌でしかし実際は孤独とか虚無の厳しさは何一つない彼はただ実に巧みな商人で時代の思考に合わせて色をぬたくりそれらしいものをでっち上げる名人だだから A 自体の創作態度も商品的だがまた売り込みの名人で 終戦後は画家の苦境時代だが、彼は雑誌社や文史に渡りをつけて挿絵の方で荒稼ぎ、相変わらず奇載だの、ユニックな作風などと巧みにもてはやされている。カズマは別人のようだった。色い々ろいろ抑えていたものが、時代の天変、彼に発散の糸口を与えたものか、俺だって女房を寝取られているんだ。 何かそんな居直り方のあんばいで、まったくもう女に亭主のあることなど眼中にない必要さ。ひたむき食い下がったものである。もっとも、あやかさんは美しい。とびきりという感じがある。あやかとはうまい名をつけたもので、遊び好きで屈託がない。しかししつこいことが嫌いなようで、 カズマの執念深さ、柄に合わない居直り方にしかめっ面を見せる気配も見受けられたが、こういう人を天来の娼婦型とでも言うのか、つまり貧乏が何より嫌なのだ。土井孝一は画家の中では挿絵を描いたりして収入のある方だが、この物価高ではたの知れた収入で、一足の絹靴下も買ってもらえない。カズマの方は、 元来が大金満家の御曹子のところへ、自極的にも酒造家であり、数十万丁分の山林は持っている。嫌でも闇の大金が転がり込む。状況のたびに金庫からちょっと一つかみ札束掴んでくる。一つかみぐらい減ったって減った後も分かりやしないが、花紙みたいにつかんでくる札束が七八万はあるという、 しもじもには見当もつかない景気で、遊ぶこと、美味しい食べ物、美しい着物。豪奢の好きな彩香さんはお金に惚れてしまった。あっさり土井孝一に引導を渡して、正式にカ馬と結婚した。それが去年の晩秋頃であった。もっとも、詳細に抜かりのない土井孝一のことで、 即座にカズマと膝詰めの商談。女郎だって身請けの3万や5万は今時かかるんだから、20万円で身請けしろという。私が間に立って10万に値切って出たが、15万円で蹴りをつけた。なあに、あの女は俺でなきゃダメなんだよ。俺の肉体でなきゃね。俺の肉体は君。 ヨーロッパの勝負でも率倒するぐらい喜ぶんだからな。吹けば飛ぶような三文詩人じゃないか。間もなく俺のところへ、涙を流して謝って帰ってくら。土井孝一は私にそう言った。しかし、自信満々の和製ドンファン先生もこいつはダメだろう。 彩さんという人は一人の男ぐらいへとも思っていないので世界中の男がつまり自分のよりどり随意の品物に見えるというような楽天家じゃないかと私は思う土井光一が身受け代と称して20万円を請求した時には大いに誇りを傷つけられて全くこういう楽天的な霊人は 男なんかへとも思わぬくせに小さなことでひどく誇りを傷つけられ、無償腹を立て、激倫、復讐、復讐もしなかったけれども大変な剣幕で起こったものでひどい喧嘩別れをしたという話であった。そのことを私が言うと土井光一はゲラゲラ笑って、馬カな、喧嘩なんて、 男同士だって結局仲直りのチャンスじゃないか。男と女の喧嘩なんて他人同士ならもともと喧嘩なんかしやしないや。ひどい喧嘩別れをしたというのはひどく仲良しになる条件があるということなんだ。わかったかい彼は自信、うぬぼれの化身であった。 元より土井光一の予想は外れて、彩香さんはもはや彼には一個にも及ばなかったが、しかしカズマも決して幸福な結婚ではなかったようだ。もっとも別に浮気をするというようなことではない。彩香さんは衣の下から体の光が輝いたという外織姫の一類で、全身の輝くような美しさ、みずみずしさ。 そのくせ、こんなに美しく色っぽく見える人は、ご当人は案外、情欲的なことには無関心。冷淡興味が少ないのか、浮気なところは少ない。ただ、状況のたびに、豪奢極まる買い物をして、大喜び。お気に入りの衣装や靴ができてくると、喜び極まり、第一夜は、その衣装を着け、靴を履いて寝てしまうという低たらく。 全く定石のない人物なのである万事につけてひどく愛くるしいからクレオパトラのようなツンとした女王性はみじんもないけれどわがままであり人の心を信釈しない女房の義務など考えていないから亭主へのサービスなどは思ったこともなく従って亭主が何をしても平気の平座という様子 これがには物足りない。自分一人を特別の男として特別に見てくれる風がないからのれんに腕押しの力負けで物足りなかったり不安であったり無念であったりそれで恨みを述べるとあべこべに立腹されてしまうから一馬先生顔色を失いこのところ全く圧倒されて男一匹我が身のつたなさだらしなさ それとなく大能、反逆の色も深い。実際は綾香夫人に惚れすぎているからのことであるが、こうなると浮気みたいなものがしてみたいような気持ちになるもので、私は疎開愚連隊をひと夏招待。これはどうも古長夫人が狙いの筋ではないかと思った。彼のような坊ちゃんは人に好かれるのが嬉しくて、 それを知らぬふりそんな様子をしてみるのが好きなのだ特に人の奥さんが亭主よりも密かに自分を思ってくれるというようなことを確かめてそれとなくそ知らぬそぶりでその愛情をもてあそびいたずらするのが楽しいのでそれは趣味上のこと浮気というようなものではなくて自ら飛び込んで口説くことなどできへしないする気もない するほど惚れていやしないのだ。そういうたちの数馬が自分が図らずも綾華夫人に惚れて振り回される羽目に立ち至ったから、振り回されるという外部の形式が感覚的に残念無念で、私には彼のそういう心理はよくわかるのである。だから、満ち足らざる部分を古町夫人を招待して密かにその愛に甘え、 むしろ、古町夫人の純愛をもてあそび、虐待し、そんな気持ちがあるので、本当は彩香さんに惚れているのだ。うっかりすると取り返しのつかないことになる。私はそんな風に考えた。しかし、いくら坊ちゃんとはいえ、弱い死従。立派な文学者で詩人のやること。 間に見入られても十字架は自分自分身でで、追い切るべき個人のことで私がそれを気に病むまでのことはない。私はしかし、私一個の指示として、この正体には応じ得ぬ理由がある。なるほど、望月王人という無法者が乗り込んでいる。そこへ丹後弓彦という取り澄ましたひねくれ者と、 宇都美明という陽気なム虫が乗り込んで、絡み合い、睨み合い、つね合っていたんじゃ、他にお化けの一連隊でも呼びたくなるのはもっともでもあるが、古い腐った蜘蛛の巣みたいなものがねっとり絡み合った男と女を一同に集めて、その陰鬱陰酸なつながり、絡み合い、思っても深い、悪趣味、嫌じゃないか。 そこに私が加わるとなおさらいけない理由があった私の女房の京子は一マの親父の歌川多聞の妾であった妾や手掛けの数あるうちで特別寵愛のこもった女でだから戦争中まさか自宅へ入れるわけにはいかないから当時は加治子夫人がまだ存命であった 自分の村の一件を借りて疎開させた私は京子と恋に落ちて終戦とともに強奪して東京へ引き上げてきたのである「他門の怒りは凶暴なもので風の頼りにも一家な余分収まらずあいにくまた大臣級の政治家でこれから俺の天下と大いに希望のあったところを手もなく追放になる」 仮イイライラ。私がつまりそのイライラの分まで憎まれ役に回っていたようなものであるしかし去年の夏カジコ夫人が死に間もなく下江という村の相当の家の娘に目をつけて無理に小間遣いにつまり次女めかけそれでご機嫌が治ったそうで追放後の暇の体を今では19の小娘を寵愛して 花の舌を伸ばしているという話であった。木米や古禄と違って、僕がまさか君の家へ行けるはずがないじゃないか。ご尊夫のご機嫌がいくらか紛れるにしても、僕はそのいくらかでも不快な思いを好んでみたくはないからな。僕はともかく京子が身震いするだろう。それはできない相談だね。しかしね。 まあもうちょっと我慢して聞いてほしい。君にだけは全てを打ち明けてお話しするつもりなのだから。僕の精神上の極めて雰囲気的なおとぎ話もあるし、それからいささか通俗的な犯罪実話もある。彼はポケットから一枚の封書を取り出した。見てごらん。こんないたずらを仕掛ける奴があるんだ。 ごくありふれたレターペーパーに次のように書いてある。おかじ様は誰に殺されたか。すべては一周期に終わるであろう。憎しみも、呪いも、悲しみも、怒りも。うまい字じゃない。しかし、主席を隠して書いた字だろう。 安物のインクを使い、シミがたくさんできている。スタンプによる発信地は近くの町で、東京から行けばその町で汽車を降りることになる。彼の家は、さらにそこから七里ほどバスで山道を走らねばならぬ。しかし、ともかくこの田舎町は彼の村から最も近い都会であり、村人の買い物は概ねこの町を利用し間に合わせる。 これはしかし、ハイカラな文章じゃないか。ハイカラ以上に文学的だな。この手紙は僕に当てたもので、犯人を誰とも書いていないけれども、僕に当てたところを見ると、僕を犯人に当てているのかもしれないね。ご承知の通り、うちの母は二度目の母で、僕の母が死んだ後お嫁に来て、だから歳も僕と三つしか違わない。 去年8月9日に4 2で死んだのだ。しかし、僕がこの母を殺す何の理由があるだろう。この母はもともと喘息持ちだった。心臓喘息というやつだ。それが怖いものだから、エビズカという足の悪い医者。これは落白した登園の指定だが、 これに学費を給与して内科を学ばせ5年ほど前村へ住居を与えて開業させた山中の無依存で開業するには内科だけじゃいけないので外科も耳鼻科も眼科も鹿まで一手に兼ねなければならないから父などはあまり早く呼び寄せるのは反対で前科にわたって一応習得させる時間を与える方が村のためだというのをいいえ 私のために呼ぶ医者ですからと言って卒業後研究室に1年ぐらいいただけで強制的に呼び寄せた医者の当人が学級派だからそれが非常に不服であったほどでこっちへ来てから表面従順ではあったが反りが合わなかった恩を忘れて不親切だと言って母は医者を怒っていたが 逃げられると困るので不満があるのも耐えていたようだ。喘息という奴はひどい苦しみ方だから腹ばいに畳をむしる。まったく母は畳をむしりながら苦しみ死にを遂げたもので何本注射をしてもダメだった。これは心臓喘息の普通のことで特別どうということはない。しかし、 苦悶の様相のうちの多分極限のものだろうから。ここへ、例えば毒殺という外からの手段が加えられても見分けはつかない。外に出血とか死犯とか、そういうことは別にして、苦悶の様相だけではねえ。しかし、出血も死犯も特別なものは何もなく、死んでからは安らかな顔で、 元より毒殺などとは誰一人考えたものもなく葬ったのだ。そんな噂が私たちの耳に届いたのは今年になってからだろう。臨終には女中から出入りの者まで集まっていたのだから苦悶の様子を見ている。山中の暇な村人だから尾ひれがついてそんな話になったのだろうが、放っても置けないから海老塚医師に聞き出したら、 大きな目玉を向いたきり返事もしなかった。あれはそういう人物で分かりきったことには返事をしないたちなのだ。足が不自由で、そういうひがみから来たような偏屈なところがあって、おしゃべり嫌いの人好きの悪い男だ。そのうち、食事に家族が集まっているとき、卵のやつが不意に私に向かって、近頃村じゃ、 お兄さんがうちのお母さんを毒殺しただなんて噂があるそうよ。と大きな声で言い上がった。ろんこれは冗談だ。あいつはそういう人の悪いいたずらをしたがるや奴なんだ。人の一番嫌がることをね。あいつと来たら、あいつはおかじお母さんのたった一人の実施のくせに、 母親が死んだって悲しむどころか全く涙一つこぼしやしないんだからな叱る人がいなくなってこれで大っぴらに大いに遊べるという張り切ったような始末なのだしかしあいつにしたってことい卑しくも殺人犯だからそうバカな冗談も言わないので実は当時別に犯人は誰それだというまことしやかな風文があった 君たちも知っている、諸いという看護婦。あれのことだ。変に色っぽい女だからな。確かに父と関係はあった。君がお京さんと笑った後は別にして、相当の向上があったことも事実だろう。それで母を殺して後釜を狙ったという。 これはいかにも村の噂に手頃の進化悲劇的人間関係じゃないか。農村の噂なんてみんなこれぐらい月並みなものさ。こんな噂があるから妹のやつ安心してあんなひどい冗談を言いやがった。無論誰もぞっとなんかしやじない。凄みなんかないからね。げたげたみんな笑い出した。しかし僕自身は やっぱり覚めは悪諸井いこと,じという看護婦は今は多分ちょうど30前後だろうだいたい女若い女というものは英雄愛好家だから戦争ともなればただの娘も看護婦になって従軍するぐらいの夢は見がちのもので看護婦ならみんな戦地へ志願しそうな鼻息のものだがこの諸いという女は別で。 およそ架空な夢の少ない冷めた女であった。男の冗談などには取り合いもしない。五尺四寸五分だとか、日本の女に珍しい伸び伸びして金星の取れた見事な体格で顔もまずくはない。ああいう女はむっつりスケベと言って冷たく取りすましているくせに内心はみだらなものだ。案外うぶなもんで、 変に情熱があって一晩はよろしいものだ、などと大いに働きかけたが、全然手応えがなかった。戦争になって、看護婦というものが戦地へ駆り立てられ、ひどく貴重品になった時、東京のかかりつけの病院にいたこの看護婦が、戦地へ徴用されちゃあ嫌だなとこぼしていたので、無依存の看護婦という立派な口実に許可を得て連れてきて、海老塚医院へ置かず、 自宅の一室を与えて昼だけ医院へ通わせる自分の都合もあるけれども他にも名目があってこの家には他に二組の病人があった一つはここへ疎開の南雲市松という老人がここへ来てから中風で寝ついている市松の妻女はおゆらばあさまと呼ばれ 歌川多門の実の妹だ。この人も半病人で、生来の虚弱からヒステリーの気味で、岡地さんとは特別折り合いが悪い。多門という人は特に肉親の情熱などはないけれども、世間並みのことなら何でも鵜呑みに気にかけない立だから、妹一家が疎開する。よかろう、面倒を見てやれ。病気になった。 よかろう、手当てをしてやれ。それだけのことで、大きな家で金も物資もあり、自分の邪魔になることは何一つないからちっとも気にかけない。そんな人間どもが帰食していることも忘れている。けれども、女はそうはいかない。別して、おかみさんは五歳で、他門の子供みたいな年で、 昔から反目していたから一緒に住むとうまくいかない。おゆらばあさまの子供は男一人、女四人だが、男は技術家で外地へ行っており、この戦争に潜水艦で死んだそうだが、女は二人死んで、一人は嫁に行って満鉄にいる。末娘だけが見込んで一緒に疎開しているのだが、おかさんの娘の玉尾さんと、 このちぐさんが、剣縁ただならず仲が悪い。玉尾さんは美人だが、ちぐさんはもっての他の不美人で、目がやぶにらみでそばかすだらけ、豚のように太っている。太っているのに神経質で意地悪でひねくれており、ひがみが強いから、奔放な玉尾さんの意味のないことまで悪意にとって恨んでいるから、 玉雄さんは腹に物を貯めておけないたちでガラガラピシャピシャやっつけるこれがまた母親同士の反目の種になるのであるおかじさまは和歌など仏して短歌雑誌に投稿している人だからおっとり奥様前としているけれども病的に潔癖な神経があって嫌いだすと100倍嫌いになるようだった もう一人の病人は佳代子さんこれが大いに問題の人だこの人の母親は死んでいるおじいさんおばあさんは歌川家の飼い殺しの下男と女中頭で喜作じいさんおでんばあさんどちらも人のいいいつもニコニコ大変感じの良い召使いだ かよこさんは言うまでもなくこの二人の老人の孫だけれども、実は他門のお年種で、女中の母親が身ごもり産み落とした娘だ。だから、召使いの部屋の一つにいるけれども、女中の手伝いをするわけでもなく、服装などもカビではないが小ざっぱりした都会風のものをあてがわれている。この娘がまことに美しい。清楚、純潔。 透き通るようにさえ澄んだ美しさだ。けれども、17の年から肺病で、女学校の4年の時、寄宿舎で発病して一時入院したが、退院後は女中部屋の一室で寝たり起きたり、対外読書をしている。玉尾さんよりも2つ年上。玉尾さんが22なら、佳よこさんは24。 ちぐささんはその二つ年上で二十六になっているだろう。この隠し子の存在にはおかじ様も相当反問したよしであるが、自分の結婚前ということがともかく納得の手ずるではあったらしい。私はよく知らないが、母親の女中さんはおかじ様が来てから首をくくって死んだとか、そういうことがあって、 佳代子さんへの呪いは下火になったのだそうだこの病気には食べ物が大切だからと特別の需要物などを心がけてやり服装なども人前へ出て恥ずかしくないものを心がけるというふうで諸い看護婦にも「おかよには気をつけて」と言い含めたそうだだから佳代子さんに微熱があると看護婦を病院へやらず付き添わせる なぐも市松じいさんやおゆらばあさんが相当の偏調でも、いいから病院へ行ってきなさい。忙しいでしょうという。諸い看護婦がまた冷たい女で、俗な情愛の気迫な人だから。愚痴っぽく、メソメソとヒステリーじみたなぐも一族が嫌いで、よく面倒を見てやらない。その呪いがおかじ様に集まり、こごっていたわけだ。 おかじさまは帰徳のとき、死の直前のもはや畳をむしる苦問の力さえも衰えかけたとき、みんないる、そう聞いた。そしてそれらの言葉はほとんどよく聞き取ることが不可能だったが、なぐも一家のものはあっちへ行ってくれという意味のことを言ったようであった。 しかし、それは明確に聞き取ることができなかったので、おかじ様の枕元に一番近く座っていた玉尾さんも、実際はどう言ったのかわかりゃしないわ、と言っているそうである。この脅迫状は全く馬鹿げたものさ。こっちは身に覚えがないことだから、手紙の文句の方は僕は気にかけていない。村の疎開者かなんかで、暇でひねくれた奴のいたずらだろうよ。 僕が君を頼りにしているのは、これは僕のあまりひどいわがままだけれども、君よりは実のところ、どうしてもお嬢さんが必要なんで。酒の酔いも冷めたように、彼の顔色は青ざめてきた。余分の注釈は良しにしていきなり言ってしまうが、僕は昔から加代子を熱愛していた。 しかし、ともかく兄と妹なんだから、僕は式場的なものを極めて精神的に変形し、いたわり、聖母を警護するような、そんな風な優しい心を持っていたのだ。困ったことに、かよこの方が僕以上に僕を愛していたんだね。その上に君、 あれぐらい毎日何かしら読書しているくせに非常識な話だけれども、兄の僕を恋人として愛している。兄と妹は恋をしちゃいけないのだと言って聞かせても、どうして世間の人がそうだって、どうして私たちがそうでなければならないの無効水だよ。世間なんかもう眼中に入れたくないのだね。 それが処女の木一本の情熱で思い消しているのだから、僕は打たれた。死んでもいいと思った。崇高そのものですよ。君は信じられないかねこれ以上の崇高はないですよ。なんと言ったって君、カヨコは世間を捨てているんだからな。罪を知らないのじゃないのだ。 かよこは聡明そのものだ。何でも知ってる。神のように知ってる。見抜いているのだ。自分の宿命だって見抜いているさ。僕はふらふらした。ねえ、そうだろうもし神様に優しく誰かで悪事を囁ささかれたら一体人はどうなると思う僕はしかし、 危ないところで思いとどまった。体に触れてはならぬ。たとえ死んでも。僕は、神様を犯せない。いや、しかし、犯さずにいられそうもない気がする。かよこは僕の手を握りしめた。僕たちは切符した。冷たい、悲しい切符だったが、 二人はまるで水のようにただ一つのものであったということができる。荘厳そのものであった。悲痛そのものだったよ。かよ子は言うのだ。結婚しよう。神様は必ず許してくれる。そして死にましょう。とね。 僕はしかし死ねない僕はそんなに単純じゃない僕は悪党なんだカズマの言葉はけいれん的な叫びになったしかし僕が生来のあちゃらかボーイで一向感動しないからだんだん動物園の猛獣みたいにおとなしくなって 僕は、しかし、実際悪党だから。そりゃ分かってる。君ぐらいの歳になりゃ誰だって悪党だ。彩香夫人にも続婚参りすぎている。校長さんにだって時には口説いても見たいだろうしさ。かよ子さんは君以外の男は眼中にありゃしないからな。しかし、そりゃ崇高でも何でもなく、 案外、近親相関でもなく、みんな君自身が幻覚している雰囲気で、根は、処女の魅力、魔力、それだけじゃないかな。根を突き詰めると、実は案外薄っぺらなものさ。怒ったかねそうじゃないか。君は実際は、彩香夫人の非処女性に圧倒され、 圧倒的に幸福状態にあるんで、ちっとは無本気を出したいからな。兄と妹、恋愛、大いによろしい。多少は無本気も出したらいいさ。発散すりゃそれでいいんだ。しかし実のところ本当にやっちゃったのかと思って、話の途中じゃちょっとヒヤヒヤしたね。そんな風に言ってくれると僕も救われるがね。 君の言葉が当たっているとは思わないが、理屈はよそう。理屈は僕一人だけ信じてりゃいいんだ。君からそうやっていたわってもらえれば、僕としては本望なんだからな。それで、君にお願いというのは、かよこには友達というものが一人もいない。たった一人、おきょうさんの他には、 かよこは毎日おきょうさんを思い出して懐かしんでいるのだよ。病気に悪いことを知りながら、一里の山道を歩いてよくおきょうさんのところへ遊びに行ったものだからな。叱られてもまた行く。熱を出して寝ついても起きられるようになるとまた出かける。脱出して出かけるのだからな。僕はあの頃、 おきょうさんが佳代子を殺す妖魔に見えて憎んだものだよ。だから君、おきょうさんに来てもらって、佳代子の気持ちをなだめてもらえぬものだろうか。そういう役割を果たし得る人といったら、おきょうさんのほかには金輪際ないのだから。僕がいかにも育児がなくて申しにくいのだけれども、僕のことをもう諦めて。 他に心を紛らすように仕向けてもらいたいのだ。もちろん僕自身からもそう仕向ける。しかし僕の全力で足りそうもないから、お京さんに助だちを頼むのだ。困った役目だ。もとより私の一存で返事のできることじゃない。戻って京子に行ったら、まっぴらごめんだという。 恋の病は草津の湯でも、と言うから、誰のさじ加減でもダメ。当事者に任せ、成り行きに任せることだ。か代子さんが自殺でもすりゃ、こっちの寝覚めが悪いばかりだ。それに、京子の立場としては、あの山荘へ再び顔を出したくないのは当然だった。京子の決意が石のごとくであるから、ずまも諦め。 三日の後に木兵衛と小禄両夫妻を堂々して山へ帰った 2>, 2意外なやつばかり7月10日の朝であったが一馬から次のような手紙が届いた7月15日に ツーリストビローから切符を届けさせるからその日の終列車で来てくれぜひとも頼むなお三枚の切符のうち一枚は小性博士のものだから口説き落として無理無体にでも堂々頼む参拝9杯恐るべき犯罪が行われようとしている多くの人の血が 君と小瀬博士だけが頼みだそしてお京さんお京さん頼みます待っています暗い血の海が見える15日の午後実際にツーリストビローの使いの人が3枚の切符を持ってきて N 町行きの終列車は23時35分だから N 町へ翌朝7時頃着き、バスの始発には連絡することができるという。カズマはツーリストビローの食卓なのである。宣伝文化の企画に参与するのだそうだ。カズマは時々木一本に思い込んで過ごむから、私はどうも付き合いにくい。私はしかし、至って付き合いのいい方だから、何とか言うとほだされてどうもいけない太ちである。 京子ははじめ嫌がっていたけれども、文面が凄す,すぎる。それよりも、女は要するにスミレ詩人で、崇高なる謹慎相関、そういうところに所詮ほろりとしているのだ。じゃあ、思い切って行きます、というので、文面の示すところに従い、個性博士を訪れた。個性博士と言っても、 実際は博士でもなんでももないそれどころか私や和馬に比べると11も年若のまだ29という若造なのである彼は17の時まだ中学生であったが私のところへ分子になりたいと称して弟子入りにやってきた僕みたいに駆け出しの若造に弟子入りしたってしようがない大価のところへ行きなさいと言ったら 若い者は若い者同士でさと変なことを言いやがったしかしまもなく彼は探偵に凝り出してしかし大学では美学という洒落たものを勉強したがこれはつまりやつが不勉強で他の科へ入学不可能な宿命を自覚したからの結果なのであるしかし彼の探偵の才能は驚異的なものだった まさしく天才である我々は嫌というほど実例を見せられ全くどうもやつの観察の確実さ人間心理のニュアンスを微細に突き止め嗅ぎ分けること恐ろしい時がある彼にかかると犯罪をめぐる人間心理がはっきり紛れもない姿をとって描き出されてしまう。 全てがはっきり割り切られて、計算されて答えが出てくるのだが、それがどういう算式によるのか、変幻自在、奴の用いる公式が我々には飲み込めない。我々文学者にとっては人間は不可欠なもの。人間の真理の迷路は永遠に無限の作造で終わるべきもので、だから文学もあり得るのだが、奴にとっての人間の心は 常にはっきり割り切られる。それくらい人間がわかりながら、君はまたどうしてああも小説が下手くそなんだろうな。と、冷やかしてやると。ははは。小説が下手だから犯罪がわかるんださ。こいつは、シャレやご謙遜ではないだろう。この言葉もまた真理を射抜いた樺説で、 彼の人間観察は犯罪心理という低い線で停止して、その線から先の無限の迷路へさまようことがないように組み立てられているらしい。そういうことが天才なのである。だから奴は文学は書けない。文学には人間観察の一定の限界線はないから。奴は探偵の天才だが、 全然文学の音痴なのなである。しかし我々は彼の探偵手腕を絶対的に認めるからこの不勉強の怠け者をあえて博士と損傷するようにしているがしかしヤツは肩の凝る学問は知らない代わりにくだらぬものなら公釈本落語全集等の高級品から下は Y 本映画雑誌相撲の番付 そういうものは徹夜で単独するから、くだらぬものなら何でも知らぬというものがない。私が出かけて行って手紙を見せて応援を頼むと。そうですか。秘書はいいな。料理も食えるし酒も飲めるか。しかし、今晩はダメですよ。なぜ辛いなあ、開き直られちゃ。 ちょっとお耳を拝借。あ、い、び、き。わかりましたか博士もまた叱りか。どうせ相手はパンパンだろう。やいちゃや暮です、先生。明日の夜行で行きます。一足を先に。あの子も連れて行きたいな。連れて来たまえ、遠慮なく。 ダメダメ神聖なる処女は、古老の中へ連れて行くわけにはいかないです。博士は少女趣味かいやれやれ。俺は、とんまな趣味のやつに疲れているんだ。私は手紙の指定通り出発した。記者は、この説としては大名旅行で、腰掛けることができず、眠ることができず、便所へ行くことができない程度の穏やかな旅行であった。 N 町へ降りると、思いがけない人物が乗り合わせていたのだ。私は呼びかけられて驚いたが、神山東洋と、その奥さんの木園さんだ。神山夫妻は戦争中ちょっとばかり山へ顔を見せたことがあるが、弁護士で、八九年前までは歌川多聞の秘書をやっていた男だ。木園は元は新橋の芸者で、 非かされて多門の妾であったが東洋と密通しその頃から秘書を辞めたが時々訪ねてくるのだそうだ弁護士という頭脳的な商売どころか暴力団のように見えるがっしり腕っぷしの強そうな大男で歌川家ではみんなに毛嫌いされて出て行けがしに扱われどっちを向いても女中にまで渋い顔を見せつけられ 誰に話しかけても誰も返事もしないのである。これはお京さんも。そうそう。八代先生とご結婚のよし、承っていましたよ。先生も見かけによらない。そうなんだな。分子なんておとなしそうで、やっぱりその道は猛者揃いなんだな。恐れ入りました。今度よろしくご指南願いますよ。 私は返事もしなかったが八代先生も歌川さんでしょうお供いたしましょうあなたも歌川さんですかおお何ですか招待状が参りましたもんだね珍しいことがあるものですよしかしバスに乗り込むと私はあきれ返ってうんざりした嫌やなやつ 思いがけない奴にばっかりで食わす。土井孝一が乗っている。やあ。彼は当たり前というように頭をガクンと挨拶したが、前へ下げずに後ろへ上げるのだから人を馬鹿にしたやつだ。やあ。君はどこへ行くのだいどこへ行くって。 こんな足立ヶ原に毛の生えたようなところへ来て、どこへ行きようもないじゃないか。歌川一馬の家へ行くに決まっているさ。君はそうじゃないのかこいつがしかし、何の用で行くのだろう。君は何か用があるのか馬鹿にするな。あんなヘッポコ主人に何の用があるものか 身受けの金はちゃんともらってしまったからとっくに飲み干してしまったけれどもあをねだるほど連絡はしないよ。やつがぜひともご高麗ひと夏をお過ごしくだされ酒も料理もあるというから変なことを言ってくる呆れたおっちょこちょいだと思ったが酒があるなら付き合ってもよろしかろうじゃないか 彼は今日こう見てふんと笑ってあなたがお京さんかなるほど美人だ色っぽいな祝徳厚く,とく,くまた浮気心も不可視かいい色気だな残念だ二足見やし遅れたわい俺が戦争中この村へい疎開してりや。 おきょうさんは俺が抱いてあげたんだがな。しかし、おそろいで堂々と疑わけ乗り込むなんざ。八代分子もご心臓じゃないか。君の小説は子供っぽくて読めないがな。一体、カズマは何を考え、何を企んでいるのだろうか。私は彼の手紙からは、 主としてナンセンスを感じただけだが、今や私もひどく不安になってきた。何かが起こる。少なくとも何かが蓄まれていることはもはや確実と見てよかった。バスを降りると若い下段が荷物を運びに待っていた。まだここから一里近く山の小道を上がったり下ったり、疲れた時にはやりきれない道中である。 ようやく歌川家の近く、陳樹様の下へ差し掛かったとき、木陰から二人の女が私たちの方へ歩いてきた。綾香さんと宇津木秋子であった。私たちを迎えに来た様子であった。しかし綾香夫人は私たちに近づくと棒のように直立してしまった。 何がなんだかわけがわからないという顔で自分の目を疑るうような風であったがそれを見ると土井孝一の方が先に声をかけたよごおかえに俺が久々にががってあげるかな彼はつかつかと綾香さんの方へ歩いていったそれは全く 抱きしめ、接吻ぐらいしようという規制であった。何しに来たの、あなたは。綾香さんは、じりじり宇津木さんの後ろへ身を隠すように退いたが、孝一はそんなことはいともせず、なんなら二人の女を一緒にまとめて抱いてしまうぐらいの調子で。いやあ、こんにちは。あんたはどなたえ 宇津木明子さん。ああ、高名な女流作家。お見それしました。まだ若いんだな。これは美しい。いずれごゆっくりご挨拶します。昔の色女が待ちかねていますからね。孝一は彩香さんの腕をつかんだ。彩香さんは激しく振り払ってろっぽ逃げて。悪党 ろくでたし、お前なんかの来るところじゃない。帰りなさいねえ。誰か？私たちの方をうろうろ見たが、また幸一がシャニムに掴かみかかろうとするので、言葉を続ける。暇もなく顔色を失って逃げ出した。その後ろ姿に目もくれず、幸一は判決を出して額の汗を拭いて。愛しい人にでっくわすと。 女の子は取りのぼせるよどうして女というやつは待ち焦がれた人に待ち焦がれたと言えないのかなあねえ宇津木さん日本の女は色ごとの訓練が足りないからねそうでしょう歌川家へ着くと来客諸行は滝つぼへ水浴びに出かけたよしでかずまと背ムシの内海だけが私たちの到着を待っていた。 私は喋る力もない。ひとっ風呂浴びるとビールとサンドイッチの昼食をとり目がトロトロ開からくなって部屋へ寝床を敷いてもらって寝込んでしまった都会の暑熱にあえぐみに山の冷気は快適で私が目を覚ました時はもう黄昏れていた私の期待に一つ足りないものがあったまだ日暮らしが鳴かないのだ 月末には泣き出すだろう。顔を笑っていると女中が迎えに来た。そこへ京子も迎えに来て。ようやくお目覚め。もう皆さんお酒召し上がってるわ。まったくぐっすり眠ったものだな。私は大きなあくびをして、海下へ降りた。3 招かれざる客私は、望ちづき王人が大の嫌いであった。最もっとも、分断で望ちづき王人が好きだというものはめったにない。文才を鼻にかけて、人を人とも思わない。礼儀作法をわきまえず、人の面前で夫人に接吻が愚か、暴行強姦もやりかねないやつで。だから、未だに独身で、 天下の女はみんな俺の女のようなものだと嘘吹いている。けれども彼はジャーナリストに人望がある。それは奴が兼ねっぱなれが良いことと、ジャーナリズムは思想性よりも出力で評価するから、彼の歳出に言惑される。それにジャーナリズムは事物を歴史的性格で判断せず、現実の現象性で判断するから、 彼が第一級の流行作家であるから彼の傲慢は当然と受け入れ、かえって自信があるとか、あれだけ信念がなきゃ芸術はできないなどと逆に彼の傲慢が美徳のごとくに評価される始末。公職壁などはむしろそれが天才の証拠のように、さすがに一般と神経が違うなどともてはやされる有様であった。 私はしかし、これは見物だと思った。それは土井孝一が一座に加わってきたからで、文壇と画壇の花つまみの野獣を突き合わせる。なるほど、こいつは主公である。カズマにしては大出来の主向で、私は迂かつ、いつも奴らに腹を立てさせられているばかりで、彼らを酒の魚にすることなどはついぞ気がつかなかったのである。 ところが期待を裏切られた。奴らはやっぱり海船山船の下たか者で、粗暴のようでも与多物人儀の神経は発達していて、全然角付き合わないのである。えい、ー、ピカイチ。お前は酒を飲まないのか王人が言った。幸一はニヤニヤしている。彼はあんまり酒を飲まない。全く、 やつのように酔っ払わなくとも人前で平気の平座で女を抱いたり口説いたりするやつは酒の必要はないのだろう酒によっては眠気を催し腕が鈍るというようなものかもしれぬ王人と来ては酔っても酔わなくても女を口説き立て酒をガブガブ浴びるがごとく煽り立てる突然光一が立ち上がって胡蝶さんの前へ行った いきなり手をつかんで踊りましょう校長さん金がね舞台では肺がんの A に属して人知れず思いを焦がしていたけれどあなたは霊眼霊視というんだなシャルマントデリカそれにオルグインユーズというところがあってねこの悪徳が私は好きなんだ いざ、踊りましょう。校長さんは静かに手を引っ込めて、冷たく。嫌です。王人がゲタゲタ笑いでした。ピカイチ、よろしいはははその累王朝敵三流将婦を第一番にくどいたところに、お前の朝からざる素養がうかがわれる。 お前もしかしフランス仕込みにしちゃ大勢の額に通じないな。勝負というのは人前で黒いちゃダメなんだ。勝負は淑女のごとく見せたがるから。まったく悲願だうのぼれさ。人前で黒くのは勝負のイミテーションが最もよろしい。すなわち核のごとし。彼は立ち上がって玉尾さんの手を引っ張り上げて踊りかけて、 すぐ抱きかかえてソファーへドカンと腰を下ろして接吻した玉尾さんは平気であった存分接吻して顔を上げてどうピカイチさん明日の晩はあなたにこうしてあげるわねその時震えちゃだめですよ私は震える男は嫌いなのよねえタンゴさん タンゴを踊りましょう。タンゴは首を振った。しかし首を振りかけた時、玉尾さんは目もくれずもう内う海の方へ歩いていたから、とりすまして首を振るタンゴの首がおもちゃの人形みたいであった。さあ内海さん、あなただってたまにはフットライトを浴びなきゃいけないわ。片隅に引っ込んでいじけずに、堂々と圧倒しちゃうのよ。 うつみは人のいい微笑を浮かべて僕がフットライトを浴びるのはノートルダムの主演の時だけさその説は共演を頼むぜあらそう素晴らしいことねこの夏ここでやりましょうよひとみさん手頃に脚本書いてちょうだいよろしい 俺が舞台装置をやる。村の衆に興行して、百姓どもの信玄を巻き上げてやろう。ピカイチの舞台装置じゃ、百姓のお客は逃げ出すさ。芝居なんざよ、いい。これだけ女優が揃っているから、エロダンス。他に何があるものか。ざっとこの通り王ンはいきなり玉を抱きかかえ、 ひったくるようにツーピースを脱がせた。シュミーズ一つで王人の腕から転がり出た卵はびくともしなかった。ちゃかすような顔でもなかった。黙って王人を見て、平然とシュミーズを脱いだ。ズロース一つである。もういいのもう一つ カズマがイライラ妹の腕を掴んで。お前はもう引っ込みなさい。どうせついてだ。手数が省けてちょうどよい。王人が玉尾を抱き上げると。おいよせ、あくどいぞ。兄さん怒るな。まさか鬼でも可愛い子を人前で本当に裸にするものか。 しかし、手数が省けてちょうどついてたから、ちょっと借りていくぜ。芝居の方は終わったんだよ。これからは恋愛という指示に属する演劇だから、見物人はお断りだ。抱きかかえて、どっこいしょ、はいごめん。自分の寝室へ立ち去ってしまった。5分、10分、二人は帰ってこなかった。 都会のどこかにインチキバー、インチキキャバレはあるかもしれぬが、そんなことはそこでも滅多に見られやしなかろう。さすがのピカイチ先生も呆れた様子で。ははてさて、聞きしに勝る豪傑だ。歌川家はしかし、優秀な勝負宿だな。フランス組んだりをうろうろしないで。 俺も若年から登山の趣味を養うところだったよ。私のお相手は、今晩はどなたですか慶州作家、正当詩人。いかが宇津木さんは作り笑いをして。えいずれよろしく。今晩は戦約がありますから。 ご主人の三宅木兵衛の腕を取ってじゃあお先にああそ,そうそうそうピカイチはひょいと立ってどんどん先に立って歩いて広間から廊下へ続く扉を開けてホテルの防御宮殿の寺社の要領で糸陰銀に頭を垂れてお通りを見送るそれをきっかけにみんなそれぞれ寝室へ引き取った 私たちが寝室へ引き取ると、すぐ後からカズマが来た。イライラして。実際君、集態だ。どうしてくれたら胸が収まるのだろう。締め殺してやりたい。私は慰める言葉がなかった。君とゆっくり話を交わす暇がなくってね。これはしかし、一体どうしたことだろう。僕には訳がわからない。 君はツーリスト・ビローの切符を受け取ってきたのだろうね。そうさ。僕の手紙は届いたね。無論見たよ。さもなきゃ来やしないさ。個性博士は一緒に来れなかったけれど、今夜経つから明日来るはずだ。個性博士なんだい個性博士がどうしたんだ誰かそんなことを言ってきたのかい わけがわからないな。君の手紙に小瀬博士を連れてきてくれと書いてあるからさ。僕の手紙に彼はあっけにとられて私を見つめた。そんなこと書きやしない。僕は君たちお二人だけ来てくれと書いたはずだ。いや、わかる。からくりはわかっているのだ。君に当てた手紙だけじゃないんだからな。 聞いてくれ。実に何たることだ。ドイツが一体、僕はもう怒り狂っているのだ。しかし全く何者のいたずらだろう。僕は君、神山東洋夫妻なの、まして土井光一に、あいつらに招待状を発するはずがないじゃないか。しかし奴らは招待状を受け取っている。おまけにちゃんと君と同様、 ツーリスト・ビローの使いの者が切符を届けているのだからな。僕は確かにツーリスト・ビローに切符を届けるように手配の手紙を出してはいる。しかしそれは君たちご夫婦二人だけだ。小瀬博士だって頼みやしない。今度は私があっけに取られる番であった。私は彼の手紙を全然疑っていなかった。 確かに見慣れた彼の筆跡だったのだ。幸い、小瀬博士を訪ねた時彼に見せるためにポケットに入れた手紙をそのまま持ってここへ来ていた。私はそれを取り出してみせた。彼はそれを睨んでいたが、僕の手紙を一遍開封した奴が書き直して送ったのだ。なぜなら僕の文章がそのまま使ってあるから。いいかね。 7月15日にツーリストビローから切符を届けさせるから、その日の終列車で来てくれ。ぜひとも頼む。なお、3枚の切符のうち1枚は小瀬博士のものだから、黒木落として無理無退にでも堂々頼む。三杯9杯。恐るべき犯罪が行われようとしている、多くの人々の血が、 君と小瀬博士だけが頼みだ。そしてお京さん、お京さん。頼みます。待っています。暗い血の海が見える。つまりね、二重鍵カッコ印の部分が誰かの書き出したところで、かっこの部分が省かれているのだ。恐るべき犯罪だなんて。 そんなものがどこにもありゃしないじゃないか最後の結びの暗い血の海が見えるこれは確かに僕の文章だあの時僕は兄と妹の罪の血の暗い幻想に悩まされていたからさしかし正直のところ誇張なんだよ君たちが来てくれないと困るから別してお京さんに純情を訴えるために文学者の文章上の誇りを捨ててお京さん お京さん、暗い血の海が見える。あさましい文章を書いたんだ。お京さん、許してください。しかし、どうも、これを書き換えて送った奴は何を企んでいるのだろう。もしかすると、本当に犯罪があるんじゃないかねまったくさ。僕だって君、今なら人が殺したいよ。 どいつもこいつも、ああ、畜生、息の根を止めてやりたい。誰だって君、今このうちに住んでいりゃ、人の二三人殺さずにいられるものか。しかし、筆跡は確かに彼のものだ。しかし、よく見ると、念入りに筆を真似た形跡も伺われた。この紙はうちの陽線さ。 どこに置いいてあるのだいさっきの広間の隅のデスクにこれとインクとペンはいつも備え付けてある無論封筒も置いてある手紙は誰が投函したのだ君たちの疎開中は郵便局に人手がなかったし自局が自局でこっちから投函に一里も歩いたものだけど今じゃ向こうから取りに来る昔からの習慣なんだ もっとも、郵便を配達に来て、ついでに持って帰るのだ。うちへ届ける郵便物のない時だけ、やっぱり配達の時間にわざわざ取りに来てくれるのだ。うちから出す郵便物は、玄関に霧の箱が置いてあって、手紙を出す者が勝手に自分で投げ込んでおくのだ。だから、手紙をすり替えるチャンスは、誰にでもある。まあ、いいさ。 幸い、明日、小瀬博士が来るからおらえ向きじゃないか。もっとも手紙の犯人が自分で指名しているのだからな。なぜ小瀬博士を呼びやがったかな。この犯人名、小瀬博士を舐めているから大失敗だよ。あいつは全くその道では天才なんだから。つまり、中途半端な頭なんだよ。犯人を探すに手頃で、 それ以上はダメ。そして、それ以上へ行かない組織になっているところが、おそらく、異例の才能なんだな。じゃあ、また明日。そうしたまえ。我々が犯罪を突き回したって、迷路をさまよい、やたらに犯人を製造するばかりさ。全くもって、小説家にとっちゃ、犯人ならぬ人間はありえないから。 考えてみたって全然無駄だカズマは自室へ戻っていったどの部屋からももう物音がなくなっているなんだか気味が悪いわ私恐ろしくなってきたわ本当に何か恐ろしいことが起こるんじゃないかしらどんな恐ろしいことがどんなってわかりゃしないけどでも 何か本当に起こりそうじゃないの。そうかな娼婦宿の犯罪事件か。ピカイチめ、娼婦宿とは。しかし全くひどい話さ私、今日、カヨコさんとお話ししたのよ。まだほんのご挨拶程度のお話だけですけれどね。多分予想以上だわ。本当に兄さんを思いつめている様子よ。 罪は人間が作ったものですって。人間が勝手にこしらえた関連ですって。自然のままの人間にどこにも罪なんかあるはずがないんだってね。そんなことを私におっしゃったわ。恥があるから、罪もあるんだろう。あなたのヘリクツなんか、かやこさんの悩みの赤みたいなものよ。わかったわかった。分かった 症状の悩みは心源そのものだ。さあ寝よ。しかし寝られるかなあ。私は昼寝しすぎたのだ。けれども眠くなってきた。その時廊下を私の知らない何かフランス語のシャンソンらしいものを歌って玉尾さんが通り過ぎた。階段へかかるとだんだん大声に、そしてバタバタ駆け下りていった。 やれやれ。玉を太夫のご機関か。時計を見たら、十一時十五分。私は、電灯を消した。四、第一の殺人。翌朝、七月十七日午前六時半。 私たた。ちは散歩に出た三輪山といって人里離れた山中に祠があり三輪神社と称し奈良町ごろからの由緒ある氏神のよしだが名残をとどめているのは大木の密林ばかり祠はおもちゃのように小さいこの三輪山中ブナの密林に囲まれて周囲山頂ぐらいの池があり 水の色の緑の深さ、ただならぬ妖怪じみた色をしており、主でも住むという面だまし。魂。庭の神様に結びついた伝説があって、水の枯れることがないそうだ。この辺の風景は、色彩の激しさと孤独の深さ、胸に染みる静寂を宿して、私にとってはこの村の最も大きな魅力であった。この辺を一回りして、 七時半の朝食に間に合うように戻ってきて、裏門をくぐって酒蔵に沿って表門へ回ろうとすると、猿又一つの海老塚医師が、裏庭の清水の流れに体を拭いて体操している。やあ、昨夜はお泊りでしたかと言葉をかけると、じろりと見ただけで返事をしない、全く変人でひねくれている。 小児麻痺からの足の不自由で裸になると両足の細さの相違がはっきりわかるまるで我々全体に敵意を抱いている様子で我々が話しかけても返事もろくに視野しないがそのくせ山荘に文人連が泊まって以来毎晩遊びに来て首席の隅に息を殺しているのだそうでまるで怒った顔つきだがご当人はそれで結構楽しいのかもしれない 広間へ行くとみんな揃っていて食事の支度ができたというから食堂へ入る海老塚医師が遅れてきた続いて宇津木明子が朦朧たる程で現れてなんだか頭が痛むわご飯が欲しくないのだけれども皆さんお集まりの決まった時間ってなんだか寝ていられなくなるのね 夕べ徹夜なさったのと校長さんいいえ眠りすぎちゃっていだに眠いのよ山の中は眠いのかしら多分生活が不規則だからたまに規則的な生活すると健全みたいで変に頼もしくなるのだけれど悪徳高き宿女は善行を愛するもので。 その類いですなと、ピカイチが大声で言う。お水だけいただくわ。ご病気じゃないのと、あやかさん。うん。無下退職の私が食欲がなきゃ、病気かもしれないわね。つわりじゃないですかと、ピカイチ。 海老塚さんに見ていただくがいいさとカズマが昔の女房をいたわる今のご亭主の木兵はむっつり不機嫌だがいずれ彼らは別れるのだろうあらあらほんとに病気にされちゃ嫌だわ知恵熱というのさ宇津木さん近頃知恵盛りじゃないか 初育、富にご活発で荒らせられる。と、セムシー詩人の内海が冷やかす。けだし、秋子女子、終戦後は女流分子の最大流行時で、あられもなく書きまくっていらせられるからである。人生楽しい、別れも楽しい。内木さんぐらいご流星の時は、神様の新罰も食欲不振ぐらいが限度でね。 神様も力及ばず、さ。宇津木さん、天才になるんじゃないのかなと、丹後弓彦、皮肉の針をチクリと刺す。はっはっは悪徳高き淑女の食欲不振は気にかかるな。何かの方が不振じゃなさすぎるからだろうな。ピカイチの言葉はいつも汚らしい。 食事が終わる頃になって玉尾さんがやってきた。あら、もう皆さんコーヒーなの寝過ごしちゃった。とっても眠い。当たり前さ。あなたが眠いのはね。またピカイチがまず口を入れる。何も食べたくない。王人さん、まだ寝てるのね。 王人だけがまだ顔を見せていなかったピカイチは総合を崩して「それそれやっぱり男の方が余計眠らなきゃならねえのか王人ほどのご体格でもご疲労は玉雄さんに超えるかねえ宇津木さんの小説だよ」 絵の方じゃそんなえげつないことは題材にならないから、絵はノーブルなもんだ。文学は汚らしいな。起こしてこよ。玉尾さんは平然と言い捨てて、シャンソンを歌いながら階段を駆け上って去ったが、間もなく音もなく戻ってきた。真っ青だった。目が焦点を失っている。 ちょっと喋ることができない様子であった。王神さんが、死んでるカズマがビクッと顔を上げ。何王神さんが、殺されている空いている椅子の一つへふらふら腰を下ろして、化石のように放心した。 カズマがのろのろ立ち上がって、しきりに人々を見回しながら。スンペイ、君だけ。と私に呼びかけて。皆さん、待っててください。私が見てきます。スンペイだけ一緒に。それから、エビズカさん。一座は全く無言であった。私とエビズカ医師が立ち上がった。そして私たち三人だけが、 しわぶきもない沈黙の部屋から歩き出たのである。まさしく王人は殺されていた。一死もまとわぬ裏体であった。心臓を一月にやられている。その担当が彼の体をピンで止めているように突き刺したままだ。不思議に血がほとんど見られない。こいつが 人を殺さずに人に殺されるなどとは嘘のような話で、まるで現実の事件の中にいるような気がしなかった。誰が殺したって、こんな奴。私は全く小気味がいいと思う心が強いだけで、あんまり何でもなく死んでいるので、かえって生きているんじゃないか。何か騙されてるようで不安であった。海老塚医師は脈を取り、 まぶたをひっくり返したりしてとっくに死んでます。自業自得さそういう言葉が自然に私の口をついて出てきた一馬は黙って凝視していたがようやく我に返った様子でじゃあともかくこの部屋を出ようこのままにしておこうしかたがない 警察園内密に、ごまかすこともできないのか。我々が廊下へ出る。その時気がついて腕時計を見ると、8時22分であった。村の駐在へ電話をかける。それから食堂へ戻って、沈黙の一座が言葉を促しているのに、カズマもエビ塚も喋らないから私が、王人は死んでます。 殺されています。はっきり他殺かわかるのかと、ピカイチ。はっきり他殺。王人は君と同じぐらいの怪物かもしれないが、自分の心臓へ担当をぶち込むゲートは多分できないだろうな。私はその時、アキコさんの表情が大きく動いたのを見逃さなかった。びっくりしたのだろうか。 何を私の視線が注がれているのを見て、急に厳しく私を見つめたが、しかしそれを私以外に観察していたもう一人の人物があった。玉尾さんだ。急にアキコさんを指してヒステリックに叫んだ。犯人は分かっています女流作家、宇津木アキコ先生やっぱり偉いのね 人殺しぐらいできるんだから玉尾さんは立ち上がって手品の種明かしをするように握りしめていた小さな何者かを指先につまんで人々に示した。このライター、宇津木先生ご愛用のダンヒルでしょう宇津木先生以外にダンヒルご使用のハンサムボーイはいないから。王子さんの枕元のデスクにあったんです。デスクの灰皿には、 口紅のついたシガレットの水差しもあります。私が昨夜あの部屋を立ち去るまではこんなものはなかったのです。全巻のーアリ玉尾さんはライターを食卓の上へ投げ転がして、あくびでもするように椅子にめり込んだ。明子さんは宣告を受けた罪人のような顔だった。そして力尽きたように顔を伏せたが、 やがてビリビリ震える顔を上げて。私が殺したなんて嘘ですわ。担当なんて、そんな、私は知りません。よしましょう、犯人だなんて。それは確かに誰かが殺したんでしょうけど、誰だってあいつを殺したい気持ちなら同じように持ち合わせているだけのことさ。 尊敬すべき代表選手に犯人という称号は当たらないや。犯人探しに内輪もめをするよりも、無罪嘆願書の相談でもするのが我々の偽らざる心でしょう私がそう言うと、エビ塚カが、百鬼夜行。当たり前だ。そう呟いて立ち上がった。私は彼と並んでいたから、 私の耳にはそのつぶやきが聞こえた。彼が立ち上がって去ろうとするから。エビズさん調べが済むまで我々が動いちゃいけないでしょう私は勇敢人種じゃないです。患者が詰めかけてきています。恩ぶされて未明から三里も山道を歩いたり、ね、ええ。 殺人なんか遊戯の果てに過ぎんです。百姓どもの命なんて虫けらに毛の生えたようなものでも、虫けらよりは貴重ですから。虫けらどもの人殺されだ。さようなら皆さん。気取りや、打点者、名義先生 ピカイチが後ろ姿へ番声を浴びせたせっかく患者殺しに精を出すんだなあんたの目玉の色は精神病院で見かけたぜ気狂類に脈を取らせて山のやつらはのんきなもんだな駐在の巡査が駆けつけたこの南川雄一郎巡査は 探偵小説は愛読しているが、本物の事件に巡り合ったのが初めてだから。全身、緊張そのものに張り切って、意図物々しく現場の扉にぺったりと封印の紙を貼り付ける。一同に向かって現場を乱さないように心得を厳かに申し渡して本書へ電話で連絡する。大事件が起こったですが、あ、はあ、聞こえとりますか。 東京の流行の分子、もちづき王人氏。流行の人気の分子、流行り分子。分からんかな三文分子の反対じゃよ。えへ、ー、面倒な。本書に文学巡査はおらんですか五。猫の鈴。 県の本所から一行が到着するのに5時間の余りもかかるのであるところが南川雄一郎巡査のうるさいこと一同を食堂へ缶詰にして外へ散歩にも出してくれないおあ、いかん足跡が消える廊下もうろついちゃいかん犯罪はですな毛髪一本 靴から落ちた一粒の砂。いいですかこれが鍵となる。微妙なるものですな皆さんのご協力、数時間のご辛抱によって、犯罪科学の偉大な機能が成果を上げる。一本の通路を決めて、便所へ歩かせてくれるだけである。11時半ごろ、小瀬博士が来た。私は、 その来着を一同に披露して待ちかねていたのであるが、何がさて、五尺そこそこの子男で、まん丸いくりくりした顔。愛嬌の良い二十三子の小僧っ子にしか見えなくて、喧嘩となると素早そうだが、大探偵の面影などはどこにもない。カズマや私が説明するのを、まるで自分が尋問を受けているように、はあ、はあと恐縮して受けたまわっている。 これがその偽造の手紙だが、君の眼力にかかっちゃ真相を見破ることは意図やすいことだろう。とんでもない。僕なんかとてもダメだな。へえ、こっちが宇多川先生の本当の筆跡ですかあは、<laughs> 同じじゃないですか。うめえな。本物と見分けがつかねえもの。大したもんですね。 だから、コセ博士は全然評判が悪い。その代わり、愛嬌があって、くりくり可愛くて、ご婦人に丁寧で、全く凄みがないから、ご婦人連にはおもてで。小瀬さん、いい人いらっしゃるのえあはは、お恥ずかしい次第で、ね。連れてらっしゃればよかったのに、電報で呼んであげなさいな。 人見知りをしますんで。十七の可憐な少女ですから。あらあら。じゃあまだ接吻もなさらないのね。それが一度。なんです。彼女は真っ赤になって。しかし、怒らなかったです。はあ、はあ。それじゃあもう新婚旅行なさってもよろしいわ。早速お呼びしましょうよね。 それが、ここのうちじゃ具合が悪いことがあって、洋食の食べ方を知らないものですから、ナイフとフォークを握ったことがなかったもんで、もっか練習中なんです。雄一郎巡査に缶詰にされているから、小瀬博士を慰み物にして鬱憤を晴らしている。2時半に、余心判事、検事、警官の一行が寛容の自動車で到着。カズマから頼んで、 小瀬博士を警官並みに現状出入を許してもらった警察医の検視が終わり現場からかなり多くの指紋が取れた捜査部長平野豊警部は心眼の眼力いかなる知能の犯行も一目でかんぐり二度三度四度目にギラリと睨む時には見破ってしまう田舎にはもったいない探偵の大親分でかんぐり警部といえば その道では全国的に流し出ている現場をじろりと三にらみ四つにらみしてあれこれと綿密に捜査を命じる出血がないのは特別の理由があるんじゃないですかなすでに死んでいたとかなんとか解剖をしてみなければはっきりは申せませんがこの場合は俗に心臓担保というやつで心臓へ直角に狂器が打ち込まれた時に 稀に内出血だけで終わることがありうるのですしかし解剖の上でなければ何とも断定は申されません解剖のため死体をトラックに積んで県立病院へ送ったハテナこれは何だろう刑事の一人が寝台の下から真中の小さな鈴を拾い上げたこの刑事は新弘介という部長で 県内切手の探偵だ。どんな手口でも嗅ぎ分けて犯人を嗅ぎ出してしまう鋭敏な六感刑事仲間で八丁花といえば一目置かれている敏腕家であった。なんだい、それは。鈴ですがね。見たところ極めて安っぽい品で猫の首っ玉にぶら下げるような鈴である。寝台の下にもっと何かないか おい、読みすぎ。お前、ちびだから潜ってみろ。と、八丁花が兄貴風を吹かせる。読みすぎと呼ばれた刑事は、本名は長畑千冬というのだが、どこでどうして覚えたのか似合わぬ知識がある。ドイツ語などをかじって医学の心得などがあるが、探偵のこととなると決して敏腕とは申されない。 単純な犯罪を複雑回帰に考えすぎ、途方もなく難しく解釈して一人で打ち込んでしまうから、読みすぎというあだ名を取った。今度の事件は東京から来たインテリレンの複雑な犯罪らしいから、案外今度の事件に限って読みすぎに馬が合うかもしれないとカングリ刑事が考えたから、八丁花とコンビに連れてきた。八丁花は八丁先を花で嗅ぎ出す敏腕だが、 寝が慌てものの一人飲み込み。田舎の犯罪には緩和確かだけれども、インテリの計画犯罪には読み方の足らない憂いがあるのであった。読み過ぎはベッドの下へ潜り込もうと四つばいになったが、おやおや、こりゃおかしいよ。ベッドの下に洋服の上着がある。上着を引き出してみると、一箇所に埃がべっとり。 ちょうど雑巾のように何かを拭いた後をとどめている。おやおや、どこを拭いたんだろうこのテーブルの上から、机の上から。そんなところでこれだけのゴミがつくものかい。決まってるじゃないか。上着のあった場所さ。ベッドの下ですか覗いてみろ。あ、う、あ、ん、なるほど。 確かにここを吹き回した跡がありますしかし何だってベッドの下を吹き上がったんだろう血も水も一滴もこぼれた跡はありゃしないのに上着は被害者のものであった現場の綿密な捜査を終わったのが夕方で狂器には指紋がなく枕元の卓上のフラスコとコップからいくつかの指紋が出た 一同の指紋を取って合わせてみると被害者の指紋のほかに玉緒さんの指紋と亜希子さんの指紋がぴったり合う亜希子さんの指紋は明らかにフラスコを握ってコップに注いだものであったフラスコにはごく少量の暗い褐色の液体が残っていた窓は初めから開いていたのかベッドの足のほうの窓は開けっぱなしてありました しかし、犯人はそっちから侵入したものではありませんな。はしごをかけた後も、よじ登った後もありません。と、雄一郎巡査が、無駄に張り番していたわけではない手並みのほどを披露に及ぶ。この辺は蚊がいないのかとんでもない。藪蚊の名所ですよ。そこの違い棚に蚊取り線香をいぶす瀬戸物の容器があるでしょう それぐらいいのことは知っている。しかし中に線香の灰が残っていないから聞いたのだ机の上には50枚ほど書かれた原稿と500枚ほどの原稿紙整頓して手の触れた跡はない部屋をかき回した跡はなかった解剖の結果をもって正式に尋問を始めることにしてこの日駐在所に泊まり込む数名を残して鑑識の一行は引き上げる その時、一行を送って出たカングリ警部が一人に向かって。おい、明日、アタピンをこっちへよこせ。どうも、俺れき,れきのインテリご夫人が、万事どもへと絡んでいるから、こっちは苦手だ。アタピンに限る。これを小耳に挟んだから、私も驚いて。何ですかアタピンというのは。ははは。聞こえましたか 本書の名物婦人探偵ですよ。田舎の警察じゃ役不足の掘り出し者で、飯塚文子と申しますがね。ちょっと小生意気な美人で色っぽくて、なんですな。ちょっとからかいたくなりますところがひどい。うっかりからかっておだてたが最後、付け上がること男という男を鼻息で吹き散らかして尻に敷きまくる魂胆なんで。 本件じゃ前科十般の人殺し屋でも縮み上がるという八丁花がアピンにかかっちゃ鼻息であしらわれてもさその代わり天才的な新顔で何でも頭へピンとくる見たもの聞いたもの頭へピン黙って座れば頭へピンもっとも8割方外れますけれど時々当たる 推理抜きの飛躍型。時々当たればたくさんさ。何でもかんでも頭にピンピン来るのだから、忙しく賑やかな頭でさ。あなた方のインスピレーションがどんな具合のピンスケだか知りませんが、アタピンのピンスケぶりは迅速突入流線形。見事なものですな。 カングリ警部の一行も一緒に夕食のテーブルに着く。八丁花も読みすぎも逆付きを上げる。カングリ警部は甘党だった。こうして打ち解けていただければ我々も光栄ですな。警察というと偏見的にいきなり敵意で迎えられるのが我々の辛いところで、警察は犯人製造会社じゃありませんや。ところで、 せっかくお食事中無遂な話ですが、しかしこういう際には事件の話題を回避するよりも、率直にそれを話題に取り上げて、命名が複雑なく話を交わされる方が気持ちが整理されて互いによろしいのですな。いかがでしょう軽い座談の気分で行ってよろしいところまで気軽に語っていただけませんかこの離れの建物は、 山中に不似合いな洋館ですがこれは鉄筋コンクリですなそうですライト式というやつです建ててから15年くらいになりますか母屋の方は150年くらいになりますすると入り口の鍵などは極めて精巧なものですなこの山奥に鍵をかける家なんてありませんよ 泥棒の恐怖なんて存在しませんから。もっとも夜間の侵入者はあります。余梅と申しましたね。刑事さん、無益な話はよしましょう。犯人は外から来やしませんよ。わかりきった話です。そんな風にいたわられるのは、我々の神経にはからかわれると同じ意味に響くのです。と、私はいささか気を悪くして言った。 何でもズバズバ思う通り言い切ってください文学の仕事がそういうもので私たちはそのやり方に慣れているのだから変に持って回って言われるとこっちはひねくれて返事もする気がなくなりますよいや八代さんあなた方はこの事件についてともかく何か知っていらっしゃるところが我々は全く白紙でこれから知らなければならないのです ですから、あなた方に分かりきったことが我々には分かっていない。そこを教えていただかなければならないのですよ。では、八代さんにお聞きしますが、犯人は外から来やしないとおっしゃる。その訳はなぜでしょうか物取りの仕業でないからですよ。あいつを殺す目的で外から誰かがやってきますかこの家の住人以外に、 望月さんを殺すものがありえないというわけはそんなことは知りませんよただこの家の住人なら大概の連中が望月の息の根を止めたがっていましたよ外から来るまでもないのだからなるほどしかしおせつの内容だけでは外部から犯人が来なかったという理由にはなりませんな廊下の出入り口から入って階段を上る 登ったところにあるのが望月さんの部屋だから、まずそこへ入ってみる。目を覚ましたので殺す。凶器の担当は談話室の棚に飾られていたのだから、犯人は内部の事情に通じたものでしょうな。初めから殺意があって、そこから持ち出したのでしょう。なるほど。しかし、それも必ずそうだと断定しうる性質のものじゃありません。 担当はその日もそこに飾られていましたか誰も返事をするものがなかった。飾られてあったはずです、とカズマが答えた。昨夜も皆さんはこうして食卓についておられた。それから、それから、いつもでしたら食事の後はみんなバラバラになるのですが、ゆうべはヤシロたち新客が到着したので、隣の広間で、 遅くまで飲んだり話したり踊ったりしていましたが。いいさん、よして警部さんは何が知りたいのいつ、誰が殺したか、それだけでしょ私が教えてあげますわ。ジンさんと私は、一足先に王人さんの寝室へ引き上げました。何時頃だか覚えていません。私が王人さんの部屋を去るとき、 王ンさんはもう眠っていました。そしてその時はデスクの上にこのライターも口紅のついた吸い殻もなかったのです。私はタバコを吸いませんから。私は伝統を消して部屋を出ました。そこから先はこのライターの持ち主、宇津木明子先生が話してくださる番ですわ。宇津木先生どうぞ。 アキコさんはすでに覚悟していたようだ私が欧仁さんのお部屋へ行きましたのは1時頃ですときっぱり言った欧仁さんは眠っていましたいびきをかいていらしたから間違いはありません揺り動かしても目を覚ます気配がありませんので椅子にかけてたばこを1本吸ったのですその時 プラスコの飲み物を召し上がりましたかええ飲みましたいくらも残っていなかったのですあの飲み物は何ですか玄の証拠王仁さんは丈夫そうで胃が悪いのですお茶の代わりに毎日ガブガブ玄の証拠を召し上がる習慣でした失礼ですが あなたはちょっとよその部屋へ行かれるにもライターを持ってお出かけですかいつもそうとは限りませんでも王ンさんはタバコを召し上がらないのです私も昨夜はライターを持たずに出かけたのですするとドアに鍵がかかっていたのですそれで一度は戻ったのですが考えてみるとおかしいのですわ王ンさんの鍵は 偶然私がお預かりしていることに気づいたのです。探してみるとありました。で、ついでにライターとタバコを持って、思い切って出直したのです。嘘おっしゃい私は鍵なんかかけてきやしなかったわと、玉尾さんが叫んだ。でも、鍵がかかっていたのですもの。ほほう。 それは奇妙ですな。そして、その鍵はどうしましたかまた私が持って戻りました。お部屋に鍵をかけて。私はわざとライターを置き残してきたのです。王人さんが目を覚まして、私の訪れに気がつくように。そして、誰かが鍵をかけたことにも気がつくように。 私も来た。しかし、私の他に鍵をかけえるどなたかも来た。そのどなたかはジ人さんだけがご存知でしょう私のダンヒルは、その抗議を語るために置き残されてきたのでした。嘘です大嘘私が今朝王人さんの死体を発見した時、ドアの鍵はかかっていません 現に鍵を持たない私があの部屋へ入って死体を発見したではありませんかはてさて、ややこしくなりましたな。一体このうちは、おのおのの部屋の鍵が共通ですかいえ、おのおの違っています。しかし、うちからも外からも一つで間に合う鍵なんです。すると、もちさんの鍵は宇津木さんが持っていらっしゃる。 その他にあの部屋の鍵をかけたり外したりできるのはどなたでしょう同じ鍵を持っている方はそうですね。三つずつ同じ鍵を作らせたのです。一つは皆さんにお渡ししてありますし、一つはまとめて隣の広間のデスクの引き出しに放り込んであるはずです。もう一束は、確か金庫にあるはずです。 その引き出しを。おい、八丁原。一つ、君、確かめてきたまえ。カズマと八丁原は、確かめに去ったが、引き出しの鍵は、一束全部、紛失していた。広間のデスクの引き出しに、歌川家のネーム入りの要線や、封筒原稿紙など入れてあり、来客一同、必要に応じて、勝手に取り出す仕組みになっていたのである。どなたか、 引き出しの鍵玉を見た記憶はありませんか僕は見たよ。と、セムしの内き明があっさり言った。いつですかそうだな。僕は原稿紙を持たずに来たから、原稿紙があるというから引っかき回したんだけど、要線と封筒ばかりで原稿紙がなかなか見つからなくってね。 来て間もなくだから、もう一ヶ月以上昔の話さ。何月何日だかわかりゃしないよ。もちさんの部屋と隣室の間にドアがありますが、あのドアの鍵は部屋の間のドアは鍵をかけたままで、その鍵はお客様方にはお渡ししてありません。しかし、盗まれた鍵玉の中には、 その鍵ももちろんありました。あの隣室はどなたでしたかと、カングリ警部は各人の部屋の位置を記してもらった図面を広げて。ああ、丹後弓彦さん。作品はかねて雑誌で配読いたしております。昨夜は何か隣室に変わったものをとお聞きになりませんでしたか 毎晩変わったもの音ばかり聞かされていますから、いちいち気にかけちゃいられませんさ。王人が死んで、今晩から安眠できるだろうな。愛欲の音と殺人の音と、一体どこに区別がありますか食事が終わって、どやどや隣の広間へ流れていく波の中で、八丁花が出し抜けに綾香さんに呼びかけた。もしもし、奥さん。 失礼ですが、そのスリッパはああ、なんでしょう。このパントフルパントああ、なるほど。スリッパじゃない。お靴ですな。そのお靴はいつも履いていらっしゃいますか随分悪趣味だとおっしゃるのでしょう。皆さんにからかわれるのよ。でも、こんなおもちゃみたいな華やかなのが好きなんですもの。 他に7足ほど似たような悪趣味な部屋靴があるわ。その日の気分であれを履いたりこれを履いたり。みんな鈴がついているのですか鈴のついているのはこれだけ。昨日もそれをお履きでしたか昨日昨日ね。そう、昨日も履きました。でも他のも履きましたわ。 なぜですの鈴が一つ取れていますがいつなくなったか覚えていらっしゃいませんかそうこの鈴が一つねけさ履く時に気がついたのよ飛んだりかけたりつまずいたり私はちょこちょこしてるからでもこのパンタフクルは私は特別に好きなのよかわいいのよねえそうでしょ そう思うでしょはあ、いや、まったく。我々はどうも、我々の街じゃ見かけたことがないもんで。警官たちが引き上げた後で、我々はまた酒を飲んだ。あまり酒好きでない木兵衛が深酒をして押し黙っていたが、宇津木明子も飲めないビールを時々一息に飲み干していた。僕たちは、 ここへ来る以前からすでに夫婦ではなかったようなものだが。と、木兵衛は低い声で言い出した。不慣れな深酒で、青ざめ、目が気ぐるいじみている。しかし、弱気の彼は、秋子さんを見ることができず、あべこべの方角に視線を向けて。しかし、ともかく同じ屋根の下で、 他の男と戯れるこれは品性の問題じゃないか。歌川と別れて僕と一緒になった。それを僕は引け目に覚えていなかったのに、今になってそれが恥ずかしくなった。あれにかかると我々自身が犬になるんだ。犬の恥辱を感じるのだ。 ところが、ご当人は全然人間のつもりだから笑わせるよ。明子さんは黙っていた。するとピカイチが口を出して。今時、ハムレットモドキのセリフ回しは予想うじゃないか。ここでできて、ここで別れりゃ因果的面、守備一貫してな。おめでたい話じゃないか。 黙れ、ブライカン貴様は貴様の友達にだけ話しかけろここには貴様の友達はおらん何がブライカンだ昔の女房を犬呼ばわり、紳士面が呆れな。もともと俺は男友達は嫌いの達だよ。宇津木さんはさすがだな。 女を犬呼ばわりのハブレットはないからな。女を犬と呼ぶからには、ライオンぐらいの精神力を持つがいいや。思想と生活のとんちんンなこんなやつが、外国文学の紹介なんかしているから、日本はいつまでも田舎なんだよ。ねえ、宇津木さん、そうでしょう 我々はお友達になりませんか。第一、こんな奴と一緒に暮らしてたんじゃ、いつまでたっても本当の男を描くことができませんよ。我々は本日をもって、我々の記念日たらしめようではありませんか。あなたの、おいくつ目の記念日それはあなた。カトリックの暦を食ってごらんなさい。 記念日ならざる日はなしですよ。我々もまた天主教に習って365日すべて記念日垂らしめなければならぬ。ピカイチは遠慮なく立ち上がってアキコさんの手を取ったが、アキコさんは知り添いて。あなたもお人の悪い方。殺人事件の犯人容疑者をからかうなんて。あれ 古風なことを言うお方だな。王人追悼に我々の切符を捧げるとは、神聖にして純粋なる志というものでさ。生々ルテンは人生の真相だから、恋人の殺された当日から生々ルテン。これでなくちゃ。私は、今夜は頭痛がするわ。 子さんは振り向いて立ち去ろうとするピカイチが後を追おうとするといくつかのゴルフボールが飛んできて頭へ一つ続いて一つ肩へ当たったゴルフボールはさっきから綾香夫人がお手玉にして遊んでいたのだからピカイチが振り向くと綾香さんはそしらぬふり椅子に持たれてあらぬ方を見ているこんな野郎 ピカイチはアヤカさんに飛びかかり、首を絞めて椅子ごと押し倒すところであったが、私が立ち上がる。の時に瞳コロクがビールの空き瓶を持って立ち上がった。私がピカイチを突き飛ばす。瞳コロクの剣幕がものすごい。彼は昔は左翼の闘志で喧嘩名人の噂の高い男だ。私はしかし、さらにそれ以上に安心なのはコセ博士がいるからで、 彼は学生時代からよたものの十人ぐらいを相手に、たった一人で血の雨を降らして引けを取らない裏町の顔役でもあったのである。博士は我々の喧嘩の方は目もくれずニヤニヤ酒を楽しんでいるが、いざとなれば火星に来ると思っているから私も大いに気が強いのである。チッ、ないと盛り上がる。 ヨーロッパ並みに決闘を申し込むなら一人ずつ相手になってやる固まらなきゃ何もできやしねえだろうバカめピカイチはテーブルの上のビールを2本線を分けて1本ずつ両手につかんでラッパ飲みしながら庭の方へ出て行った一度のす必要がありますなぐるりと囲んで鉄拳制裁はいかがですか 神山東洋が言った。彼ら夫妻は大概使用人のたまりへ遊びにそっちでは喋りまくっているそうだが、我々の一座へ混じるとほとんど口を出すことがなかった。君は腕っぷしが強そうだな。ギャングが商売じゃないのと、セムシ詩人。遠慮のない直感をあっさり述べる。しかし彼は常にニコニコ悪意がないから、 誰も腹を立てないのである。恐れ入りましたなそんなふうに見えますかこれで実は気も弱く腕っぷしも全然見かけ倒しなんですよ僕みたいにご婦人のために鉄拳を振るう実力がなくちゃ恋愛の資格もないのだろうな時代はますます霊人のために鉄拳の用意が必要らしいや 土大木嶺。フランスにもセムシの剣格というのはないかい内海さんは私のために刺繍を作ってくださるのよ。心をやめる主婦のために、という題なんですってさ。いいでしょううんと私を賛美するのよ。そうすれば鉄拳の必要はいらないのですもの。からかわれたことがないのですから。その代わり。 私も陽気なセムしを賛美霊賛してあげるわね。と、ちぐさんが言った。私はどうもこの醜いお嬢さんが好きになれない。心がひねくれているのである。率直正直のようで、実は言っていることがみんなあべこべで、自分のことを主婦というが、内々はうぬぼれがあり、自ら娼婦と称するだけ、卑屈にひねくれているのである。 心痛めるだだけ余計だよ僕のはただ、主婦のために歌えるというのさ。あら、柄になく打たれるわね二人の時はいろんなことをおっしゃるくせに。主婦が武男を口説いちゃダメだよ。主婦は美男のために人知れず胸を焦がし、武男は美女のために問詞するのが値打ちなんだよ。 僕に比べりゃ、白のなんぞはブオトのうちじゃないのだからな。しも僕よりはうまそうだ。僕には取りえがないなぁ。内海は両手で頭を抱えた。彼の指は細く長く、伏しくれていた。両手で頭を抱えると、両手の中に顔全体が収まるくらい彼の顔は小さかった。 セムシシ人は立ち上がった。どれ僕は引き上げて、今夜は死でも作るかな。執筆のために。待ちなさい。ちょっと散歩しましょうよ。いや嫌じゃないでしょ決して希望はしていないね。こっちの庭はダメ。ピカイチさんがどこかでビールをラッパ飲みしているはずだから。 こっちの方からブナの森へ出ましょうよ。と、ちぐささんは戸棚の引き出しから懐中電灯を取り出して、高飛車にセムしシジンを促して食堂の出入り口から外へ消えた。いいやらしい。玉尾さんが吐き捨てるように呟いた。なかなか可憐じゃないですか。と、神山東洋。彼でなければ、 不快な意味が目に見えているこんな時に言葉を差し挟むものはない。あれが可憐というの可憐とはどういう意味のことなのよちぐささんは美人並みに男を操ってみたいのよ。セムシ詩人なら操れるというつもりでしょあれで女王のつもりなのだから、なんて真っ北だらしい。孔雀の羽をつけたカラスだってまだましだわね。 女という人種は意地の悪い観察にかけては天才なのである。美しいものよりも汚らしいものの方がはるかにはっきり目につくものらしい。玉尾さんは戦国から相当酒を飲んでいる。それも今日は不機嫌に押し黙ってぐいぐい煽っていたから相当目つきも変わっていた。今日はうんと飲んでやるわ。もうよしなさいな、ね、玉尾さん。 あとで吐いたり苦しむから。と綾香さんが言う。胡蝶さんも口を添えて。本当よ、玉尾さん。そんなに飲んじゃ毒だわ。もうよしなさいね。ええ、でもよ。もうちょっとだけ飲まして。だって私ね。こう黙って飲んでいるとね。幻が見えてくるのよ。 王人さんが殺されている幻が、はっきりとよ。一人の女の人が担当を振り下ろすときの表情まで、実にありありと見えるのよ。確かに鬼の顔よ。焼き餅の鬼の顔。よしましょう、そんな話。今日はもう休みましょう。え ごめんなさいごめ珠緒さ,さんは綾香さんの手を取ってやがてしくしく泣き出したこの兄嫁と珠緒さんは気持ちがしっくりいくらしいが明子さんが兄嫁の頃はことごとに衝突その頃から権限の中であった泣き出した珠緒さんを抱くようにして綾香さんが連れ去る10分ほどして戻ってくると追っかけて女中がやってきて 奥様お嬢様がゲロを吐いて苦しみなすっていますが、エビズカ様に。エビズカがムッと顔を上げて。バガな。酔っ払いの解放に医学者が応診するなんて女王様だったありゃせん。下がれ。すごい剣幕だった。コトジさんに願いなさい。はい。 コトというのは看護婦の名だ。30分ほどして再び女中が来て、お嬢様はすやすやお休みになりましたと報告した。その時10時5分。そこへピカイチが戻ってきたから、それをきっかけにさあ寝ようぜとみんな立ち上がる。なんだい。俺が来たからって逃げなくともよがろう。わあ行った行った。 俺は静かに一人で傾ける。おあつらえむきだな。それを聞き捨てて私たちはおのおのの部屋へ引き上げたが、すると瀬戸物だか酒瓶だか荒々しく割れる音がする。扉を開けて下の気配を伺うと、彩香さんが血層を変えて逃げてきた。どうしたのですかええ、あいつ。 私が後片付けしていたら、いきなり立ち止まって、ふらふらして、気を取り直して自分の部屋へスタスタ廊下を走って行った。その時、部屋靴の鈴の音が耳についた。私は八丁花刑事の言葉を思い出して、なんとなく不安になった。私は小瀬博士の部屋を叩いた。どうだい目星はついたかい 買いかぶっちゃいけませんよ。ホームズ先生じゃあるまいし。全然ゴリ夢中ですよ。僕は第一、ここのちは犯罪よりもエロチシズムの刺激の方が強すぎますよ。こっちの刺激と争う方が精一杯でして、東京のあの子の面影を思い出しては気絶を食い止めているようなものでさ。ところで、もしや王人の殺された現場に、 彩香夫人のパントクフルの鈴が一つ落ちてたんじゃないかお察しの通り、ベッドの下に。やれやれ、何たることだ。彩香さんが第一刀の容疑者か。まさか、猫だって鈴をぶら下げてネズミを取りに行きませんよ。ところで、この図面ですが、皆様方のお部屋の配置、これは誰の意思ですか 宇津美さんだけ海下にいるのは。さてね。それは僕にはわからない。カズマに聞いてみようじゃないか。私たちはカズマの部屋へ行った。彩花夫人が着替えをしているというので、ちょっと外で待たされた。さあ、どうぞ。彩花は昨夜から僕のところへ泊まり込みさ。土井孝一が現れ、おぞけを振るっているわけさ。 だって普通じゃないのですもの。誰かが何か企んでいるのがはっきりしているのですもの。今日の事件も企みの一部としたら、一体お母様の命日に何が起こるのでしょうか。誰かが鍵を持ってるなんて。ねえ、あなたドアを紐で祝えて。い,いえ、針金でなきゃ。それほど神経質になることはないよ。 小瀬くんも来てくれたことだから、犯人の寿命も長くはなかろうよ。小瀬博士が客人の部屋の配置について誰の意思が働いたか知りたいそうだが、内海だけが海下にいるわけは内海の場合は内海の意思でね、階段の上下が疲れるからというのだよ。それに便所もすぐ近いから。その他の方々は別に特にどうということもなく、 僕が当てずっぽうに決めたようなものだが土井光一だけ同じ2階に止めるのは嫌だと綾香が言うから2階にまだ空き室もあるけれど下の2本前部屋をあてがったというわけさ私たち、お客様のない時でしたらこの洋館は使わないのよ母屋の裏屋敷 たまさんが寝室に使ってらっしゃるお部屋の2階にあたる、玉まさんが寝室に使ってらっしゃるお部屋の2階にあたる三間が私たちのお部屋なんです。神山東洋という方は、オタクと利害関係がありますかカズマはしばらくためらっていたが語りでした。神山は以前父の秘書だったが、その後秘書を辞めてからも出入りを続けているのだけれども、 父が弱みを握られていて、多分、揺すられているのじゃないかと想像できるだけ。父に聞いても、深い事情は聞かせてくれないから知らないのです。昨年死んだ母が、神山を毛虫のように嫌がっていました。嫌い方が尋常一様のものじゃないので、もしや母についての秘密じゃないかと思ったこともあったけれど、みんな僕の想像で。ともかく僕の親父は、 相当に策略的な政治生活をやっていたから、ゆすりの種は相当あるのが当然で、子供の僕がそれを立って聞き出すわけにもいかないから、聞いてみたこともなかったのです。時々やってくるのですか年に4、5回は来るでしょう。昔父の妾だった今の彩君、昔は新橋の芸者でしたかね。いつもそれを連れて堂々とやってきて、 我が家同然数日止まっていくのですよそういえば昨年母が亡くなる23日前にもやってきて偶然臨終にぶつかったのですが死ぬ前の日病床の母と人を遠ざけて言い争っていたということも聞いておりますだからゆすりの種は父だけじゃなしに母を通して父そんな風なこともあるのじゃないかと想像したこともあるのですが これも単に僕だけの想像なんです。私は、綾香夫人のパジャマがあんまり華麗なのであっけに取られていた。それは最も手の込んだ衣装の一つで、品服に西洋風な加工を施したような、そして色彩の組み合わせに微妙な技巧が施されていた。奥さんは寝巻きの方が晴れ着じゃありませんかと、私が一つ冷やかしてみると、カズマが苦笑して、 こんな晴れ着みたいな寝巻きばかり十四五着はあるだろう。来年の今頃は何十着になることやら。同じ寝巻きを二晩続けて着るのが残念だというので、今もブツブツ土井孝一を呪いながら着替えていたところなんだよ。この部屋には自分の着物が置いていないから、朝昼晩、決まって着物を着替える。髪の形を変える。首飾りを付け替える。 根気の良いのに驚くばかりだよ綾香さんはかすかに笑っているばかりで返事をしなかったどのような表現によって話題にされても要するにごく愛せられていることを確信しているのだろうこの人の愛情はどんなに可愛いいだろうかそれは全く夜のために生まれた女のようなものだ綾香さんは殺人犯人を恐れているが しかし実際はそんなことは差したることではないはずなのだ。ただ可愛く美しく、先天的にそれだけしか思い巡らす本能がないようなものだ。私が自室へ戻ると、恭子がいくらかむっとした顔つきで、今旦那様の駒遣いの方が来て、明日朝食の後で二人に来てくださいって。出向いて行きたいけれど、 お体がいいけないんですって。楽しい知らせじゃない歌川多門は風邪をひいたところへビールを飲みすぎておなかを壊してちょうど私たちが来た日の朝から寝ていたのである毎日ただ村のごうちを迎えてこう打ったり退屈しているから洋館の晩餐には時々出席していたそうであるが私たちはまだその顔を見ないので多門の病気が いっそ我々の滞在中続いてくれればいいがなどと内々願っていたほどであった下江さんって駒使いの方はとてもかわいい子よ18ですってことじさんとうまくいってるのかしらもうよしてくれ人間どものつながりの話はもうたくさんだ私もいささか酒が過ぎて疲れていた そして、すぐ眠ってしまった。6、第二の犯罪。翌朝、警官の一行は六時前にやってきて、すでに何かやっていた。昨夜から進行へかけて、直ちに解剖が行われたよしであるが、その結果、新たな事実が現れたらしく、 鑑識の一行が未明の街道を全速で馳せて到着していたのである。王人の遺骨を受け取りに、王人の弟子と関係の出版会社の社長だか社員だかが、例の容疑者で昼頃来るはずになっていた。王人の死体は解剖後の始末をつけて、これも昼頃到着のはずで、早速旅に伏して、今夜は遺骨でお通夜をする手はずになっている。 我々が朝食を終えると、待っていた警官の一行が食堂へ現れた。カングリ警部が陰銀に一礼して、早朝からお耳を汚すのは不本意ですが、解剖の結果意外な事実が現れましたので、ざっくばらんに申し上げて、同時に皆様からもご助言を仰ぎたく存じます。もちさんは担当によって刺される前に、 かなり多量の催眠薬を服用されておりました。しかし我々の調べましたところでは、もちさんの所持品からは催眠薬は現れませず。また調査の結果、多分他の難人かによって飲ましめられたということがほぼ明らかとなっております。ああ。秋子さんが小さな叫びをあげた。睡眠薬は、 もし発見の証拠の中に。そうです。何かお心当たりがありますか昨日の朝、変に眠くて頭が重くて、変に思っていましたから。それにそれに何でしょうアキコさんはちらっと一座を見回したが、玉尾さんも、 眠いとか頭が重いとかおっしゃっていらしたようですから多分玉尾さんもお飲みでしょうとふっと今ただそんな風に頭がひらめいただけですけど玉尾さんだけがまだ食堂に現れていなかった深酒のせいで破棄苦しんで朝の食事は見るのも嫌にそういなかった玄の証拠は誰が煎じる習慣でしたが、 王ンさんは玉尾さんがご招待したお客様ですから玉尾さんがご自分でおやりになるか女中に命じて作らせるかいずれかでしたけれど先月の終わりから坪兵さんがお客様方専門のコックに来て万事やってくださるようになってからは時々坪兵の女将さんも煎じていたようでした朝と晩二度煎じる習慣でしたの王神さんは お茶もお水も一切召し上がらず、アルコール以外の液体は玄の証拠一点張りなんですから。あやかさんがこう説明するのを引き取って、ちぐささんが。夕べ、じゃなかった、おとといの夕方か。玄の証拠を煎じたのは玉尾さんおじきじきね。私もお料理のお手伝いをしていたのよ。コンロが足りなくなったから、 つぼへいのおかみさんがたまおさんのところへ、げんの証拠をおろしていいか聞きに行ったのです。あの方は、ご自分でやってることに人が勝手に手を入れると、ご機嫌すこぶる斜めだから、いちいちお許しを受けに出かけなければならないのよ。すると、たまおさんがおかみさんと一緒に来て、火からおろして、冷やした後でフラスコへ移したのです。あの時、あやかさまもいらしたわね。 ええ、うん、肉パイをこしらえて私のただ一つのご自慢だから次はうなぎの皮焼きねいやどうも我々下々にはお話を承っているだけでよだれの始末に苦しみますとカングリ警部は柄にもなくわざと下品な笑い方をしてみせたお嬢様方お二人奥様坪平さんご夫婦 五人の他に薬を煎じている間に調理場へどなたか見えた方がありましたか。もういちいち記憶していないわ。だって調理場はあれで殿方がとても往復なさるのよ。内海さんは毎日ね、雪で足を冷やすのよ。変な人。冷たい水は丹後さん。調理場は冷たい清水が流れているから。 ひとみさんと王人さんはビールを取りにいらっしゃるし、かずま兄様まで何かかにかで時々いらっしゃるわね。あの日は、あの日はうつぎさんもいらしたわ。ええ、ずっといたのよ。あの日はおそばを売ったでしょ。う。それを見学して、それからなんやかやお手伝いして、私は、 玉尾さんが玄の祥子をコンロからおろしていらしたときも居合わせましたわ。で、玄の証拠はずっと調理場にあったのですね。玉尾さんが清水の落ち口で冷やして、フラスコへ移して王人さんのお部屋へ持ってらしたのよ。玉尾さん以外はどなたも触る余地がなかったはずですわ。ちぐささんは断言して賛成を求めるように見回した。 すると、玄の証拠を袋から夜間へ入れてコンロにかけたのも、煎じた後でコンロからおろしてフラスコへ詰め替えて持ち去ったのも、玉尾さんですね。ええ、その通り。と、ちぐささんは取りすましていった。一体、王人は睡眠薬で死んだのですかと私が聞いた。いいえ。 睡眠薬で眠らせて担当で刺したのでしょう原の証拠に投入された睡眠薬をまとめて人飲みにすると血使ぐらいになるでしょうが宇津木さんも飲まれたしお嬢さんも飲まれたらしいようですから望月さんの飲んだのは全体の3分の2ぐらいそれによって死ぬという分量ではありませんでした睡眠薬で殺せばいいのにどうして二重の手間をかけたんでしょうね そこに何か意味があるのじゃありませんかそれに、警部さんは催眠薬で眠らせて刺したとおっしゃるけれども、眠らせたのと刺したのが別人の仕業でないとは言えないでしょうそれとも、同一人の仕業だという証拠が上がっているんですかごもっともな疑問です。同一人の仕業かどうか。なぜ睡眠薬で殺さなかったか。 我々にとっても不明であります。ただ分かっているのは、望月さんは何人かによって睡眠薬を投入された玄の証拠を飲まされたことと、睡眠中に刺し殺されたということと、この二つの事実だけ。そして、もしもこの二つが同一人の仕業なら、犯人は睡眠薬の治療を知らなかったか。知っていたとすれば、 睡眠薬は殺す目的でなしに眠らせる目的に用いたらしいということ。殺す目的にしては分量がやや少なすぎるという事実です。ちょっとしたいたずらじゃないのかな。あの人ならそれぐらいのいたずらはやりかねないよ。浮気封じにこんこんと眠らせてやろう点で、ちょいとフラスコへいたずらする。 面白そうなことだからな。と、セムシシジンがニヤニヤしながら言う。警部はちょっと考えていたが、そうですね。あるいはそんな軽い意味のいたずらかもしれません。しかし睡眠薬はフラスコへ投入されたものではなく、戦時つつある夜間の中に投入せられたもので、それは、 今朝吐きだめに残っていた千字かすの葉っぱを調べた結果明らかとなりました。あの日の調理場はおそばを打つやら賑やかでしたから。とあきこさんが言いかけると千草さんが引き取って。そうよ。大変な騒ぎだったわ。だけど、玄野祥子の電気コンロは扉に近い隅のところですし、私たちが騒いでいたのは窓のところで、 離れているのですもの。あっちの隅には用がないから誰も近づきやしませんわ。あっちの方には、あやか様が肉パイをこしらえていらしただけ。玄の証拠の香りがお嫌いだから、ぶつぶつこぼしていらしたわね。うん。私、公約だの、先人薬だの、古風なものは大嫌い。嫌な匂い。真っ向臭いんですもの。 あの日じゃないの窓の外でピカイチさんが大蛇を捕まえたのは。大蛇。一軒くらいの青大将に過ぎないのよ。鶏飲んでる。腹を割いて晩飯のおかずを出してやるから包丁を持ってこい。なんて。うつぎさんたら物好きね。あんなもの見にいらっしゃるのだもの。私は蛇嫌い。見るのも嫌だというのに。 私は、ヘビ怖いけれど、怖いもの見たさ。引きつけられるのよ。坪平さんたちも飛び出していったわ。親父さんなんか窓から飛び降りて。玉尾さんは、ヘビを平気で掴んでぶら下げるね。と、セムシシじんが言うと、ちぐささんはご機嫌斜めの顔で。そうそんなんが好きなの。 トランク一つぶら下げる力もないセムシさんが。私たち蛇なんか見るのも嫌よ。ねえ、親子様。私たち二人はピカイチさんなんか振り向きもしなかったわ。スサノオノミコトみたいな、そんな嫌らしい。スサノオノミコトか。なるほどね。奥さんはま照らす大御神かもしれないけど、ちぐささんは何だろう。 おかめのひょっとこよ。千草さんは真剣に怒ってしまったから白の二世も降参してピカイチさんあんたはやたらに出しゃばってしゃべりたがるくせにこんな時にはしゃべってくれないのかなスサノオノミコトとなると下界のやつらと話がしたくなくなるわけかな俺は美人以外に話しかけないという戒律を守る。 行い正しい紳士だからさ。その時、誰かが扉を開けた。扉の開くにつれて、一人の若い女がひょろひょろと現れた。八重という女中である。扉に捕まって人々の方を見たと思うと、へたへたと座ってしまった。何のために座ったのかと思ったが、 実は腰が抜けたのだということが後になって分かったのである。お嬢、お嬢様が、お嬢様が。声が続かなかった。え何何殺されて。カングリ警部は私たちに向かって。皆さん。 しばらくここから大動きのないように。駐在の雄一郎巡査を見張りに残して現場へ去る。小瀬博士と一馬だけが一緒に行くことを許された。45分ほど経て、小瀬博士が一人戻ってきたから。玉尾さんが死んだえええ。殺されています。毒殺か さあまた睡眠薬でも飲まされているのだかそれはわかりませんけれど電気コードで首を絞め殺されております、はああ女の二、三名が同時にため息を漏らした校長さん綾香さん秋子さんも多分自殺じゃないの小瀬さん覚悟の自殺と 千草さんが聞いたそうですね一見考殺と見えるような自殺があるものですねしかし玉雄さんの場合はどうやら他殺は疑いの余地がないようです酔っ払って熟睡しているところを難なく殺されたもののようです何か犯人の手がかりはと私は早速聞いてみたが 何一つ手がかりはありませんよ。ただ、例によって、諸取りの仕業じゃありません。一座は深い沈黙に落ちた。どうも変ねえ。じゃあ、一体。ちぐささんがいぶかしそうにくちばしって、何か考え込んでしまった。なな。 探偵小説郷の老生客玉緒さんの首にアイロン用のコードが二重に巻きつけられていたがこれはその寝室の棚に置かれていたものであった凶行は大体いい12時から2時までぐらいの時間だろうということだが泥酔して熟睡中をやられたから全然抵抗の跡はない膀胱の形跡もなく 胸から下にも布団がきちんとかかっていて乱れがなく蚊帳もつられたままでありただ女中の証言によると枕元のあん型の朱塗りのスタンドをつけたまま眠ったはずだがその伝統が消えていたということだった部屋をかき回したあとは見られなかったただたった一つだけ変わったことがあった玉尾さんは泥酔のあまり吐いて苦しんだから 枕元には新聞紙を敷いた洗面器と盆の上にやかんとコップの水にモルヒネの粉末が投げ込まれていた盆の上に少しばかり白い粉末がこぼれていたコップを取り上げて透かしてみるとかすかに白い沈殿が見られるこれを発見したのは八丁花で昨夜解放したという女中富岡八重という 26の丸ぽ茶のちょっとかわいい田舎娘であるがこれを呼んでこのコップは塩水かねはあいいえ真水でございます女中の話によると玉尾さんが吐き気を催したからまず洗面器を持って駆けつけてそれからやかんに塩水を作って持っていくと一度うがいの後で 塩水は嫌だから真水に取り替えてきてと言ったそこでやかんとコップを持ち帰って真水を満たしてきたがその時バケツと雑巾を持ってきて汚れたところをきれいに拭いた女中が広間へ海老塚医師を呼びに来て怒鳴りつけられて引き下がったのはこの時で仕方がないから諸い看護師に来てもらった玉夫さんはいくらか吐き気が収まってきたが 洗面器がお物でいっぱいだから、取り替えて差し上げなさい。脆い看護婦がこう言ったので、女中は新しい洗面器に新聞紙を敷いて持ってきて、お物の溢れた洗面器は持ち去って洗い流した。それからあとはもうほとんどはかなかったから、この洗面器には少量の遺液が履き残されているだけであった。お嬢さんは真水でうがいしたかね そう。女中は呆然として、うろうろし、また泣き出しそうになるばかりである。この白い粉は、あんたが盆を運んできた時からあったかね女中は、ますます泣き出しそうになった。血の巡りの悪い娘なのだろう。おろおろして顔をわからめて、あったかなかったかわからないという。考えだし、 水槽を新たにする頭の働きもないような頼りない様子であった。しかし、ふと顔を上げて。私の立ち去るとき、コップの水は八分目通りありましたが。という。事実、コップの水は八分目通りあった。このコップの水と夜間を本所へ送って、モルヒナの検出が報告されたのは翌日のことであった。 脆い看護婦の話ではただ背中をさすったぐらいなもので酒の上の吐き気にすぎないから一切薬は与えておらず特別の手当は何一つ施さなかったというそして解剖の結果は胃の中にもモルヒネはなかったし吐いた汚物にもモルヒネはなかった王人が殺された時には私のごときはただいい君だと思ったばかり 死体を眺めても流因が下がるばかりでこいつ本当に死んでるのかな騙されてるんじゃなかろうかなそんな心配まで浮かんでくるようなありさまだった私ばかりの話じゃなかろう王人の消えてなくなることはまずもって大方の希望であったに相違ない私と王人は作風が全然違っているから 私を悪く評する者は王人を褒める。王人に点の辛い評価は私に高く採点する。という具合に、こういう立場の作家同士は、徒当的な対立意識はあっても、本当の嫉妬というものは少ないのである。作風が食い違っているから、本当の敗北意識というものがないのだ。そこへ行くと、 丹後弓彦と王人はどちらも腕力型の歳出で、人間を扱う角度や発想の角度が同型であるから、こういう場合には抜き差しならぬ勝敗感があるもので、王人の野生奔放な歳出に圧倒されがちな丹後には痛烈な嫉妬があったに相違いない。作家の嫉妬は他人の名声流行などには案外淡白で、もっと本質的な、 抜き差しならぬ才能に絡みついた問題だから苦しいものだ玉尾さんはそういうことを知っていたタンゴも王人も玉尾さんが好きだったが玉尾さんはあくどい人だから才能で負けているタンゴをさらに自分の問題でも苦しめて遊ぶそんなふうな嫌な感じのところがあったタンゴは表面冷静な木取り屋おすまし屋さんだから 内々の苦しみをチクチクいじめてやる。玉尾さんにはそういう人の悪い思い上がったところがあった。私は王人の消滅には祝杯をあげたい気持ちで、犯罪とか犯人などということには全く無頓着、念頭にもなかったが、玉尾さんが殺されてみると、私は初めて犯罪ということを必死と考えさせられ、例の数ズの手紙のこと、 招かれざる客たちのこと、それからそれへと考えざるを得なかった。この山中では夜は特別冷えるから、真夏でも雨戸を閉ざすのは当然で、玉尾さんの寝室の廊下の雨戸も閉ざされており、缶抜きもかかっていたが、しかし、例の田舎の習慣で、戸口の締まりはいつもゾロッペイなのである。玉尾さんの寝室は、 私たちの住む洋館からも母屋からも人に知られず忍び込むことは容易で。その上、ここの庭には滝が二つある。一つは一畳くらいだけれども、一つは三段に分かれて合わせて六十尺ぐらいの被爆をなしており、深夜になると滝の音でピストルの音でもわからぬぐらい。別して母屋のこの辺は滝のすぐ下だから音が立ち込めている。 私たちの洋館では南面の部屋はさほどではないが北面の私の部屋などはいささか音に悩むことも多いのである我々文史は一種の精神分析派で思い詰めればどいつこいつの区別なく犯罪者に見えないものはなくなるというちだからあれからこれへと犯罪について考えても拉致の湧くものではない朝食が済んだら遊びに来てくれという 歌川多門郎からの話も、この騒ぎではどうしたものか。ちょうど幸い行かずに済ませるつもりにしていると、また下江さんがやってきて、ご都合よろしかったらお越しくださいませ、という。下江さん、飛んだことになりましたね。ええ。下江さんは、 あどけない輪郭の美しく整った顔をあげて私を見た。その目は利口で、よく住んで、静かで、正しく美しいものだけをいつも見つめ考えているような目であった。この可愛いあどけない娘が本当に多聞老人の目かけなのだろうか。私は信じられなかった。この体は、 まだ娘の体である。歌川さんはびっくり取り乱していられやしませんか？いいえ、もう落ち着いていつもと同じご様子でいらっしゃいます。私たちが出向いてみると、まったくタモン老人は普段と変わらぬ様子に見えた。私たちに対する怒りというものはもはや全く見られなかった。 思えば私の取り越し苦労でこの人は例の大人物という日本の英雄豪傑のあの方なのだろう一向に屈託のない様子でむしろ明るく生き生きとさあさああなた方よく来てくだすった私の方から皆さんの方へ遊びに出たいと考えながらこのところ風邪をひいて胃を痛めていたもので 干挙するとちょっとのことで病気する。病気がこたえる。仕事のない身は脆いものです。一頃はあなた方に腹を立てたこともあったが、今はもうそうじゃない。むしろ懐かしんでいます。みんな私のわがままのせいじゃ。多門老人は自負のように機嫌がよかった。 私はしかしたった二人の子供のうちの一人娘が殺されたというのにこの老人の平然として全く何事もなかったとしか思われない態度にはいささかならず感動した全く虚勢と思われる節がない一体がこの老人は家事には超然たる人物であることは知っていたが そんな人間に限ってまさかの人事に帰って激動して取り乱しがちになることはまあまあ,あることであり、私と京子の場合などでも大変な立腹だったということを聞いている。立腹と悲しみとは別の感情なのかもしれないが、こうなると私もいささか反発せずにはいられない気持ちも首をもたげざるを得ないから。本日は大変なことでした。 思いがけないことでさぞお気落ちのことと存じますいやいや老人は遮った遮ったという以外には別に他の顔つきではなかったいくらか気難しい様子に見えただけだったこれも私のせいかもしれぬ私がこんなものだから 子供も毛色の変わったやつが生まれてくるのだね是非もないことじゃ私はしかし一つ腑に落ちないことがあるが多門老人は口をつぐんだがすぐ明るい顔になっていや私の取り越し苦労かもしれぬ体が暇だからつまらぬことをいろいろと考えるのじゃろう それをおっしゃっていただけませんか案外、そんな漠然たる感が、ものの急所を射抜いていることが多いものです。まあさ、この話はよしましょう。せっかくお招きしておいておもてなしもできないが、これを記念に収めていただきたい。これは外遊のみぎり北京で手に入れた八大三人の商品じゃが、 飄々たる静寂これを孤独というのかね身にしみる魂の深いものがあるそれから京子にはこれも私が外遊のみぎりパリで求めたネクタイピンですがポットでの田舎侍もポットでの田舎侍も何がな一つ人の気のつかぬところへ意外な装飾をぶら下げて見せてくれようと思ってね これはダイヤだが、十八カラットあるのです。私がこれをのど首にくっつけて歩いても、誰もダイヤと思わぬ。ガラス玉だと思ってある。それでまあ、そう思わせて、密かに留院を下げて、無事に日本までぶら下げてきた。私の死んだ女房なども、冗談だと思って取り合わぬ始末で。 私もどこかへ投げ込んで忘れていたのが最近現れてきよったのです。多門老人はひょ,うひょう仙骨を帯びてあっさりくれるけれども、十八カラットのダイヤといえば大変な金目のものだろう。いささか薄気味悪い始末。もっとも八大三人の商品とても天下のまれ物に相違ない。可愛がった昔の女を 今は娘のように慈しむ温かさが私たちにも自然の安堵と温情を沸き立たせたその時私は気がついたこの部屋の書棚にはいろいろの書物がある主として歴史の書物だがいくらかある小説類の半分ぐらいが探偵小説の翻訳本だ類公もあるバンダインもある小説本も モンテクリストとかレ・ミゼラブルとか風と共に去りぬというような翻訳本が主であった。探偵小説がお好きなようですが、と私が尋ねると他門は頷いて、若い頃から類校などを愛読しておったが、外遊の折、つれ連れに探偵小説の趣味を覚えたのです。岡倉天心が探偵小説の愛読者で、 家族の者が病態をおもんぱかって思うように晩酌をくれないものだから、ドイルなどの探偵小説を一席半分だけ語って聞かせる。佳境に入ったところで口をつぐんで、それからどうなったのですかと聞くと、いやいや、本日はこれまで、とじらしておいて、どうじゃ。あとが聞きたければ、もう一本 持ってきなさいドイルなどは晩酌用の作戦にちょうど手ごろの一石になるね近頃の推理小説は小味で微妙で入り組んでいるから読むには確かに面白いが晩酌の作戦には適しない私も探偵小説は至って好きな方ですがどんなものがお好きですか 私はイギリスの女流、アガサ・クリスチーというのが好きです。バンダインとかクイーンとか、無益の弦楽でいやらしく焦らしたり、もったいぶったりするから気持ちよく読み続けられない。私が昔マルゼンへ足を運んだのは、もっぱらこの探偵小説のためで。老人は書家の隅から積み重ねた要書を取り出してみせた。 みんな探偵小説だった。黒靴もあれば、赤毛のレドメン、ジゴマ、フリーマン、何でもある。それでしたら、この度の事件についてもご感想があることでしょう。老人はしばらく口をつぐんでいたが。望ちさんの犯人と玉まの犯人は同じ人間かね 同じ人間なら、また口をつぶんだが。しかし、なんだね八代さん、あなたはどう思うね人間は、どいつもこいつも人殺しぐらいはできるのだ。どの人間も、あらゆる犯罪の可能性を持っている。どいつも、こいつも、 やりかねない。多ンの目が急にギラギラ光った。そしてその光を隠そうともせず私たちをじっと見つめた。そしてまた何か言いたそうに口が震えたが、やがて思い返して喋るのをやめてしまった。八、アリバイはただ一人。 タモンの部屋を辞して、洋館へ戻るために、タマオさんの殺された部屋の廊下を通りかかると、その部屋から、洋装のすらりとした三重女が呼び止めて。もしもし、ちょっと。あなた方、お名前はなぜあなたは何者ですか私は警察の者のです。皆さんのお顔を覚えておきたいから。 お名前を聞いているんです。ああ、なるほど。私は思わず吹き出した。するとあなたは、アタピン先生。もう失敬な。アタピン女子、劉備を逆立てて。何ですか、あなた方は。わかっていますよ。ここへ来ている男も女もろくな人間はいないのだから。 分子だの、女優だの。惚れた、腫れた、いやらしい。年百年中お神の手数をわずらわして、あげくの果てにこのざまじゃないの。いやあ、ごもっとも、お説の通りです。そこでどうですか早速頭へピンスケと来ましたか犯人はどこのドイツですかおたまりいやあ、失礼失礼。 行き過ぎようとすると、ぐいっと手首を握って引き戻して。名乗りませんか失礼な。まあさ、あなたのアタピンで私たちの名前ぐらいは当ててください。名乗りを脅迫するのは憲法違反だから。<laughs> <laughs> 私はアタピン女子を怒らせておいて逃げ出した。私が、小瀬博士やカズマ夫妻と、 カズマの部屋に落ち着いてゆっくり話し合うことのできたのは午後3時。王人の遺骨を迎えに、彼の前週の出版元の社長と出版部長、若い社員と王人の弟子が一人、昼前に到着したが、解剖した王人の死体がまだ本所から戻らない。戻り次第ダビに伏すはずで、この村には御坊はいるが火葬場はなく、野天へ薪を積んで焼く。 るる一晩かかるのである私ども実務に疎い者の集まりへ実務家が加わるとにわかに火のついたごとく別天地の段取りが起こって王仁の意外を迎える部屋の支度坊主の交渉火葬場との連絡どこからどうして来たのだかちゃんと黒幕などが運ばれてくる瞬くうちに表座敷に相乗らしいものが出来上がってしまった。 私はしかし、小瀬博士に秘密に話したいことがあった。ようやくその機会が来たので。実は、君たちだけに報告しておきたいことがあるんだが、私は昨夜自分の部屋へ戻ったが、寝つかれないので散歩に出た。時間ははっきりしないが、11時ぐらいじゃなかったかな。京子はもう休んでいたから知らなかったと思うが。うん。 お帰りになったのは薄ぼんやり覚えているわ。食堂の戸口から出てブナの森へ行くつもりだったが、裏木戸まで行くと気が変わって庭へ回った。池を回って中腹の夢殿のところへ行ったのだ。そこからあずま屋の方へ行くつもりで滝つぼの上へ出ると、下に釣り殿が見えて明かりが漏れている。その時一瞬ちらりと、 闇へ消える女の姿が目に映った。出て行くところは見ていなかったわけだが、確かに釣り殿から出て、ご尊夫の根間の外を回って勝手口の方へ帰る途中の姿だろうと思われるのです。女だとは分かったけれども、誰だか全く見当がつかない。ところがしばらく経つと、今度は釣り殿から男が出てきた。 まず、池の水で手を洗う。これは、恵比塚医師です。半袖シャツにズボンを履いていた。半ケチで手を拭いて、庭の山の方へ登りかけたが、振り向いて、女の消えた方へ去っていった。私の見たのはそれだけだが、私はそれから十分ぐらいそこにいて戻ってきたから、夢殿というのは、 老人が聖徳太子の夢殿にもして小型に縮めて作らせたもの釣り殿というのも大和の何かの銅を模して作らせた茶室で中には畳の敷かれた部屋と品風のテーブルと椅子を置いた部屋と2つあったそうそれじゃあ海老塚さんは昨日も釣り殿へ泊まったのだね近頃はほとんど毎晩泊まってるんじゃないかな 僕は気にかけたことがないから、村の誰かがうちのどこかへ泊まっていてもわからない。別にいちいち主人の許可を受けるというような堅苦しいことは、このうちの習慣にはないことで、主人側と召使い側と二つの生活が独立しているんだ。恵ビ塚さんはこのうちでは家族の一員のようなものだから、夜分遊びに来た時はまず大概は泊まっていく。 委員まで山道で一里もある上、足が不自由だから無理もない。うちも戦争前までは自動車があったが、戦争以来は自動車どころか村全体に一大の人力車すらもない。恵比塚さんは変わり者だから、母屋へは寝たがらずに、いつ頃からか釣り戸の専門に寝泊まりするようになったのだ。時々休館が来て、委員から電話の来ることがある。 昨夜も何か、そんなことがあったのだろう。じゃあ、八重に聞いてみましょうか。彩かさんは室内電話で女中の八重を呼んだが、八重は用田市に村へ出ており、やってきたのは諸井看護婦であった。諸井さんは、委員へいらっしゃらなかったのええ、今日は警察の御用で昼近くまでかかった上に、 なぐもさんが今朝から腹痛で注射しているんです。おゆら様のいいえ、なぐもおじいさん。昨夜、医員に休館がありませんでしたかございません。諸い看護婦は、冷たくじろりとカズマを見つめて返事をした。じゃああなたは、医員の用か何かで、 昨夜、エビズかさんに会うようなことはなかったわけですね。あるはずがないと思いますが。エビズかさんは、昨夜も釣り殿へ泊まったのですか。今朝はこのうちにいらっしゃいましたわね。昨夜のことは存じませんが。諸い女子は冷たく横を向いてうそぶいた。もうご用はよろしゅうございますかええ。 ごそ苦労でした。変な質問で気を悪くしないでください。もしや何か、恵比塚先生とご婦人との問題でしたら、多分、千さ様にお聞きになるとわかるでしょう。先生が釣りのへお泊まりの夜は、夜中に一度は大概釣りのへお出かけになりますから。皆様はご存じないかもしれませんが、下の者たちの間では知らないものがございません。 ちぐささまは、こそこそ忍んでいかれるわけではございませんで。かえって何かご名誉のご様子ですから。じろりと私たちに目をくれて、きちんと45度くらい頭を下げて、振り向いて立ち去った。取りすましたひねくれ女め、体温まで冷たいのじゃないかいやあ、案外、持ち肌か何かで、ぼちゃぼちゃあったかいかもしれませんや。 と、小瀬博士が、諸女趣味に似合わしからぬ源氏を漏して、ご婦人殿をびっくりさせた。どうだい博士誰か容疑者らしいのがあるかねいいえ、一向に。警察の人たちは何か証拠を握ったのじゃありませんかカズマがこう聞いたが、博士は両手を後ろ頭へ組んで髪の毛をゴシゴシこすりながら、 間の悪そうな笑い方をして。いいえ、一向に。警察の人たちは全くどうも根気よく調べていますが、ますます雲を掴む具合だろうと思います。第一、怨恨だか上知だか、点で動機もわかりませんや。しかし君、風来坊の物取りの偶然の凶行と違って、ともかく暴殺だろうしかも君、 非常に微妙な事実の食い違いが現れているじゃないか。ああ、それは何ですか大博士が拙者に聞くとは意地が悪いな。まあ、笑わずに素人探偵の意見を聞いてもらおうか。玉尾さんが王人の寝室を立ち去ったのが11時15分。この時僕はまだ起きていて、玉尾さんが シャンソンを歌いながら階段を駆け下りていくのを聞いていた。それをきっかけに時計を見て伝統を消したのだ。この時、玉尾さんは王人の部屋に鍵をかけずに去ったという。ところが、それから2時間ほどのち、宇津木秋子女子が王人の部屋へ行った時には、鍵がかかっていた。鍵を取ってきて室内へ入ると、王人はまだ生きていた。 いびきをかいて寝ていた。ゆすっても目を覚まさなかったというのだな。あきこさんはわざとライターを置き残して鍵をかけて立ち去った。翌朝、たまさんが王人の死体を発見したときには鍵が、翌朝、翌朝、玉まさんが王人の死体を発見したときには鍵がかかっていなかった。これは一体どういうことを意味していますか ええ、博士。ええ。僕も玉尾さんがシャンソンを歌いながら立ち去るときはまだ起きて聞いていましたよ。それで、先生はどういうことを意味していると思いますか僕にわかるものか。ただわかるのは、犯人は鍵を持っていること。また、王人の生きているうちに一度鍵を閉めた。殺してから、 鍵をかけずに立ち去った。ねえ君、宇津木さんが鍵を開けて室内へ入ってきたとき、犯人は室内にいたんじゃないかねええ、多分いましたね。博士はあっさり答えた。カズマとアヤさん、京子は一時に顔色を変えた。私も思わず緊張して、 ええ、本当かい僕のは深い根拠があるわけじゃないんだが、犯人はどこにいたんだええ、それはまあ。宇津木さんの言葉に偽りがなければ、多分そこにいるより他に仕方がなかろうと思いますが、王人さんの信頼の下に。そこ以外には隠れ場所がありませんや。カングリ警部、原八丁、読ぎ刑事。 皆さんその見込みです。いくらか見込みというやつが立っているのはまだそれぐらいのものでしょう。ご婦人連は緊張のため息を漏らした。なぜ、そこにいたのあやかさんが叫んだ。さあ、そのなぜに説明を与えてしまうと犯人に馬鹿にされるかもしれません。まだまだ何も仮定してはいけないのです。 案外犯人はその時室内にいなかったかもしれませんや。いなかったという過程が成立する根拠もありますかと、カズマ。ありますとも。実に彼、犯人氏はテクニシャンでさ。かねて諸々のテクニックをご用意の様子もあります。もっともそう考えてもいけないのかもしれません。つまり彼氏、 案外無用意なのかもしれませんや。万事初めのうちは当たらず触らず、抜き差しならぬ奴だけ信じる以外に手がないですよ。目下抜き差しならぬことといえば、王神さんと玉尾さんが殺されたということだけでさ。すると、カズマがふと思い詰めたような顔を上げて、僕も、おとといの王神の殺された夜は、 明け方の3時頃まで起きて仕事をしていたのだ綾香が僕の部屋へ逃げ込んできて僕の寝台へ寝てしまってから僕はふと起きて仕事を始めたのだ去年からフランス象徴史についてエッセイを書いているがなかなかはかどらないのだねすると多分1時頃だと思うけれども臨室へ鍵を差し込む音が聞こえた 寝静まった夜更けと言っても、この滝の音だから相当な音でなければ聞こえやしない。人の足音は聞こえなかったから、出る音だか入る音だかわかりやしなかったが、博士は頷いて。なるほどね。犯人しなら手荒な鍵音はさせんでしょう。う津ぎさんでしょうかね。じゃあ奥様は、 ずっとここに寝ていらしたんですね。思いがけない質問に、カズマはびっくりして。ええ。おとといも、ゆうべも。そして、歌川先生は明け方の3時まで仕事をしていらしたのですね。そうです。しかし、おとといのことですよ。ゆうべはもっと早く寝ました。明け方の3時まで、 奥様はずっと休んでいらしたのでしょうね。全然、眠り同士です。やれやれ。するとここに、ようやく一人アリバイの成り立つお方が現れたのです。その他の方には、どなたにも犯人でない証拠はない。玉尾さんに至っては、まるでもう、殺されるにはあつらえ向きの特別席に寝ていたようなものですもの。 場所といい、条件といい、殺してくれというようなものでさ。歌川先生のお母様のご命日はいつでしたかこの最後の一言にカズマは顔色を変えて、遠惑しきってしばしば言葉を失っていたが。来月の9日。やっぱり何か、その日、ありますかええ。 でも、わかりゃしません。あの脅迫状と今度の殺人事件と連絡があるのかどうか、全く検討はつきませんや。王人さん殺しと玉尾さん殺しが同じ犯人だか、それもわかりゃしませんもの。しかし、脅迫状については、用心の必要はあるかもしれません。その時、 王人の死体が到着したという知らせが来た。9、仮装の帰り道。表座敷へ設けた惣状で土胸と昇降が終わると、用意の第八車に棺を積んで、直ちに仮装へ出発した。来客の男子は揃って仮装場まで行くことになり、カズマ、 木瞳丹波美彦博士もピカイチも神山東洋に至るまで棺に続いてぞろぞろと出てくるセムシ詩人が森の溶婆の杖みたいなものにすがって玄関から出てくると外に勢ぞろいの見送りの上司軍の中から綾香さんが「内海さんは無理じゃありませんこと半日ぐらいあるそうよ。 失礼させていただきなさいな。ええ、ほんと。私たち女だけ残されると、なんだか寂しいわね。と、アキコさん。あら、モテるわね、梶本さん。と、チグサさんが大きな声で霊賞を浴びせて。いっといで。まさか図に乗って、霊人型のおもちゃになりたがるほど鈍感じゃないわね。 全くどうもデリカシーのない人だ。不美人というものは自然にひねくれて下品になるものか、どうもしかし論外極まる下品な言葉で。しかしまた、セムシのやつは変わり者だ。彼はむしろ、異彩を放って無知無学、下品粗雑な千草さんに、それだから俺は好きなんだ、というような内々奇妙なところがあり、 彼は機嫌よくヘラヘラ笑って。ああ、行ってくるよ。僕が引導を渡してやらなきゃ、王人の奴もめでたくお骨になれないだろうからな。誰よりも一人遅れてコツコツ歩き出す。それと並んで、彩香さんが門の外まで見送ってきた。仮葬場はブナの森を通り越して、山の奥底、 人の通らぬ裏山の密林の中にあった。百メートル四方ほどの平らな草原を囲んで、すり鉢型に山がかぶさり、森に山鳩が鳴いている。すでに火葬の薪が積み上げられ、傍らに御坊の夜番小屋があった。ここでまた改めて土胸をやり、火にかける。傍若無人、老舌者の大きな死体が、 これでいよいよ煙となって消えうせると思えば、私の考えもさすがに深い。明長お骨をあげに来ることにして、私たちが引き上げる頃はいくらか黄昏れて薄くもやが浮き出していた。いつの間にか谷からもやが上がり、山々が暗く紫に黄昏れて日暮らしが泣き出す。 これが私の記憶に染み残っている夏の山の日暮れの段取りであるが、まだ日暮らしは泣く時期にならない。さすがにうつみは疲れ切って、日頃に増して顔色が白々と苦しげだから、ピカイチが。おい、セムシの先生。俺が押してやるから第八、俺が押してやるから第八車に乗れよ。 勘御家の帰り車だが縁起を担ぐこともなかろう。老少不条、水性無視。まったく、気なんぞがこのご老齢まで生き延びるとは、増加の妙というやつだ。さあ、乗ったり乗ったり。妖怪変化は長生きのものさ。 遠慮なく乗っけてもらうか。内海が大八車にのこのこ乗っかると、百姓が車を引いて動き出す。ピカイチが後を押して、車は威勢よく谷の道を登っていった。続いて、僧侶の一団と、一ズと神山東洋が一塊に先に立ち、丹後弓彦、古六、木兵衛。 それに、小瀬博士と私が一塊にブラブラ歩いていた。突然、弓彦が、例の皮肉な顔で私たちを見回して、タバさんのことは知らないが、この四人の誰かが王人を殺したんじゃないのかね小瀬君を除いて、ね。冷静な木兵は、ふんとも言わず知らぬ顔の木兵で歩いているが、 馬鹿正直の瞳孤六がやや荒い息遣いで。なぜこの四人の誰かなんだえこの四人の中なら差し詰め君だろう。なぜそんなことを言い出すんだ大体いい君は何かにつけて腹で十分思案を重ねて駆け引きのあることしか言えない男なんだな。君が実は王人も玉尾さんも殺したんじゃないのか だから、四人の誰かがと言ってるのさ。君自身のことだけはっきり言ったらどうだい。我々がみんな文学者だから、言葉に責任を持とうじゃないか。探偵じゃないんだからな。弓彦はいくらか照れたが、ますます皮肉な笑いを光らせて。例えば、物取り強盗が王人を殺したんじゃ、全然面白くもないからな。 また、例えばだね。カズマが妹の問題とか、王人の無礼とか、それやこれやで王人を殺す、妹を殺すありふれたことは、真実であるにしても面白くないじゃないか。君はそう思わないかね僕が王人を殺し、玉尾さんを殺す。これも極めてあり得ることらしいね。極めてあり得るから、 真実にしても面白くもないじゃないか。僕らは探偵じゃなくて文学者だからな。真実を探したり犯人を突き止める必要はなかろうと思うが、どうかね僕は犯人をこしらえてみたいのだ。王人殺し、玉さん殺し。面白い素材じゃないか。こいつを使って可能性の犯人というのを捜索するのは、 文学者の道楽には面白いことじゃないか陳腐の犯人なんか追放するのが僕らの義務みたいなもんだと思うが、いかがコロクは怒って返事をしなかった。なんだい文学の話かい。商売の話は予想じゃないか。大体が法人にしろ、君にしろ、可能性もあるんだけれど。 極めて植物的な作風なんだから、この殺人事件も植物的に考えたらどうだい真実は真実、犯人は犯人。極めてあり得ることだが、なぜ陳腐なんだ可能性の犯人だって、ちょっとした目新しさ以外に陳腐でないものがあるのかいえこと人間性に関して、 何か陳腐ならざる犯罪が。木兵衛が静かな声で理論的に畳みかけようとすると、コロクがブリブリしながら引き取って、単語は腹に一物があるんだろう。可能性の犯人とか真実は陳腐だとか、実は自分自身の弁護に過ぎないのじゃないか。君みたいな奴は軽蔑するな。王人は、 ともかく傲慢無礼な奴ではあったが、ざっくばらんで愛すべきところがあったよ。あの広報な妖精に比べりゃ、単語が作家として王人に数歩負けているのは明らかだよ。腹に一物とか、考え深く陰性だとか、そんなことは作家の資格じゃないんだ。王人はずけずけ物を言うが、考えるだけはちゃんと別のところで考えているはずで。 考え深いなんてことは表面に見せることじゃなくて、作家ともなればみんなそれぞれ考えているに決まっているんだ。そうじゃないか。王人の作品は現に単語の作品に比べりゃ簡潔で断定的だが、思考の根ははるかに深い。だからスケールが大きいのさ。単語はケチな思考にこだわっているから思考も浅いし問題も狭い。 文学が小さくケチなんだ。だから君が殺人事件の犯人について言い出したりすりゃ、君自身の弁護のために決まってるんだ。はっきり言うがいいよ。君が王人を殺したのか君が玉尾さんを殺したのか君が殺したのではないが、犯人と見られることが怖いのか ここには小瀬くんもいるのだからな。君は、それも意識してるんじゃないのか丹後は皮肉な微笑を絶やさなかった。谷を登って村道をへ出ると。じゃあ、湿気。僕は少しぶらついてから帰るから。丹後弓彦は別れて、村と安倍米の方へ歩き去った。 そっちの方には光線の出る部落があり、光線宿が一軒あるが、光線宿といっても、よその土地から客の来るような名の知れたものではなくて、いわば部落の共同湯に過ぎないのだった。私はふと気がついた。あの光線宿には雑貨、売薬などを売っている。戦争中もカルモチンがあった。私はあの頃は、 酒さえ飲めば眠くなるたちで眠り薬の必要はなかったが、近頃は不眠症で困っている。ぜひとも高専宿で昔のカルモチンの有無を確かめて買いたいものだと予定を立てていたものだから、タンゴの立ち去ったきっかけで思い出した。そこで私も別れてタンゴの後を追ったが山、山頂も行くとタンゴが戻ってきた。どうしたい 高線宿へ行くんじゃなかったのかああ、高線宿へ行ったってしようがないさ。じゃ、失敬。そこから宿までは四五丁わった。そこには部落が十五軒しかないそうだ。高線宿の主人は、四十前後のなかなか抜け目のないところがある青白いインテリ顔の男で、私の要件を聞くと、 そうさね。東京門は抜け目がないから、わしらのところまで目当てにして買い出しに来るのが時々あるからね。東京門は抜け目がないから、わしらのところまで目当てにして買い出しに来たのが時々あるからね。今の相場を知らないから売らない方がいいさね。昔は知らずに安く売って大損さ。今はもういくらも残っていないね。 でも、探してくれないかねあれば無論闇の相場で譲ってもらうから。闇の相場をわしら知らんもの。何でも100倍だから、100倍とね。薬は昔の急創いさ。食べ物の方は100倍かもしれないが、薬は100倍にもなっていなかろう。しかしまあ、値段は後の相談にして、品物を探してくれないかね 棚の隅のボール箱の中へ昔の薬がひとまとめにしてあった。一つ一つ調べてみたが、カルモチンはもうなかった。いろいろ世話をかけたから何か買わないわけにもいかず、胃腸薬だの、虫下しだの、その他二三品買って戻った。めぼしいものは一つもなかった。何の薬だね、カルモチンってのは。眠り薬さ。 そんならあんた、何でも三月ほど前に、歌川さんのお客さんの南雲さんさ。歌川さんの妹のおゆらばあさまさ。あの人が来てなんやかや買って行ったね。そん時眠り薬もあったそうな。帰る途中で夜になった。ブナの森は明かりがないと足元の危ないところだから。 いくらか残る明るさを頼りに、歌川家の山の裏手の感動を抜けると、三輪山へ行く山道に合流する。そこから裏門へ回るつもりで坂道を降りてくると、裏門の前でばったりカズマに出会った。彼は禅寺前の感動の方からやってきた。よう、君か。今時分遅いじゃないか。カズマはびっくりして言葉をかけた。 高専宿へカルモチンを買いに行ってきたからさ戦争中売れ残っていたのを見かけたのだがあいにくおゆらばあさまに先手をやられたあとさなるほどそうかあの高専宿の残りの品も近頃はかなり知れてしまったからな手紙で言ってくれれば買っておいてあげたのに僕は総林寺へ妹の葬儀のことで話しに行ったのにいくら待っても誰一人いない 本堂に腰を下ろして30分もぼんやり物思いにふけてきた始末なのさ。表門の方の坂から懐中電灯がポカポカ動いてきた。エビ塚い師であった。私たちを認めるとびっくり立ち止まって、こんばんはと言ったが、王人豪傑も一辺の煙となりましたか。と聞いた。 王人、ついに一辺の煙となる。私のうちに解とするところだけれども、同じことをこの足の悪い医者のやつが言うと、私の腹の虫が穏やかではなくなる。要するに、王人だけでなく、私たち全体を茶化し、皮に来るところがあるせいで、こいつが何か言うたびに私はポカリとぶん殴ってやりたくなる。私はしかし、 その時、ひどいことに気がついて、大いに混乱し始めていた。それは私がカズマにも言ったが、さっき谷道を登って村道へ出て、他の三人と別れる時も言ったことで、私は、高専宿へカルモチンを買いに、と言った。私はすっかり忘れていたが、王人の場合には、玄の証拠に睡眠薬が入っており、また今日も、 玉尾さんの死体の枕元には異様な白色の粉末がこぼれていたというではないか。まるで私は、私がカルモチンか何か睡眠薬を常用していることを故意にひけらかしているような次第で、何かいかにも下手な芝居をしているような塩梅である。みんなに疑られているのじゃないかという気がして、いかにも私は不快な惨めな気持ちになった。 海老塚医師は土間の入り口から別れたが、私たちが洗剤を回って洋館へ行こうとすると、母屋の表座敷、昼は草状であったところに4名の坊さんが並び、多門老人と由良婆様を交えて食前についているではないか。カズマは座敷の縁側へ近づいて、なんのこった、和尚さんはここでしたか。僕はまた知らないもので、 30分も本堂に腰掛けて頑張っていましたよまったく詩人ならというやつはよごとに疎いやつじゃと他紋は舌打ちをしてせがれの顔を眺めて仏寺の後は決まって荘門の方々を生じてお時を差し上げるのが日本古来の習慣じゃよ何かご用かと 老僧が笑いながらカズマに尋ねたこの老僧は戦争前まで大学でインド哲学史を講じていた日本著名な仏教学者でこの村の出身だった戦争中から村の禅寺へ引っ込んでいるが見たところはただ老僧というだけで学者らしくもない貧相な年寄りであった彼は禅寺前の感動の方からやってきた ええ、お食事中ですから、また明朝をお伺いいたします。広間へ来るともう食堂の用意ができて、一度数はお待っている。食卓に着くと、うつみが語り出した。僕は、今日、カンオの帰り車に乗っけてきてもらったけど、車を引いた百姓が妙なことを言ってたよ。僕は、 お歴,歴の中に殺人犯人がいるものだと思っていたけれどそうじゃないらしいんだってさ村の疎開者に福音の着狂いみたいな文学青年だか政治青年だかいてね王人みたいなエロ作家は殺さなきゃ日本のがんだというテロリストなんだそうだ懐に担当を飲んでいて それを村の人に見せて「これで王人を殺すんだ」と言っていたそうだこの先生は玉夫さんがまた大嫌いで「ああいう女が日本を滅ぼす」とかなんとか言ってたそうだ警察もこの男に目をつけ始めたという話だよカズマは困りきった顔をして聞いていたが その男は疎開者と言ったって村の出身なんだよ。奥田利吉郎という製図工かなんかの福音軍人で、福音したら家が焼け、妻子も行方がわからなくて少し気が変になってるという男なんだ。もっとも気が変になったのは戦地にいた時からで、奥市にいたんだが、その頃から講子に凝って、今でも疎開の部屋の窓に、 公子研究所とか論語研究会という看板を出しているそうだよ。人捨てに聞いた話だけど、いつか道で王人に会って何か言いがかりをつけたら、王人にガンとやられて敗退したということでね。痩せてヒョロヒョロの男だから、王人にかかっちゃ問題にならない。子犬みたいにキャンキャン尻尾を巻いて逃げたそうで。しかしね、 この先生は王人をエロ作家だと言うけれど、この先生だって妙なんで、うちの彩香のところへ時々変な手紙をよこすんだよ。彩香さんも困った顔つきで。でも、ラブレターじゃないわ。やっぱり王人さんに関係のあることなんですもの。王人さんみたいなエロ作家に騙されるな、なんて。 キング類かもしれませんが、筋は通ってますな。法人さんにやられた後で私の委員へ傷の手当てに来ましたよ。ちょっとしたかすり傷です。その時彼は言っとったです。腕力ある者はギャングである。すべて体力とか勢力とかいうものは文化的なものじゃない。まあ、なんです。 病的ですが当たっても言いますよ。その時こんな話もしました。歌川多門方集会なるバイタへという手紙を出したというんですね。返事がなかったそうですよ。特になざさなかったから多分バイタがたくさんいてみんな譲り合ったんだろうと言ってましたな。 エビズがまた不快なことを言う。おい、その気取り屋の君子面のヤブイシャつまみ出したらどうだいピカイチが腹を立てて。まったくあさましい神経質な野郎じゃないか。キザな野郎だ。極楽亜生というやつだよ。 お前自身は何者なんだ不快な連中の集まる席へ、なんだってお前は出席するんだつかつか歩いていって、海老塚の腰掛けている椅子ごとどっこいしょと持ち上げて、広間へ持ち去って置いてきた。しかし、ピカイチが席へ着く頃、医者は椅子を抱いて足を引いて戻ってきて、 平然と気難しいいつもの顔で元の席に座っていたピカイチは余分収まらずノートルダム先生も全然甘っちょろい頭じゃないかふざけちゃいけないよ殺人犯人はこれだけの人間の中にちゃんといるに決まってる。ななぜだい 外から忍んでくることだってあり得るじゃないか。と、うつみ。バカなここのうちにいるものでなきゃできない証拠があるじゃないか。犯人は、王人の部屋の鍵を閉めたり開けたりすることができるんだぜ。鍵を握っているんだ。ながら、 ここにいる俺れきの誰かでなきゃ、そんなゲートはできやしないや。すると、カズマがイライラ叫んだ。我々は探偵じゃないんだ。犯人の話は予そうじゃないか。ふん、と、ピカイチは吐き出して。よかろう、望むところだ。エロ話、これあるかな これに限るさ、食卓とは常にそういうものなんだ。男と女が顔を揃えて酒を飲みながら、あられもない文学だの芸術だのとつまらぬ話をしているから、孫悟らの作品はいつまでたっても青っぽいのさ。ともかく、さすがに王人先生の小説は大人の小説だったよ。 ながら、エロを断じ、大いにエロを行いましょうや。今夜こそは宇津木先生に因縁をつけなくちゃ。しかし、なんだな。僕は校長さんの冷たいおすましが好きなんだが、どうも僕はやっぱり日本人のせいか、仏像趣味なんだな。アスカ時代だな。もっとも、 ジャバダのバリ島のエロダンサーもアスカ時代の原色エロさ。腰の線が震いつきたいのさ。ピカイチはまた立ち上がって南洋の腰振りダンスをやり出した。歌までちゃんと心得ている。手振り、腰振り、歌声。鮮やかなもの。全く南洋そのままの童版声。 ご婦人連はあっけに取られ、一同の目は憎悪から、隠しがたい惨憺の色に変わった。十、着狂い揃い。九時四十分であった。広間へゆらばあさまがやってきた。あたりを見回していたが、えび塚医師に、 はいませんか知らんです愛想のない返事である傍らにいた宇津木さんが引き取って、ちぐさんはずっとお見えになりませんわ食卓にもお見えにならなかったようねそうでしたわね海老塚さんもく知らんです綾華さま 草さんご存じ食卓にいらしたかしらいいえお見えじゃなかったわまあどうしたのでしょうねこちらかと思っていましたけどじゃあどこにいるのかしら老婦人はたどたどしい足取りで引き返していったばあさまは一度中風でひっくり返ったことがある それ以来歩行があんまり自由じゃなく引きずるように歩き階段の上下はつらいというのだが他に適当な部屋がないので不便を忍び這うように階段を上下している老夫婦は夜の便所は便器で間に合わしているということであった私たちは皆酔っていたピカイチも珍しく大量に飲み内海までかなりビールのコップを重ねている 殺人事件の当夜の集いは、神経的になんとなく鋭く苦痛になるのも仕方がない。誰かしら人殺しが混じっているということが、何かにつけてチクリと意識に上がるのが不快なのである。木兵衛は普段酒を飲まないたちだが、たまたま酔うとしつこく絡むやつで、戦国からだいぶ単語に絡んでいたが、どうした風向きだか、やにわに矛先をエビ塚に向けて、 気難しあの名医先生。ちょいと君ここへかけませんかはあ。ええやかね。よかろう。君は我々をングいと返されるよし、密かに受け止っているが、僕の見たところ、ングいはまさしく君だね。へっはっは名言、名言 ピカイチは大喜びで一度おせえし緊。緊張緊張僕は人のスキャンダルを暴き立てるのは嫌いなのだが、君の場合だけはこの慎みを適用したくなくなったね。君は我々文人の思考を貧積のご様子だが、君自身は釣りのなるところへご宿泊で、 毎晩、何がし城とご実婚のよしじゃないか。また、かよ子さんは君の診察が嫌いで、立ち会い人がなければ君の診察は受けないそうだね。その寄ってきたるところを、ゴンスケ・お鍋一刀の風説から半ずるに、君は、おカヨさんの手を握ったり、お乳を長くいじってみたりするそうじゃないか。また、近頃は、 下モさんという可愛い小間使いにことのほかご就心で、胸に病があるようだとか、どこか内臓に異常があるようだとか、しきりに診断を受けさせるようにほのめかしているよし。以上、当庭内だけで三件。委員の方じゃ何をやらかしていらっしゃるやら、当庭内の三件だけについて判断しても、 我々文人の人間並みの愛欲に比べていささか異常陰性変態と見たのはひがめかねよーしよーしそこだとピカイチは大喜びだがご婦人連はなるべく知らないふりをして何がなし死後を交わすことに努めようとするのは彼女らの社交的な思いやりと礼儀心のせいだろうが 木米の言葉は、黒人連の社交的性癖などをやがて一気に凍らせる迫力を潜めていた。名い先生、君子先生、その目だよ。その目だよ。みんな見なさい。あの目、ギラギラ気狂いの目。人を殺す目。 血,に飢え血の海を見ても飽き足らぬ殺人鬼の目この正体は隠すことができないぜさあ見たり見たり目兵は酔いにあおざめてっき立ち彼自身ギラギラ悪巻的な沈んだ目を光らせていたがまさしく海老塚の目はその日ではなかった 私は初めからその経過を見て気づいていたが、彼は怒りにブルブル震え、逆上的な興奮からまさしくギラギラと狂人の光を目に宿していた。それは確かに、飛びかかって人を殺すことのできる、その一瞬の目の光である。八つ咲きにすることができる。ひねり殺すこともできる。 狂人の行いうるすべてのことを行いうる凶暴無比な光であった。ご婦人蓮は息を呑んだ。木兵衛は海老塚を張ったと睨んだ。彼はまさしく変質者。精神分裂というのだが妄想郷というのだが、ともかくキング類の一人ですよ。自分は純血。 正義派だと思っているんだ。カえヨこさんのお乳をいじり、猿ご婦人とご実婚を重ね、下モさんにそれとなくお乳をいじるチャンスを作らせようとしながらですよ。自分のなすことに気がつかないのが、まず、変質者、キング類のゆえんじゃないか。そして、 ただ他人の不純不潔を妄想する。彼の潔癖はつまり狂人の病床ですよ。皆さん、そうではないか海老塚の目はますます燃えた。それは極点まで見開かれ、もう音をするすべもなく、そして彼は言葉も身動きもすべてが失われているゆえに、今やにわかに、 唐突にすべてのことが可能であり、何かが突発しそうな様子が見えた。その時、引きずる足音がして、おゆらばあさまが諸い看護婦に手を取られながら入ってきた。神宮さんがどこにもおりませんよ。どうしたのでしょう。もしや、皆さんにお心当たりはございませんか。 一座に別の恐怖が走ったそんなバカなまさか殺されやしないだろうピカイチが大声でわめいたおばあさん安心しなあの子は下がりがついてるのさばあさんの前だけれどもあの子と来ては満身これ性欲じゃないか 一座はそのまま沈黙した誰も続いて物を言い出すものがないすると諸井看護婦が水死人が水の中から物を言うような静かな沈んだ声でそうです千草さんは相引きにお出かけでした何ですってじゃああなたは知っていらしたの おゆらばあさまのあっけにとられた視線も、脆い看護婦の冷たい顔には取り付くしまがなかった。ちぐささんは合いびきの紙切れを受け取りです。ひらひら振り回してお店でした。私は読みはしませんが。そして、六時ごろお出かけでした。どこへ存じません。誰ですか 男の方は、申し上げてはいけないでしょう。冷然と言った。一座は再び沈黙した。海老塚が熊のようにゆらゆらと腕を振った。なんという変わった仕草だろう。興奮のためであろうか、そして飛び上がるような激しさで振り向いた。スたスたと片方の尻を振り、 そして腕をゆらゆら振りながら部屋から立ち去ろうとした。と、廊下の入り口で急に振り向いて。バカ野郎満身の絶叫だった。小柄のくせに全く気狂いの晩成なんという張り裂けるような声なのだろう。そしてまた飛び上がるように振り向いて歩き去った。

それどころか、まるでもう性欲の塊。色黒いの巣じゃないか。うるさいこの月あんたは東京へお帰りただいまさっさと帰ってちょうだいあやかさんは怒りに震えて、電気のようにビリビリ、神経が飛び出すような激しさだった。なんだと、この野郎 もう一度言ってみろそう言い終わると、ピカイチの人相が変わってしまった。まさしく鬼だ。エビ塚には殺人鬼のメスのような静寂があったが、ピカイチと来ては凶暴。人間の層ではなしに、鬼。狂い立つ野獣であった。パッと弾みがついた時、 彼は踊りかかって彩香さんを掴み上げ、大きく一回転振り回して振り飛ばした。彩香さんはものの二軒も振り飛ばされて四つんばいにつんのめり、服は避け、膝を打ち、起き上がることができなかった。私たちが抱き起こすとすぐ起き上がり、見かけによらぬ気丈なところのある人できっと顔を上げて、殺つき 犯人この野郎我々があっと思った時にはもう彩香さんがピシャリとぶたれて突き飛ばされた時で全くこいつの腕力は矢のような早業であったしかし私たちがその次にあっと思った時はそれどころじゃない奴はいきなり傍らにある大きな花瓶を振り上げていたのである 瞳コロクがむしゃぶりついたからよかった。ピカイチは花瓶を投げ下ろしたが誰にも当たらず、床に砕けてみじんに割れた。ピカイチは猛牛の怪力でコロクを振り飛ばした。あやかさんは殺気を悟ると身を翻して逃げ出した。食堂へ飛び込み、食堂から庭の方へ逃げ出した。ピカイチはすでに追っていた。 私たちが追いつくことができた時庭の松の木に押し付けられ綾華さんは散々ぶたれ突き回されて息も絶え絶えのところであった私たちが鈴なりにむしゃぶりついてぶら下がってようやく引き分けたがどうやら10ほども引き分け綾華さんも婦人連に守られて去りかけピカイチも夫婦ひとまず牛の息をまとめているからもう終わりと油断したのがしくじり 急に矢のごとく追い出した。それを悟ると、彩香さんはこれまた矢のごとく逃げ出した。全く彩香さんは身軽な人で、すらりと細い体だが、魚のように一直線を引いていく見事な速さがあるのであった。彩香さんは出てきた食堂から逆に屋内へ飛び込んだ。私たちは後を追ったが、追いついた時には、 彩香さんは自分の寝室へ飛び込んで内側から鍵をかけており、ピカイチは階段を駆け上るときつまずいたのが失敗で若干距離ができたのである。ピカイチは狂気のごとく彩香さんの寝室の扉を蹴飛ばしている。私たちが追いつくと、この野郎ども私たちを追いまくり、畜生め ズベ食べ出てくると殺してやるぞ締め殺してやる締め上げてやるピカイチは自分のシャツの襟を掴んで自分の喉をぐりぐり締め回したが散々扉を蹴飛ばしたあげくゴロンと扉の前へひっくり返って大の字に伸びた。そういうことが一時間近く続いただろう。 私たちが近づくと、起き上がって飛びかかってくる。毛物のごとく吠えて飛びかかる。私たちは諦めて、それぞれ自分の寝室へ入った。ピカイチは、10分か20分おきに起き上がって、彩香さんの寝室の扉を蹴飛ばすのが聞こえるが、あとは大の字にひっくり返ってわめき続けているのだ。私は呆れて寝てしまったが、 ピカイチはそれから3時間もわめき続けていたということで、翌朝誰かが目覚めた頃は、ピカイチは疲れて、綾香さんの扉の外に大の字に眠りこけていたという。綾香さんは無事だった。ピカイチも翌日はすっかり静かに落ち着いていたが、しかし、計らざるところに殺人が行われていた。セムシ主人が、 その寝室に殺されておりまた我々が手分けして千草さんを探してみると千草さんは三輪山の森の中で殺されていたのである11火葬場からの戻り道翌朝私が散歩に出るとき ピカイチはまだ彩香さんの寝室の扉の前で大の字に眠りこけていた。裏山を出て、例の三輪山の方へ差し掛かると。おーい。向こうにステッキを振って呼びかけるものがある。神山東洋と下男の奇策じいさんだ。馬鹿に早起きだね、神山さん。ニッカーを履いてお散歩とは、おしゃれな若手だ。 私はいつも早起きですよ。冗談じゃない。日中眠るのはあなた方分子と泥棒ぐらいのものですよ。私は散歩じゃありませんよ。捜査です。ジムサさんが昨日の夕方出かけたまま今持って帰らないのですよ。八代さん、全く縁起でもない話だけれども、これじゃどうもまたかと思わざるを得ないでしょうぜ。 私は見かけによらず心臓が弱い方なんだから、気味悪くって、こんなジャングルみたいな山道を歩くのはやりきれませんな。一通り探したんですかまあ、大体、人間の通れるような道の上だけはね、三輪神社から三輪池までは歩いてきましたよ。私たち三人は、 一緒に三輪神社の裏手へ回って密林の山を見上げた熊笹がはびこり雑草が鶴が絡みもつれて陰鬱極まる暗さと静けさが張り詰めているまるでいかにも人が殺されていますというようなジャングルじゃないですかええー、八代さんこの中へ踏み込めったって私は嫌ですよまった たくそう言いながら神山は地上に何者か認めて立ち止まった。おや何だろう神山は拾い上げた。こりゃあいけない。こりゃあご婦人のルージュだよ。どうやら追い出なすったかな。ああ。 そこの雑草が踏みにじられた後のようじゃないか。するってえと、こりゃあ。五、六歩進むとハンドバッグが投げ捨ててあり、中のものが散乱している。十歩ほど進むと大木の根の陰に、ちぐささんが、うつぶして寝ているように殺されている。風呂敷で目隠しして、 その目隠しの上から女の腰紐のようなもので締め殺されていたその辺りには抵抗し格闘したような跡はなかったほとんど抵抗していないね私たちが最初に見つけた雑草の踏まれた跡が殺された場所じゃないかね死体をここへ運んできて捨てたんだ 暴行も受けていないね。この犯人め、ご婦人の低操についちゃ大変紳士的なご人じゃないか。千草さんはスーツにズボンを履いて、その服装は全然乱れていなかった。私たちが警官の一行に報告する。 刑事小瀬博士の一行を私と神山が現場へ案内して朝食に戻ってくると今度はこっちの方に内海明がその寝室に刺し殺されているという騒ぎである食卓に内海明が見えないので綾香さんが迎えに行ってみると寝室は血の海でパジャマ姿の内海明が部屋の中央の床の上にうつぶしている 脇腹に3か所胸に2か所首に2か所刺し跡があり担当は洗われて化粧台の上に乗せてあった犯人は手を洗ったのであるこの担当も談話室の飾り棚にある中の一つであった内海のスリッパは足から2尺ほど離れて飛んでいたが扉の傍らに犯人が室内へ脱ぎ捨てていったスリッパがあった それは、内海の寝室の隣にある便所のスリッパであった。他に犯人の遺留品は見当たらず、指紋もなかった。現場の検視が終わった頃、千草さんの意外と一緒に県立病院の医師が出張して、総林寺の本堂を解剖室に仕立てて、新しい二つの死体の解剖が行われた。千草さんの殺されたのは、 18日午後6時から7時の間。セムシシジンの殺されたのは夜の11時から12時頃の間と推定されたが、内海は寝床の中で落路の危険な関係を読んでいたらしく、本を伏せて寝台を降りて殺された者の,のようで、便所へ立って戻ってきて殺されたのか、犯人を室内へ迎え入れて殺されたのか。多分、顔見知りの中で、 殺意を全く悟らぬうちに背後から脇腹を刺され、よろめいてのめったところをめった刺しに差し込まれ、心臓を刺された時はもう完全に死んだ後で、それをまたうつ伏せに戻して首を刺したらしい。つまり顔見知りの犯行なのである。だから蘇生を恐れて、必要にめった刺しに差し抜いたに相違ないという話であった。 夕食後、午後8時半、カングリ警部は、私たち、洋館居住の全員を広間に集めて、さて皆さん、こうなっては、もう、礼節を重んじてばかりいるわけにはいかなくなりましたよ。皆さんを、容疑者の中から省くわけにはいかない次第となりましたから、巨神単海に捜査へご協力をお願いいたす次第です。もちさんの仮装に、 度胸が終わって点火して引き上げてから夕食までの割りバを立証していただく必要がありますが、まず総括的な状況について、小瀬さん、引き上げた時は何時でしたかそれがどうも、僕は生来うかつ者ですから、めったに時計なんぞ覗くことがないたちなんで、まあ、合い引きの時ぐらい。と、博士が顔をあからめて苦笑すると、 神山東洋が、私は時計を見ました。度胸が終わり火をつけた。さあ帰ろうという時、八代さんが何時って。確かそう、若旦那、和馬さんですな。にお聞きになった。そこで私が自分の時計を見ると、六時六分。 カズマさんは6時9分とおっしゃった。ところが、私の時計、モバードの安物ですが、1秒の10分の1と狂いのない掘り出し物でしてな。いかがですか ?10 万円なら売ってもいいが。はっはっはっはは。すると、アタピン女子が、キンキンと甲高い声を張り上げて、 あら、ヤシロさん。腕時計をつけてらっしゃるじゃありませんか。どうして時間をお聞きになったの昨日は机の上へ置いて出ましたからさ。アタピンさんは自分の所持品を全部年中身につける主義ですか何ですってアタピンさんとは失っきゃな。おだまり。カングリ警部はぎロリと人にらみ。 なるほど、すごい睨みである。それで、皆さんは全員一緒に帰えられましたか答えるものがない。すると、神山東洋が、まずですな土井孝一画伯が第八車の後押しをして、この第八車には内海さんが乗ってましたなこの一行が先発で、 若い衆が二人で引きますから、土井先生の後押しも入れて三人。猛烈な速さでぐんぐん谷を登っていきましたな。第八車がなぜありましたか死体を運んできたのです。死体を運んできてすぐ戻らなかったのはなぜですかそれは、 都会の人力車や円卓とは違いますよ田舎の若い衆が旦那の家へ手伝いに出てすぐ帰りゃしませんぜ薪を積むとか色々いろいろ火葬場では人手のいることがたくさんあるじゃありませんか警部は読みすぎ刑事を振り向いて二人の若い衆は来てるかはあ 昨日の関係者は全部あちらの部屋に呼んであります。そして、わさぶろうにきよという二人の若い衆を呼んできた。うつみさんをどこまでお乗せしたかねははあ、お屋敷の裏の山道の上でがす。三輪山の分かれ道のところだね。はあ、その三十件ほど上手でがす。 そこから三十軒ほど坂を降りると分かれ道でガス。なぜ裏門までお乗せしなかったのだそこから下り坂になりますで、もうたくさんだ、降りるとおっしゃったでガス。下り坂は乗り心地が悪うガスから。それに違いはありませんか、土井さん。僕は知らないね。僕はとっくに車の後押しはやめたからさ。 仮想場からの谷を上がりきるまで四五町のところを押しまくってやっただけだ。あれからは曲がりくねっているだけで勾配のないただの道だね。二人の若い衆がただの道を引っ張る車の後押してのは、ダッドさんの後押しとあんまり変わらないことだね。車と一緒にいらっしゃらなかったのですか 車はすごい速力ですよ。弾みがついて嫌がるからさ、ガラガラ回ってたちまち見えなくなっちまったよ。僕が三輪山の分かれ道へ来たときは、セムシの姿は見えなかったね。どなたか、内海さんを山で見かけた方はありませんでしたか答えるものがなかった。土井さんが戻られたとき、内海さんは戻っていましたか いいえ、僕が一番さ。内海が二番目。それからあとはもう知らないよ。僕は見張りをしているわけじゃないからな。あなたが帰られた時は何時でしたかわかりませんかこいつは難問だ。僕が戻った時、初対面のご挨拶を交わしたのは内木さんだが、 宇津木さんの方が時間の観念がありそうだな。七時頃、七時十分前ぐらい、そんなじゃなかったかしら。私も時間の観念がない方だから。他の方は皆さんご一緒でしたか私とカズマさんとお正の一行が一塊にその次です。 他の方はだいぶ遅れたようでしたな。と神山東洋が答えた。そこで私が。さよう。私と丹後と木兵衛と古禄と小瀬博士が一塊に、ぶらりぶらりと論戦を交わしながらのたくってきたですよ。丹後を登り詰めたところで丹後が分かれて、高専部落の方へ行きました。 これは論戦の気詰まりによる一種の助長的お散歩というところだろうが、続いて私が同じ高専部落へ薬を買いに行きました。二丁ぐらい進んだところで戻ってくる単語にすれ違いましたがね。私は高専宿で薬を買って暗くなって戻ってきた。裏門でカズマにぶつかる。そこへ恵ビ塚先生が、 哲学的足取りで懐中電灯をピカピカやりながらやって来られた次第です。神山さんのご一行は一緒に戻られたのですね。さようです。途中で別れた者はおりません。裏門で和尚さんは一旦寺へ帰られた。カズマがそれに続いて。そうでした。 ですから僕は、和尚さんは寺にいるものだと思ってたんです。それで一旦戻りましたが、和尚さんに用があって寺へ行った。いくら声をかけても答えるものがないので、30分ほど本堂の前に待っていました。諦めて戻ってくると、裏門でヤシと会って、座敷へ来てみると、そこに和尚さんが来ておられたというわけです。 なるほど、わかりました。それで、歌川さんが総林寺におられる間、誰かに会われましたかあそこは道から引っ込んでおりますから、一っ子一人見かけません。つまり、僕にはアリバイがないわけです。丹後さんと八代さんは、おのおの単独で戻られた。その他の、ひとみさん、三宅さん、小瀬さんはご一緒ですね。 いいえ、僕がまた単独です。と、木兵が冷たい顔を振り上げた。瞳と小瀬さんは胸林の道へ曲がりましたが、僕は裏道を通って、つまり、内海の第八車が通ったという道の方を歩いたわけです。その時、内海さんに会われたのですね。どういたしまして。 全然人っ子一人見かけません。あっちの道は山の密林の間ばかり曲がりくねって畑も田もないところですから村の人の往来もなかったです。そこへ海老塚医師が遅れて一人入ってきた。やあ、お待ちいたしておりました。お忙しいところお呼び立てして愛すまぬたいです。 毎晩欠かさず統計お見えの良しですが、今晩は休館がありましたかバカバカしい。なぜ毎晩来なければならないのですか医師は腰を伸ばすような構えをして、王兵にキラリと目を光らせた。そしてまた、バカバカしい。とつぶやいた。エビズさんが昨晩統計来られた時間は、 何時頃でしたかそんな時間をなぜ覚えておく必要がありますか病院を出られた時間はお分かりでしょう。私は時計の番人じゃないです。加熱気道の道盛りの他の人間はいちいち時計を見て生活するものではないです。しかしですな。 一般に我々がよそのうちを訪問する場合には今が何時何分頃だからあそこへ着くと何時になるそう考えるのが自然だろうと思いますが海老塚さんはそうではありませんかもしもそうでなければいよいよ彼は気狂いです海老塚先生お分かりか警部の言われる通りだよ 人間がよその家へ行くために自分の家へ出るときは必ず時間の意識がなければならぬものさ。と、木兵衛が突き刺すような冷たさで言った。おそらく彼には昨夜の記憶がまだあるのだろう。学級肌の木兵衛は女性的に執念深く一つのことに深くこだわるたちであった。勝手に調べ出すがいい。 探偵はそれが職業さ。私は病人を見るのが職業だからそれについては責任を持つ他のことは知らん八代さんと歌川さんは裏門で海老塚さんと一緒になられた八代さんは例の裏道第八車の道を来られた歌川さんは禅寺から来られた エビズカさんは村の方から来られたのですね。その時の時間はまあ、だいたい8時頃でしょう。日がとっぷり暮れた途端というところだからそうじゃないかな。この辺の山中じゃ山に隠れて日暮れも早いかもしれないな。私がそう言うと警部は。いや、わかりました。 じゃあ、土井さんが一番に戻られて、七時か六時五十分ごろ。次に内美さん、次が神山さん、歌川さん。歌川さんは一旦戻って、また出かけられた。次には、木戸瞳さん、と、小瀬博士。それから、三宅さん、丹後さん、八代さん。それで全部ですね。 ご婦人方はどなたかその時間に外出なさいましたか私たちは全部揃って広間にいました。そこの調理場にいた方もありますけれど、多分揃っていたようですわ。と、宇津木明子が答えた。揃ってと申しますと、どなたとどなた私と古町さんはここに。 か香様は調理場へ行かれたり、私たちのところへ来て話をされたり、神山さんの奥様もそうでした。ちぐさ様はこっちの部屋にはいらっしゃらなかったと思います。そこで、ちぐささんを最後に見た方は、私、と、一座の中に加わっていた脆い看護婦がはっきり答えた。 それは他の人を威圧するような思いやがった自信がこもっているようであった。私はあの方が6時頃裏門から出て行かれる姿を見ました。そしてその1分前には私に1枚の紙切れをお見せになりました。その紙切れを読みましたか読みました。不美人とむしのランデブーつかまつるべくろう。 本日6時半より7時頃、三輪神社裏、一切面談の上、内見さんは私に夢中なのよ、と千草さんは得意のご様子でした。その紙切れは、私が内見さんに頼まれてお渡ししたのですわ。彩香さんが困ったような面目ないような顔つきでくすぐったそうに言い出した。 宇津美さんは、尊強な方なんですわ。ランデブーと言ったって、ありきたりの意味じゃありませんわ。半語ですのよ。地味猛猟の密会だ、なんておっしゃることがお好きなのよ。ただ、会いたいということを、地味猛猟だの、不美人とむしの密会などとおっしゃるだけですわ。あの方は、 主婦に捧げる詩とかいうのを本当に命を込めて書くつもりでいらしたんですもの。ちぐささんはその詩のための存在でしたわ。ちぐささんのために使用を作りではなかったのですわ。なぜわかるんだ、そんなことが。と、ピカイチが軽蔑しきった言葉を浴びせた。一体その詩は書き出していたのかい 警部さん、内みの原稿を調べましたかと、瞳ろくが聞いた。さあ、原稿は一応調べましたが、私はその方の門外漢ですから。小せさん、その原稿はありましたかありました。しかし、ただ題名が書いてあっただけのようです。カングリ警部は、 そこで態度を改めて一座を見回した昨晩は大変おにぎやかだったということでしたがと笑いを含んでピカイチをじろりと見たがピカイチは知らねえよとばかりそっぽを向いたそこで警部は彩香さんに目を転じる綾香さんは昨晩の負傷で膝小僧や二の腕や肘や手の指に包帯しており 困りきった顔つきであるがこの人は美人の天性というのかどんな時でも一応どこかゆとりがこもっているという感じいつもさえざやとした印象を与えるすると警部の目はピタリと海老塚医師の上に止まって「海老塚さんは昨夜は大変ご立腹とのことですがなぜまっすぐお帰りにならなかったのでしょう?」 私はまっすぐ帰りましたよ。海老塚の顔はまるで怒りに燃えているようだ。牙でもむきそうな感じである。カングリ警部はそんなことには無頓着。海老塚の両手の包帯に目を留めて。その手の大怪我はどうなさったのですか夕べ山道で転んだのです。 恵比塚さんは足がお悪いご様子ですが、当駅から病院までまっすぐ歩いて4時間半は時間がかかりすぎるようですな。昨夜当家を出られたのは9時半でしたね。毎晩泊まり込んでいた恵比塚が昨夜に限って帰宅していたとは初耳であった。私は思わず耳をそば立てたが、恵比塚は ギギラギラと大きな目を顔いっぱいに光らせて警部をにらんで返事をしない間の悪い巡り合わせで昨夜に限って休館があった午前0時半です病院から統計電話が来て脆い看護婦が釣りの絵海老塚さんを探しに行ったがいなかった海老塚さんが帰宅したのはそれから1時間半後の2時だそうですが その間、エビズさんは、四時間半かかって帰宅の道を歩き続けていらしたわけではないでしょうな。グは歩き続けていたです。エビズは肩を張って、吐き捨てるように言った。ふん。グは歩き続けていた。しかし、まっすぐ帰宅の道ではないだけのことだ。馬鹿者ども、 ハレンチ男どもの濁り汚れた空気を払い、僕自身を取り戻すために、やむを得ず、不慣れな処方の裏山道を彷徨っていただけのことだ。だから手に怪我もした。ここは犬の宿じゃないか。ふっ、バカバカしい。誰か似合うとか。 人を訪ねて話を交わすとか、そんなことはなさらなかったのですか。ふん、この村に、僕の訪問に値する何者がいるか、バカバカしい。ちぐささんは昨夜9時半にはもう殺されていたからさ。と、木兵衛が冷やかした。海老塚は怒りに震え、拳を握りしめ、 顔をいっぱいの目の玉でギラギラと木べいを睨んで息を飲んだ。カングリ警部はその時目を彩香さんに向けて。奥は昨夜はごいなんでしたな。お怪我はよろしいのですか彩香さんはにっこりと。ありがとうございます。左足の膝がちょっと痛むだけ。あとはかすり傷ですの。 奥様が寝室へ逃げ込む。土井さんが追っかける。扉を叩く、蹴る。土井さんは12時頃までそれを続けていたのですね。ピカイチは平然たる顔で恐れ気もなく刑事をはっきり見据えて。俺はよく覚えていないのさ。刑事さんは虎になった覚えがねえのかな ぐでん点でんに酔っ払えば誰だって前後不覚になるじゃないか。俺の昨夜のことは他の連中が俺以上確かに知ってやがるに決まってるだ。警部はうなずいて。人が近づくとつかみかかったそうですが。カズマさん、そうでしたね。わざと近づいたわけではありませんが。 僕の寝室へ入るには近づかざるを得ませんから、すると襟首を掴んで突き飛ばされた。その次には蹴飛ばされた。ようやくそれをすり抜けて寝室へ逃げ込みました。小瀬さんなども掴みかかられた口でしたね。僕も寝室が近いもんで、扉から顔を出して覗いても、牙をむいて手を振り上げて叫びを上げて、 突進してきましたね。はじめの一時間ほどでしょう。すると神山東洋がうなずいて。さあよう。十一時ごろまでは扉の前に立ちはだかり、乱々たる眼光。仁王様のごとく怒鳴り立てていましたな。あっぱれな武者ぶりでしたな。十一時ごろからは、 廊下に尻餅をついて扉に背を持たせて、かつ歌い、かつわめいておられましたな。私は見かけによらぬ読書家ですから、昨夜も寝転んで読書していましたよ。土井さんの怒鳴り声が衰えて終わりを告げたのが0時18分でした。 その時、そっと扉を開けて覗いてみたら、土井画伯は、まさに居眠りつつ、扉へ持たせた背中がずり落ちようとしているところでしたよ。カングリ警部は頷いた。神山さんは弁護士のご職業柄、勘所に時間の注意が行き届いていらっしゃる。おかげで大変よくわかりますよ。 奥様の寝室の扉は、うまい具合に廊下を見通していますから。あの扉に持たれていると、皆さんの廊下の出入りが全部見通しのわけですが。土井さん、どなたが出入りしたか話していただけませんかピカイチはいささかくすぐったそうな顔つきで照れていたが。どうもね。そら、拙者は。 昨夜、人の出入りのびに怒鳴りつけたり、追いかけたりしたかもしれないけれど、どうもよく覚えていないのでね。しかし、なんだね。扉に持たれて尻餅ついてからあとは、もうみんな寝てしまったのか、一人も出入りがなかったようだな。待てよ。彼は考え込んだが、思い出せない様子であった。 土井さんご自身は扉の前から一度も離れませんでしたかピカイチは頭をかいて。正弁ぐらいには言ったかもしれねえな。どうも記憶が全然ないから。いや、絶対に扉の前から動きません。神山東洋がきっぱり言った。なぜなら、 同じ位置で怒鳴り立てている声が5秒と途切れたことがなかったからですそれは誰よりも奥様にお聞きしたらはっきりしやしませんかまさか奥様は虎の方向を尻目に悠々と眠ってしまわれたわけではないでしょうからな綾香さんはその言葉を真顔で受けてええ 私は全部覚えております。十二時過ぎるまで私の扉の前で虎の叫び声が途切れた時はありませんでしたわ。私は虎がこの山へ現れて以来主人の寝室で眠る例にしておりましたが昨夜に限って私の寝室へ駆け込みましたの。なぜなら私の習慣で私のお部屋では扉の鍵を 扉の内側に差し込みっぱなしておるものですから、とっさに鍵をかけることができるという目安がついておりましたから。ですから、幸い人足違いでうまく滑り込むように鍵をかけることができましたのよ。日頃の武将のおかげのようなものでしたわ。その時、神山東洋が聞いた。犯人は窓から入ったのではないですかな。 なぜそう思いますか土井画伯があそこに頑張っていたんじゃ、余震は現在土井さんは記憶がないとおっしゃるにしても、それを当てにして人殺しに出かけるわけにはいきませんでしょうからな。それとも犯人は酔っ払いの心理を承知の上で悠々とお仕事をしたものでしょうかな。 おっしゃる通りかもしれません。と、カングリ警部はなかなか慣れた人物で、我々に捜査の尻尾を見せることが全然ない。私はしかし、小瀬博士から聞くことができたが、犯人は外から来た形跡はなかった。少なくとも、部屋の窓からは来ていなかった。この犯人は窓から来たか扉から来たか、 そういう点に細工を漏することが全然なくて、変な小細工を施さないだけ、むしろ手がかりがないのであった。細工を施すほど、むしろ真理の足跡を残しているわけで、私のような小説書きには挙しやすいようなものであるが、それがないので、素人探偵の取り付く余地がないのであった。以上の質問が終わった時、カングリ警部は狙いの本筋を切り出した。 さて皆さんご承知のごとく一軒の家で3日にわたって4人の殺人が行われたということは日本において空前のことでありますかかる場合に同一邸宅の居住者である皆様がその平素の順良な生活にもかかわらず一様の嫌疑を免れ得ないことは法治国の合理だろうと思います 率直に皆様にお願いいたしますが、皆様方の寝室と所持品を改めさせていただきたいのです。それにつきましては、最高の文化人たる皆様への敬意といたしまして、当方の捜査の主点をざっくばらんに申し上げますが、つまり、内海さんの生産な出血状況より推察いたしまして、犯人の着衣に、 結婚の付着しないはずはないと思われますから、犯人は着衣を陰徳するか選択するか、何らかの方法を施さざるを得ないことが推定されるのであります。私どもが皆様方の寝室と所持品を改めますのはそのためですが、決して強制はいたしません。ただ、皆様の公正な良識に訴えてご協力を仰ぎ、 我々の捜査に、皆様の有力な反証を示していただきたいのであります。何がさて、別しておれきれきのご婦人方。所持品改めときては穏やかならざる次第で、ただならぬ気配が動いたが、結局、あくまで拒否した者は、海老塚医師が一人であった。しかし、大山明堂の例に漏れず、 結局、血のついた衣服の現れたのは、彩香さんのもの一つ。これは、ピカイチに振り回されてボロボロに裂けた衣服で、ついている血液は彩香さん自身のもの。すなわち、内海は B 型であり、彩香さんは O 型で、問題の余地がなかった。我々のトランクの底までみんな改めたが、例の鍵も、現れてこなかった。 12. セムシ詩人はなぜ殺されたか連続三夜の殺人事件には大の男の我々も震え上がって扉の鍵をかけただけではまだ足らず紐で巻いて寝台に結びつけたり苦心惨端いささか神経衰弱の君であるが日本馬のピカイチほどのやつまでご多分に漏れず 鍵がないからおちおち眠られずもっぱら昼寝で間に合わせている様子であった私は小瀬博士が火葬場から裏門までの道を時間を計って非常に綿密に調べているのを知っていたストップウォッチを持ち5日にわたって同じ道を往復していたが1日彼の調査に同行すると 普通に歩いて40分から45分かかるんですがね。ここにこんな小道があるんですよ。火葬場から裏門までの工程のちょうど真ん中頃と思われる谷川沿いから、一尺くらいの小道が谷底へ降りている。ちょっと見ると道とは気がつかないような細さで、谷底へ降りると石を伝って谷を渡り、またさらに 道の痕跡も定かならぬ状態ながら密林の奥へ曲がり込んでいく。小瀬博士に導かれて雑草を分けながらこの小道を伝っていくと、私は思わず声を飲んで行使せざるを得なかった。目の下に三輪神社がある。私たちは三輪神社の横手へ現れているのであった。私は思わず叫んだ。 なるほど、わかった。犯人はこの道から先回りして千草さんを殺したのだ。殺しておいて別の道からやってくる内海をやり過ごして帰ったのだな。いやいや、内海に会って何食わぬかをごまかしてきたかもしれぬ。だから内海を殺したのだろう。それでしたら内海さんもここで殺す方が安全じゃありませんか 小瀬博士はニヤニヤした。犯人がこの道を来たかどうかはわかりませんや。しかし、ともかくこんな小道があってみると、失礼ですが、三宅さんも丹後さんも先生も疑われてかるべきことになります。まったくややこしい話でさ。普通に歩いて火葬場から裏門まで40分から45分としてみると、 第八車は半ば小走りに来たのだから30分とかからなかったかもしれない。内海の足で三輪神社までの往復には25分か30分はかかるかもしれないから、ピカイチが6時50分か7時頃帰着して、それから5分か10分遅れて内海が戻る。合引きの時間というものがほとんどないようなものである。すでに千草さんは殺されていた。 だから姿が見えないので、内みは千草さんが来てくれぬものと勘違いして戻ってきたにそういない。千草さんに会っておればもっと遅れて戻るはずで。また、千草さんと一緒に戻ってくるはずであろう。諸い看護婦が読まされたという合い引きの紙はあるのかいそれを探しているのですが、千草さんの所持品には見当たらないのですよ。 私は、諸いという女が虫が好かないのである。思い上がったところがあり、誠にキザなリチズらである。彩香さんが頼みを受けて千草さんに渡したというまでは、私は千草さんの芝居でなければ、諸井看護婦のトリックだと思っていた。玉尾さんが殺された枕元のコップと水差しに、モルヒネが投入されていたというが、 モルヒネは海老塚委員も秘密に所蔵しているよしであるし、実は多ン老人が模擬中毒で、この屋敷にはモルヒネが隠匿されているのであった。ある日、小瀬博士と私は多ン老人の書斎に招かれた。だんたまたま事件の話に移った時、ちょうどビタミンの注射に脆い看護婦が居合わしたものだから、私はわざと嫌がらせに。 諸井さんは、千草さんの生前もそうだが、玉尾さんの生前にも最後に会われた人であり、おまけに、玉尾さんの枕元のコップと水差しにモルヒネが投入されていたそうだが、これを近代探偵小説の流儀で言うと、看護婦にモルヒネ。あんまりありそうなことだから、そんな馬鹿な手口を残すはずはないということになる。しかしまた、 これを逆に、あんまり疑られやすい手がかりを残すから、かえって疑られない。その急所を見込んでわざとトリックを弄するという細工も成り立つじゃありませんか諸井さんは知性の勝ちすぎたお方だからね。失礼ながら、あなたのような深淵なご婦人ともなると、謎のように我々三文文史はいろいろと勘ぐったりいたしますよ。 失敬千版な言い方であるが、近頃この家の客人どもは、挨拶代わりに、お前が犯人じゃないかね、といっそ言い切ってしまう方が清潔のような状態になっているのであった。脆い看護婦は私をじろりと見て、八代さんは、火葬場から一等遅く一人で戻っていらっしゃいましたわね。おせつな通りですよ。 ところで、ろいさんは随分体格がご立派だなあ。失礼だが、とこ並みの腕力が終わりじゃないかなあ。小瀬博士はニヤニヤしながら聞いていたが、王神さんの場合は靴の鈴。玉尾さんの場合はモルヒネ。なんとなく思わせぶりな何かが残してあるのですが、千草さんと内海さんの場合は、それに該当するようなものがありませんなあ。 多門老人が聞きとがめて。なるほど。それは面白い。さすがに一つの着眼じゃ。いけませんや、そんな。小瀬博士は照れて打ち消した。着眼の妙というやつほど真相を偽りやすいものはありませんや。当人がいい気になるだけ、救われがたいもんでさ。ねえ、八代先生。 文学もそうじゃないですかそれは政治もそんなものさ。しかし、小瀬さん。これは非常に綿密に計画された犯罪でしょうな。ただ、私が疑るのは、内海さんの場合じゃねえ。土井さんが目を光らせていたという危険の際に殺されなければならなかった。そこに謎があるのだね。 多分、あの日でなければならなかった謎が、そこにあるにそういない。その謎が解けると、事件の一角に糸口がつく。そんなものじゃありませんから。その謎を、どんな風にお考えになっていますか多聞老人は答えなかった。そこで私が、それは多分、 うつみを犯人に見たからでしょう。しかし千種さんが殺されたという事実については知らないからまだ犯人を疑うことは知らないのじゃありませんかだからその夜のうちに内海の息の根を止めることが是が非でも必要だった気球損棒じゃねえそれにしても危ない橋を渡ったものじゃその時 小瀬博士が奇妙なことを言った。一番危なくなかったのかもしれませんや。なぜ小瀬博士はニヤニヤしながら。ピカイチさんが下の日本間にいると、内海さんを殺すのはちょっと厄介ですからでさ。多門老人はぎらりと目を光らせて博士を見たが、別にそのことで、 何かかを言い出しはしはなかった。聖書書も嘘がお上手1週間は何事もなく過ぎて7月26日五水から目を覚ますと佳代子さんが京子を訪ねて私たちの部屋へ現れたこの日は一馬の誕生日で 母屋の方の台所でも石版を炊いたりしていたが洋館の方の調理場では夕食の支度に大忙しで佳代子さんも今日は珍しくこっちの食卓へお客に来ることになっていた佳代子さんは全くロウ・タケキ聖書所であったしかしまたこれに比べて絢香さんという人はこれがまた花のように多彩のうちに妙に娘らしい人で 結婚している女のように見えないのであるそういう魔性の怪しさは同性の敵意を煽りやすいのか何と言っても男という男がみんな特別引きつけられるのだから嫉妬されるのであろう加代子さんは和馬のことがあるから特別でやかさんの話になるとその底にある反感があまり神経的にえいりすぎて私は苦しくなるのであった 激しすぎる憎悪や嫉妬というものは相手を引き立てるようなもので、かよこさんほどの清純な木娘でもやっぱり聞き手に苦しい気持ちを与えるから、やきもち焼きの美しい鬼、そんなものもあるんだなあという実感を与えられる始末であった。かよこさんはやっぱり病身のせいであろうが宗教的なところがあり、それが預言者的な形となって現れていた。 けれども、例えば、王人のベッドの下に、綾香さんの部屋靴の鈴が一つ転がっていたということから、綾香さんが犯人だという風うに思い消していたり、王人と綾香さんとは関係があったということを頑固なまでに決め込んでいるものだから、そうではないことを知っている私たちには、神経だけが響きすぎて扱いにくいところがある。しかし、かよこさん、それは違いますよ。 王人の場合には、彩かさん一人だけがアリバイがあるのです。カズマのベッドに眠っており、カズマは夜明け頃まで書き物をしていたのですから。お兄様は、お姉様をかばっていらっしゃるのですわ。お姉様に、完全に騙されていらっしゃるのですもの。ざっとこういう具合であった。 あやかさんの話になると、まったくイライラするのであった。けれども、そんな話の途中に、偶然、かずまとあやかさんが私を訪ねてやってきた。あら、かよこさん。珍しい。あやかさんは目をくりくり、花粉が飛び立つように喜んで。今晩の食卓は楽しいわ。かよこさんは、 のの高い鉱山植物のようだからそっと座ってらしてくださるだけで自然に花の在りかが皆様に染み渡るでしょう佳代子さんはそのお世辞に反発を表してうるさそうなそぶりを示すかと思うとそうじゃない嬉しそうににっこりしてお姉様こそ花束のようにかぐわしいのに。 まるで、真から彩香さんの華やかさに見とれるように、うっとりというのであった。私はまさしくわっけに取られた。女というものは、こんな木一本の潔癖そのものの娘まで、みんな天性の嘘つき、外交家書生家なのである。それにしても、かよこさんの場合は特別ひどいと私は思った。思うに、 かよこさんは別して孤独な人であり、友達といえば京子が一人、他の何人にも打ち解けた思いを抱いていないのだから、いつも外交家的に生きておるのが自然であり、たまたま京子と一緒のおかげで、私だけが外交家でないかよこさんの心底を知らされているわけなのだろう。心底を見せれば女はみんなこうであるが、我々男は、 めったに女の心底に触れる機会に恵まれていないだけかもしれない一馬は案外にも立場に窮したように困ったところはみじんもなく落ち着き払っていて「か代子はもう体はいいのかい?」「先日まで微熱が続いていたそうじゃないか」「こんな事件続きで見舞いもゆっくりできなかったが」 近頃は、イビ塚さんの薬まで嫌がって飲まないそうじゃないか。神経質すぎちゃいけないね。お医者さんの薬は飲まなければいけないよ。佳ヨコさんは寂しそうな顔を上げて。ええ。でも私、長生きしようとは思わないんですもの。それだよ。それがいけないんだ。ねえ、京子さん。 そうでしょええ。本当に早く死ぬなんてつまらないことですわ。明るい希望をお持ちになると、病気なんかすぐ治るに決まってますわ。独断そのものである。いとも簡単に病気が治るようなことを言うから、こうわっさり言い切られても、当の病人はついていかれぬ気持ちであろう。 カズマは私の方に向き直って。エビ塚医師は、しかし近頃困ったものだね。例の論語研究会の奥田利吉郎という先生が、エビ塚さんの紹介状を持参して宣告やってきたのだけれど、僕のところの客人方に一度議論を講じたい。自分の方から出張するが、いつが都合がよろしいか、というのだよ。 ちょうど八丁花の荒弘介刑事が来合していたから頼んで追い返してもらったがね海老塚さんの紹介状というものがバカバカしいもので一石講じてもらうのが皆さんのためだ奥田という人は天才であり成人であるというような常識外れの文面だから頭がどうかしているよ論語の先生は正気なのかい 共信のとはみんな要するに共神だから、共人に決まったようなものだろう。愛嬌に一石講じてもらうのも面白そうじゃないか。差し詰め単語の小説なんかに出没しそうな人物だから、先生大いに面白がって、いろいろおだてたり、冷やかしたりすることだろう。瞳孤独の金作なんかも、 終戦以来は、偏人、奇人、狂人ばっかり登場させてやがる。戦争この方、狂人が主役を演じるご時世なのかもしれないね。へそ出しレビューも、論語先生も、背中合わせの萩と月かね。まったくだね。坂口安吾という先生の小説なども、へそレビューと論語先生の抱き合わせみたいなものじゃないか。実はね、 八丁花先生が僕たちに何か聞きたいことがあるのだそうだ。私たちは佳ヨさんと京子を残して部屋を出た。八丁花はカズの部屋に私たちを待っていた。彩ヤさんは夕食のお手伝いに調理場へ立ち去った。八丁花はアタピン女子と一緒であった。ご足労、愛すみません。 八丁花は武骨だけれども、なかなか礼儀正しいところがあって、ぺこんと一つ頭を下げた。今日は一つ、分断の事情についてお話を伺いたいのですが、もちづき王人さんは敵がたくさんあったそうですね。どんな敵ですか文学上の敵ですよ。もちさんが亡くなられると、どんな方々が喜びますか まず誰一人喜ばぬものはありませんな。作家仲間に毛嫌いされていましたよ。無礼粗雑な奴ですからな。もとより私も大喜びです。文子はみんな焼きもち焼きでしょと、アタピン女子がキンキンわめくように突撃してきた。あなたは自信がないんでしょ才能が足りないからよ。 だから焼きもち焼きなのね、あさましい。頭へピンと来ないからね。まったく不幸の至りですよ。私たちは確かに頭が悪いんだな。づ月さんが亡くなると、あなたの原稿の売れ口が増すのね。お説の通りです。ところで、しろさん。文学上の、つまり、才能の嫉妬からですな。 人を殺すということが考えられますかそれは。考えられますよ。いろいろの可能性の中で、そんなことは極めてありそうなことじゃありませんか。もっとも、古今東西、案外実際にはそんな殺人は行われていないかもしれません。人を殺したからって自分の才能が増すわけじゃないからですな。 分子の嫉妬は名声の問題じゃなく才能の問題だから、殺して自分の才能がどうなるわけでもないとすりゃ、案外こんな殺人は滅多に起こらないのが自然かもしれません。なるほど。全くそうかもしれません。何気によらず芸の嫉妬で人を殺す。ありそうでほとんど効かないものですからな。なるほど。 殺したところで自分の才能に変わりがなきゃ、殺したところで仕方のないようなものですな。ところで、大変失礼な質問ですが、皆さん、こうして事件の家中に生活していらっしゃる。それも一度の事件じゃなしに、三日も続いて、皆様のお知り合いの方々が四人も続いて殺される。別に、おかっぴき根性というやつじゃなくとも、 誰しも心に自然に疑うり思い当たるようなことが終わりだろうと思いますが、これは私の邪推でしょうかそれはまあ、誰しもいくらか素人探偵的な気持ちにならざるを得ないでしょうな。いや、ごもっともです。人間の自然の気持ちが当然そういうものでしょうな。つきましては、厚かましいお願いですが、 一つ、皆さんの秘密の意中を漏らしていただきたい。もちろん、差し触りのない方法によってですな。例えば、慰み半分で結構ですが、犯人がての投票遊びというようなことをやっていただく。私どもが主催しますと角が立ちますから、これを八代さんから冗談のように持ち出していただく。いかがでしょうか。全く冗談半分。 慰みでよろしいのですが。それはしかし、結局つまらぬことですよ。大体、我々が素人探偵気取りで、おのおの何かと勘ぐるところもあるでしょうが、おそらくその結果として、誰が犯人だという結論を持っている者はいないだろうと思いますね。私自身も元よりそうですよ。犯人は誰かと聞かれたって、 とても答える推理の根拠がないですからな。元より、それで結構ですよ。わからぬ人はわからぬという答案でよろしいではありませんかあるいはまた、明確にはわからなくとも、誰が臭いとか、怪しいとか、漠然と思っている方もあるかもしれません。それぞれ自分勝手の方式で、秘密の疑惑を聞かせていただければありがたいことですな。 私はしかし、その主催者はごめんですよ。堂々とあなた方が主催しておやりなさい。角が立つと言ったって、もともと品の良いことじゃないのですから、あなた方はご自分で責任を持たない方はありませんよ。人を手先に使うなんて、ますます品が悪くなるばかりのことですよ。アタピンさんのご司会などが大変面白かろうじゃありませんか おっしゃいましたわね。品がいいとか悪いとか、ご自分は何ですかあなたは、歌川さんのおめかけとできた人じゃありませんかおまけにそのおめかけを連れて、元の主人のお宅へのころこ遊びに来る心臓は、毛が生えてるどころか、熊の毛皮でできてるようなもんじゃないの。それで自分は品が良いとでも思っているなら、警察のやることなんかは、 神様の審判のようなものじゃないの。身の程を知ればいいよ。大変な御剣幕である。しかし、犯人当てっ子の投票遊戯、などという慰み半分の悠長調は、消し飛ばざるを得ないような、大変なことになった。十四聖書女と最後の晩餐。 我々がまだ食卓に着かず、みんな広間に集まって、飲みすけ組はちびりちびりとウイスキーなど舐めているとき、エビ塚医師が背のひょろ高い30ぐらいの丸坊主の男を連れて入ってきた。頬骨が飛び出して青ざめて、栄養不良の見本のような男であった。まさしくこの時、この部屋の鳩時計が七時を告げた。 海老塚医師がもったいぶったそぶりで。皆さん、ここに、奥田利吉郎先生をご紹介申し上げます。論語の研究家と申しますよりも、最も誠実な論語の実践家であり、苦行者であり、聖者であります。聖人は、青ざめた顔をビリビリと震わせながら、 何か必死の面持ちで一同を見すくめながら人はパンのためにのみ生きるものではないと申しますがおいおいそれは論語の言葉じゃないぜのこのこと恐れげもなく現れやがって和洋折衷の安説法ってのがあるがいキングルイザルめ痩せても枯れても 芸術家は木一本のもの自体というやつなんだ。レディーメイドと違うんだから、気狂い猿は引っ込め。酒の魚にもならんぞ。と、ピカイチが腹を立てて、青筋を立てて睨みつけた。瞳ロクがそれを引き取って、まったく不愉快千番じゃないか。おい、エビ塚君。 我々の集まりに君自身が顔を出すさえ無益。不快であるというのに、我々の同意も待たず未知の人を連れてくるとは何事だい。我々は君の家の客人ではないのだぜ。論語は例を説いているが、論語の先生、そもそも出現の方法からして論語を裏切ること甚だしいじゃないか。カズマも立腹して、 エビハラさん、この集まりの主人である私がその人物の侵入を許しませんから、連れ去ってください。あなたも当分この集まりには出席なさらぬ方がよろしいようです。はからざるカズマの語気に器用をつかれて、エビ塚は唇をビクビク震わせながらしばらく言葉を失っていたが、皮肉屋の単語が私の予想通りにゆっくりと、 もっともらしい静かな声で。論語聖人のご説法なんて東京じゃ聞けないことだね。礼儀などという常識論にこだわることはないさ。例の常識をわきまえざるところにこの聖人の偉さがあるかもしれないよ。未だ進化を極めざるうちに向こう見ずに追っ払うというのは芸能人の心構えに反するところじゃないか。 いい加減にしろ。お前は型通りのことしか言えない奴だな。自分の好き嫌いもわからずに、新しそうな型でばっかり物を言ってやがる。だからお前の文学はいつまでたっても偽物なんだ。王人とお前とじゃ、お月様とすっぽん以上に開きがあらな。 ピカイチは突っ立って成人の肩へ両手をかけてぐるりと後ろ向きに回して。さあ歩いた。家く侵入罪という法律にも反しているよ。当局に訴えずに勘弁してあげるからならんと消えてなくなりなさい。さあ、あいちに。この聖人は昔は王人にひとたまりもなく伸ばされて、 エビ塚委員にお世話になったこともあり、見るからに王人に貫禄を取らざる豪傑の出現に、ますますただもう青ざめて二の句が告げず、ふらふらと押し出されて、食堂の扉から外へ突き飛ばされてしまった。エビ塚もその後を追って、食堂の扉から一緒に去って見えなくなった。食卓の用意ができた。まったく。 キング医者にも手こずるけれど、単語という偽物芸術家には嫌な思いをさせられるな。本人はいい気になって嫌がるから、鼻持ちならないことを。ねえ、カヨコさん。いい名前だな。それに、あなたはいかにも心の筋が通った感じだな。 単語みたいな偽物に比べると、物の本当の姿を見届けている深さがうかがわれるな。さあ、お嬢さん。私はあなたの隣へ座らせていただきますよ。私はね、あなたのような心の正しい深いお方は、からかったりくどいたりいたしませんから。あなたの、 深い静かな心に映った物事のよもやも話を聞かせていただこうじゃありませんか。とピカイチはカヨコさんに椅子を勧めてその隣へ自分が座った。おかげで京子はカヨコさんから離れてしまった。しかしカヨコさんはなんとなくピカイチがお気に召した様子で、 彼の話にまともにあれかれ話を交わしている様が私たちには異様であるが、しかし、木娘というものはこういう男にかかると手もなく手なずけられるのかもしれない。神山東洋の奥さん木園と女中の八重がいつもの例で九時に出ている。食事のコースが半ばを過ぎた頃、恵ビ塚が母屋を回って広間の方から食堂へ入ってきたが、 彼の席の儲けがないので木園さんが「お料理は用意してありますのよ。今先生の席を」と隅から椅子を動かそうとするとカズマがいつになく景色ばんだ顔を上げて「海老塚さんこの集まりの方々とあなたとは気質が違いすぎているようです」あなたはそれでもこの集まりにこうして出席なさるところを見ると どこかお気に召していらっしゃるのかもしれませんが、他の方々はあなたの出席に不快を覚えられるばかりのようですから、ただいま限り、このお集まりから身を引いていただきたいのです。お食事は母屋の方でお取りください。ひゃっはっまさしくそうでなければならぬ。私も気質が違っているが、 これは警官の禁足令によって好ましからぬ思いを抱いて忍んでいる犠牲者だよ。と、ピカイチは胸を叩いて。まったく、カヨコさんの美しさ、静かさ、深さに比べると、アヤカなどという女は、孔雀の羽をつけたなんとかいう、あれですよ。失礼ながら、 女流流行作家、宇津木明子さんといえども、その魂のあり方、一の正しさ、魂の悲劇的な深さ、静かさ。それにおいて、果たして聖書女かよ子さんに勝るところがあるのかなうやあ、失礼。あえて美貌の正当詩人を怒らせてまで、 かよこさんを賛美する私の尋常というものは我ながらあっぱれなものじゃないかい,いえかいちさんの尋常はどなたにも増して私が認めておりますのよと宇津木さんがあからみながら目にいっぱいこびをたたえていったかよこさんならどんなに賛美なさってもよろしいわ本当に私なんかは 女のクズのようなものですから。いやあ、アキコさん、あいすみません。あなたの公正寛大な気質については、かねて知り尽くしているのですよ。そこに甘えているのですな肝心態度。あなたは全く、わたつみのような正当詩人でいらせられる。こんなとき、 せめて、うつみさんが生きていらっしゃると、何か一言ピカイチさんをやり込めるようなことを言ってくださるでしょうに。本当に、憎らしい方ね。うつみだったら差し詰め、憎らしいねとは人間的だな、というようなことを言いやしませんか。と、瞳子六が明子さんの方を冷やかした。人肉的というのさ。 と木兵衛も不況げな顔を女房の反対側に背けていった俺は女房を肉欲的に下げすむ御人は軽蔑するなとピカイチは済ましたものだその時綾香さんが立って隣席の京子に何かひそひそささやいていたが2人が立って食堂を出ていった数分の後戻ってきて京子が私のところへ来て 彩香様とご婦女へ行っていたのよ。一人じゃ怖いからとおっしゃって、私も一緒に行ってあげたの。そしたら、庭の奥を人が隠れる姿が見えたとおっしゃるのよ。なんだか怖いから、あなたは見てくださる彩香さんからカ馬に話したものと見えて、カ馬も立ってきた。私も立って、小瀬博士を呼び、彩香さんの案内で、 おもやと洋館をつなぐ廊下の便所へ行った。洋館の開花の便所は、内海の残殺された隣だから、ご婦人連がそこを避けるのは当然であった。すると、廊下の外。おもやの表座敷の方に人影があるから、追加してみると、読みすぎ先生である。あら、刑事さんでしたの。ははあ。 ちょっとブラブラ、なんとなく警戒いたしておるのです。毎日ですかそうですよ。あなた方が寝静まってからも、私たちはそれとなく警戒いたしておりますよ。じゃあ、今、庭の奥の茂みへ隠れたのも刑事さんかしら庭の滝の上の方にもどなたか警戒していらっしゃるさあ、どうですか 別に打ち合わせてはありませんが。八丁花でもいるのかないや、八丁花は他の仕事があるはずだが。私が一つ見回ってきましょう。あやかさんはホットアンドの様子であった。私とカズマは立ったついでに用を足して、私が先に戻ってきた。みんなぞろぞろ出たものだから、それに引かされたらしく、 私と入れ違いに木兵衛と神山東洋が立って用を足して戻ってきたその時コーヒーが配られていた八重がピカイチのところへコーヒーを運んで卓上へ置くとピカイチは茶碗を手に取り撫で回しひねくり回して「ちっくしょうめ相変わらず欠けた茶碗を回しやがるな」とじろりと八重をにらむと お前さんが暴れてコーヒー茶碗を描いたのだから、自業自得す。と、八重はピカイチを好まぬらしい。あれカヨ様にあれをあげればよかった。こっちがもっと欠けているもの。先日ピカイチが暴れた時、テーブルがひっくり返ってコーヒー茶碗が一ダースほど欠けたり割れてしまった。 それ以来、コーヒー茶碗の数が一つ足りなくなって、ピカイチには必ず欠けた茶碗を回す習慣になっていた。今夜はカヨコさんが現れたから、カヨコさんにも縁の欠けた茶碗が回ったのである。カヨコさんは女中の子供であるから、客人に比べて待遇が悪いのは仕方がない。八重は習慣の通り、いつものピカイチ用の茶碗をピカイチに配ったから、 かよこさんはピカイチよりも縁のかけ目の大きな茶碗が回ったのである。じゃあ、かよこさんにはこっちの方を差し上げましょう。こっちはいくらか掛け目が少ないやね。と、ピカイチはかよこさんとコーヒーを取り替えた。かよこさんはコーヒーをかき混ぜて一口二口飲んだが、なんとなく異様な顔つきで、 いぶかしそうにそっと茶碗を置きながら眺めているうちに茶碗を落としてにわかに立ち上がると大きな目を見開き胸をかきむしって飲めるようにテーブルの上に四つんばいになり倒れてしまったピカイチがあっけに取られて抱き起こそうとした時にはピカイチの腕の中からズルズルと 床の上へ沈み落ちるばかりであった。ピカイチはカヨコさんを抱き、揺すりながらアシュラのような顔を浮かべて。おい、医者を呼べ何をグズグズしているか早く医者を呼べわからないのか、畜生めおい、てめえら、何をぼんやりおい、医者を呼べと言ったら バ鹿野郎めが京子とカズマが飛んで行って解放する。恵比塚医師も意外にすぐ現れて一、二分脈を取ると、すぐ首を振って立ち上がった。その時、錯乱した我々のようなピカイチの声が轟いた。動くな外へ出るなテーブルの上のものを動かすな カヨコさんは毒殺されたんだぞ俺の代わりに殺されたんだ畜生。俺に毒を盛り上がったバカ野郎見ろ死んだのはカヨコさんだけだ椅子につけ元の席につけピカイチの凶暴な目は乱々と燃えて、 あやかさんに注がれていた。彼はふんぬに興奮して、ただで激しく息をしている。その時、下江さんが戸惑ったように扉を開けて現れて。エビ塚先生はいらっしゃいますかエビ塚は顔を上げて、いぶかしげに振り向いた。神山東洋が大きな声で。おりますよ。 う答えるとすぐ来ていただきたいのですけど旦那様のご様子が変でそう言いながら倒れている佳代子さんに目を留めてもう少しで失神しそうにこらえている様子であった神山東洋の大きな声が嘲笑のように不気味にとどろいた8時 四十十分五佐藤とピカイチの手かよ子さんの死体が運び去られ私たちとそれにつぼ兵夫妻女中の八重らが広間に缶詰にされて食堂と調理場は封印された検視を終えたグリ警部の一行が 下江さんや諸井看護婦を従えて広間へ現れたのは9時半ちょっと過ぎたところで彼らはまず食堂と調理場を調査した後我々の前へ現れて皆さんまたまた夜分ご迷惑なことでしょうが付き合っていただかなければならなくなりました我々の無能を誠に残機に耐えませんが我々の相手は まさしく悪魔の中の天才であります。カングリ警部もどうやらいささか興奮の気味で兵糸の冷静を失い、満、ま、々たる闘志、年がいもなく清っている。痕跡、異なる場所において同時に二つの殺人が行われましたが。二つ宇津木秋子女子が思わず叫んだ。 カングリ警部は頷いて。さよう二つ。歌川多門氏と岡代さん。しかし、企みの行われましたところはこの一角です。つまりお二方とも、食べ物に混入された毒物によりますもので。岡代さんは生産狩り、歌川多門氏はモルヒネによって殺害されました。 これには全く驚いた。多ン老人はコーヒーではなく、プリンの中へ混入されていたモルヒネで死んだというのであった。まず坪平夫妻が尋問されたが、多ン老人は獣肉を避け、魚肉もごく淡白なものに限って用いる例であるから、我々とは献立が違っている。この日は、鮎の塩焼き、鯉の洗いに、吸い物、やっこ豆腐、 ししたしというこんだてであった多門老人の夕食には食後にプリンを食べる昼食にはゼリーであるがこれはこの春以来綾華さんが作ることになっていたモルヒネはプリンの中に煮込まれていたもので製品の上へ誰かが振りまいたという性質のものではなかったでも想像もつきませんわ私がプリンをこしらえている間 別に何事もなももかったのですもの。ですその場から離れた覚えもございませんし怪しいこともございませんいつ頃ですかプリンを作られたのは4時頃かと思います刑事の方がお見えになって八代さんに会いたいとおっしゃいますので八代さんのお部屋へ参りまして居合わせていらした加代子さんとご挨拶などしてそれから調理場へ行きましたの まず、プリンを作って冷蔵庫へ入れました。奥様、もしや、お砂糖に。と、壺平の女将さんが言葉を挟んだ。彩香さんは目を大きく見開いて女将さんの顔を見ていたが、蒸気して目の輝きが増してきた。一体、砂糖がどうしたのですと、カングリ警部に聞かれて、 壺兵のおかみさんが答えた。旦那様はお体にいけないそうで普通の砂糖はお召し上がらぬ習慣でしたビート糖を用いまして旦那様の召し上がり物に限ってお砂糖だけは特別のつぼ砂糖のお砂糖を用いる例にいたしておりますので直ちに食堂のお砂糖お醤油、綿密な調査が行われたが 多門老人の砂糖壺に限って注意してみればそれとわかる多量のモルヒネが混入されていることが発見された砂糖壺は一貫切りのガラス壺であるが砂糖はまだ半分入っておりこの日までは料理に用いて異常のなかったものであったプリンに砂糖を用いたほか別の料理に用いましたかね夕食の召し上がり前には ほかにもちいておりません」と坪兵が恐る恐る答えた彼は顔色を失っていたプリンの前に砂糖をもちいたのはいつものでしたねごちゅう食の紅茶にはもちいましたごちゅう食はサンドイッチでしたので2号の牛乳にじかに紅茶とお砂糖を入れて煮ましたが 相当多量に用いたわけだね。まあ、さようです。プリンに用いる分量ぐらいは用いたろうと思いますが、歌川さんはそれを全部飲みましたか。坪兵が答えることができずにいると、下江さんが。全部お飲みでした。あなたがお給仕したのですね。はい。 その後に別に異常はなかったのですね。ございません。紅茶の支度はいつごろでした旦那様の昼食は12時半、夜食は8時と定めてありまして、その10分前ぐらいに、いつも下江さんがお膳を取りに参られますから、間に合うように用意いたしております。 ちょうど、十二時半十分前にできたろうと思いますが、カングリ警部は頷いた。十二時二十分から四時までの間に、誰か佐藤壺に手を触れた方がありましたか坪兵は恐縮して。手前は、どうも、一向に、ええ、注意もいたしておりませんで。ずっと食堂にいなかったかね へい、昼休みに部屋へ下がりまして、出前は3時ごろまで一服敬服しておりましたが、女房は後始末に1時半ごろまで調理場におりましたかと存じます。はい、皿洗いをしておりました。神山様の奥様が手伝ってくださいまして、お部屋へ戻りましたのは1時半ごろでございます。 その間に、どなたか調理場へ見えた方があったかね。ご昼食の後は、皆様お昼寝をなさいますようで、3時頃までは調理場へお見えの方は滅多にございませんです。3時過ぎに私たちが調理場へ出ましてからは、奥様はじめ、宇つぎ様、やしろ様の奥様、神山様の奥様、いろいろお見えになりましたが、 砂糖壺に手を触れた方はお一方もございません1時半から3時までは調理場は無人だったわけですねさようでございますただ2時ごろでしたかアが到来いたしましたそうでもろいさんが届けてくださいましたあなたがそれを受け取ったのですねいいえ冷蔵庫へ入れておきましたからとおっしゃって 扉の外から工場だけで変えられましたのですここでは使用人たちが昼食後昼寝いたしますのが習慣でして皆さんそれを心得ておられますので休息の邪魔にならぬよう行き届いた注意を払ってくださるのですカングリ警部は京に駆られた顔つきでもろい看護婦をジロジロと見つめたあなたは近頃病院勤務は廃業ですかね 午前8時から11時半まで千さ様の事件この方おゆら様の病態が悪化しておりますので旦那様のご命令でございます諸井看護婦は相変わらず平然たるものである大人物といわれるほどの男でもとかく男というものは相手によって態度が変わるものであるが諸井看護婦は水のごとき無表情 大公爵でも冠鬼警部でもびくともしない面魂は見上げたものであるあゆを運ぶのもあなたの仕事のうちですかあの時間に当家で目を覚ましている使用人は私の他にはございません。その時調理場は無人でしたねいいえ一人いた方があります思わず一座は緊張した カングリ警部は、最下鍛錬に力を込める身の構えで。誰でしたかおかよ様。混乱した人々の思いが気配となって動いている。カングリ警部の全身に気迫がこもった。諸井さん、あなたは、死人に口がないということを感情に入れていますね。諸井看護婦は冷然とうなずいて、 そうかもしれません。そのために私の言葉が信用されないという馬鹿らしさを。おかよさんは何をしていましたかお水を飲みに来たのだとおっしゃっていました。私が冷蔵庫に鮎を入れているうちに出て行かれたのです。私が調理場を出ると、おかよさんはこの広間の椅子にかけて読書しておられました。 やしろさんの奥様を訪ねたけれど、お昼寝のようだから、とおっしゃっていました。私も、この広間でおかよ様を見かけましたの。2時40分ごろでしたわ。やっぱり読書していらしたのです。と、古町さんが言葉を挟んだ。もう11時近い時間になっていた。カングリ警部はいらいらして。 それでは、神山さん。職業柄、あなたは行き届いた観察眼をお持ちのようですから、夕食の様子についてお聞かせください。そうですか。それでは、皆さんを代表して、私から申し上げましょう。さすがに離れたものであった。宣告まではまださほどではなかったけれども、 こうして指名を受けて一座を代表したとなるとまるで貫禄が違ってくるぐり警部も引け目に見えるくらい調べの席にはどうにいった呼吸を備えているのであるまず夕食の始まる直前のことでしたが私どもが広間へ集まりまして食卓の用意ができるまで思い思いにビール酒など飲んでおった時です ちょうどこの鳩時計が七時を打ちました。念のために申し上げておきますが、この鳩時計は四分ほど遅れております。この鳩時計が七時を打ったときに、海老原医師が論語研究会奥田何がしという青ざめてひょろ高い軍服の人物を連れてきました。 恵比塚さんの市場の紹介があって早速この聖人が説法に取りかかり人はパンのみによって生くるものにあらずと言いかけますと土井画伯が聖人をはったと睨んで「バカ野郎め孔子様にそんな文句があるかい我々物自体の作家に向かって 和洋折衷の説法は怪しからんやつだ瞳孤六さんも礼儀をわきまえぬやつめと怒る丹後さんだけが聖人の味方をしたようですが結局主人の一馬さんが家宅侵入を許さずということになって土井画伯が回れ右お一二お一二 食堂のドアから外へ突き出しましたよ。海老塚さんも一緒に出ました。あの時私は気がかりでしたが、海老塚さん、あなた方は靴を脱いで母屋の方から来られたのでしたな。裸足で歩いて行きましたか海老塚医師は光る目玉をぐるぐる回しているだけで返事をしなかった。 これだけの前奏曲があって、いよいよ本家に取りかかるのですが。するとピカイチが遮って。その次のことは俺に言わせてもらおう。食事の終わりに近い頃になって、当家の霊婦人が京子さんに耳打ちして二人揃って食堂を出て行った。まもなく戻ってきて、今度は、 やしろくん、かずまくん、こせくんを語らって、5人で食堂を出て行った。その後で急にごちゃごちゃして、まだ2、3人出入りがあったが、それは僕はよく記憶がない。その時、コーヒーが運ばれていたのだ。警部さん、よく聞いてくださいよ。私のコーヒー茶碗だけは目印があるのだよ。 が欠けているのだコーヒージャワンを一ダースほどぶっ壊したのは正しく俺だけれどもしかしこれだけの対価に変わりがないとはおかしいじゃないか1週間ほど前からあんたが壊したのだからこれはあんたのよと言って必ず欠けたコーヒージャワンを持ってきやがる そこにいる女中めがそう言いおるのでさ、聞いてごらんなさい。これには差し金がありますよ。計画があってのことだ。その差し金が何人であるか、それは言うまでもなく、皆さん、お分かりのことでさね。そして、かねての計画通り。 俺の茶碗に生産狩りを入れやがったのでさ。すると、あいにくかよこさんの茶碗も欠けていた。俺の茶碗以上のかけがあるから、それじゃあ変えてあげましょうと取り替えたのが悲劇のもとさ。俺だったら生産狩りのコーヒーなんか、あたぴんじゃないが、ピンと来てすぐ吐き出すね。不死身でさあね。 刑事さん、食事の終わり頃食堂を出入りした連中を調べてみりゃ、犯人は出てきますわね。あなたは、なぜコーヒー茶碗を取り替えたのですかカングリ警部が珍しそうに聞く。当たり前さ。俺は、ご婦人のために剣馬の牢を尽くすことを人生の目的としているのだからさ。 嘘おっしゃいあなたがご自分のお茶碗に青酸カリを入れてか代子さんに差し上げたのですやかさんは怒りに震えてピカイチをにらんだがピカイチはふんという顔をして取り合わないやかさんは怒り浸透に発して「この人は手品の名人なんです」コーヒー茶碗へ毒薬を入れるくらい子供魂にやれるんですのよ 花札でも、ダイスでも、爆地打ちよりもインチキが達者なのです。指先の魔術使いなんですわ。ピカイチのソファーの傍らにちょうど碁番があった。ピカイチは小石を一つつまみ上げた。そして、彩香さんをからかうように指先に小石を挟んで腕を突き伸ばした。指先の小石は変幻出没。 しからかうような生き物のようよよななきのさである。ピカイチは指の魔術を使いながら悠然として「東西東西ここもとご覧に入れまする曲芸は黒石のほかにもう一つ白石をつまんで二ついっときに指に挟む」。 出没自由。熟練の妙を極めている。ピカイチは悠々と綾香さんを見すくめて。殺人狂じゃあるまいし、俺が何のためにカヨコさんを殺すのだ。すべて殺人には動機がある。まず動機を探してもらいましょう。はい東西東西カングリ警部は、 どうやらいしかしまず悠ゆ々うゆうとタバコに火をつけて人々を見回したおもむろに綾香さんに向かって奥様が八代夫人と食堂を出て行かれたのは何かご用があってですか綾香さんは顔をわからめたが京子ももじもじ答えることができないのでご婦人へ参ったのです 仕方なしたなに彩香さんが言った一人で参るのが心細かったものですから、京子様にお願いして一緒に行っていただいたのです。便所の窓からふと滝の後ろの山の方を見ましたとき、誰やら人の姿が隠れたのが見えたのです。あそこには、あずま屋に一箇所、その他、灯籠に二箇所ほど明かりがありますので、部分によって、 ほんのり見えるところと暗闇と入り混じっておりまして、私の見た人影はちょうどその境界あたりにあたっておりましたから、瞬間のうちに暗闇へ消え隠れてしまったのです。こんな場合でございますので、恐ろしくなって、主人や八代さんや小瀬さんに来ていただいて、ちょうど長畑警部もいらしたので、調べていただきましたのです。カングリ警部はうなずいて、 読みすぎは、さっき調べてきたのだね。はあ。早速駆けつけてみましたが、もう人影は見当たりませんでした。何分、直線に駆けつけるわけにはいかないところで、洋館を一回りして、おまけに、庭の道ときては迷路のようなものですからな。それは一人じゃ手に負えるはずがないから、仕方があるまい。カングリ警部は部下をいたわった。 それで皆さん、すぐ食堂へ戻られましたか私はついでに4を足して戻りましたが、カズマもコセ博士も多分そうだったようですね。私がこう言うと、カズマとコセ博士は頷いた。三人ご一緒に食堂へ戻りましたか一緒に戻る理由も別にありませんからな。別々に戻ったようです。 奥様と八代夫人は先に一緒に戻られましたかちょっと調理場を覗いたり女中に言葉をかけたりなどいたしましたけれど私どもも別に一緒ということを意識いたしてはおりませんので京子様が先でしたかもしれませんでもほとんどご一緒のようでしたわ私も坪平の女将さんに話しかけたりしてちょっと調理場を眺めていましたから 別に何という理由もなかったのですけれど。警部は大きく頷いた。その時、調理場にはコーヒーの用意ができておりましたか用意はできておりました。彩香さんは血然たる視線ではっきり警部を見つめていった。しかし声は、決意にもかかわらず、さすがに自然に低かった。 私たちが戻ります時ちょうどコーヒーのお茶碗が広間の底のテーブルの上に並べられているところでしたお茶碗にはコーヒーが継がれていたのですか継がれておりましたお砂糖もミルクも調理場で入れてここへ運んで並べているところでしたカングリ警部は食堂からピカイチとカヨコさんの茶碗を取り寄せてゆっくり眺めました ピカイチの茶碗の縁は一箇所は小さく欠けていたが、かヤこさんの茶碗は2箇所に大きく2箇所に小さく欠けていた。カングリ警部は顔を上げて女中の八重を見た。どっちの茶碗が土井さんの専用だねはい、そっちです。と、間違いなく欠け目の少ない方を指して答えた。 他に欠け目のない茶碗はないかねはい、ございません。戦争中からいくつとなく割りましたまま、新しく買ったことがございませんので。警部は頷いて。近頃は安物ばかりで、おまけに目の玉の飛び出る値段だからね。それから私とカ馬に向かって。あなた方も、 そこのテーブルの上のコーヒー茶碗を見ましたか私たちもうなずいた。その他に2、3人お立ちになった方があるそうですが、どなたでしたか私が立ちましたよ。と神山東洋が答えた。続いて木米が僕もと答えた。あなた方もテーブルの上のコーヒー茶碗を見ましたか 私が便所から戻るときは、それを食堂へ運んでいるときでしたよ。いくつかはテーブルの上に残っていたかもしれないがあんまり注意も払いませんでしたからわかりませんね。僕が戻るときはもうコーヒー茶碗はなかったようだな。僕はしかし、エビ塚医師がそのときコーヒーのコップを握って飲みながら 調理場から出てきたのを見ました警部は意外な顔をした海老塚さんは食堂にいらっしゃらなかったのですか僕は調理場で食事をしました合い口のような冷たさでぶっきらぼうのお返事である神山東洋がそれを引き取ってこれには市場の説明がいるのですよ 土井画伯が真ん中を飛ばして前奏曲からいきなりフィナーレへ移ったものですからね。食事の途中に、海老原さんが多分成人に因果を含めて別かれていらしたのでしょうが、食堂へ戻っていらした。するとカズマさんが、海老原さんと客人たちでは気質が違うから、 この席へは出席しないようにしてほしいとおっしゃったそれで食堂を立ち去られたのです海老塚さんは食堂にいらっしゃらなかったのですか海老塚がそれからずっと調理場に食事をしていたという事実は我々に少なからぬ疑惑と動揺を与えたその中でもピカイチは面食らった様子であった わけが分からなくなったという面持ちで不機嫌に口をつぐんでいる「調理場のどこのところで食事をとっておりましたか?」という問いに海老塚はじろりと反抗を見せただけで返事をしようとしない坪平の女将さんが代わって答えて料理の性質によって仕事場の多忙の場所が変化するたびにあっちへ移りこっちへ行き 時にはににかけたり、時には立ったまま食事をしていたということであった尋問が終わって警官の一行が引き上げるときピカイチはやや難しそうな顔つきで警部さん俺はもう嫌になったね東京へ帰っちゃいけないがなそうですな無理にお引き止めはできませんが 特別の差し障りがなかったら、もうしばらく滞在していただければ何かと好都合ですが。そうですか。別に用はないけれどもね。私は秋の展覧会の作品ももう書き上げているから、そっちの心配もないのだけれど。嫌だなあ俺は。とにかく、明日から俺の食べ物は俺に作らせてもらうぜ。いけませんわ。 そんなあなたがいやらしいあなたこそ私たちを毒殺しかねない悪者です綾香さんが叫んだカングリ警部が口を挟んでそうですなそれじゃあどうでしょうアタピンを毎日差し向けますから料理に立ち合わせたらええ心得ました 私の目の黒いうちは大丈夫。ポンと胸を叩かんばかりの心得顔。この中に犯人がいらっしゃるかしれませんけど、私が睨んだら怖いんですよ。それから、多門老人と加代子さんのお通夜をして、私の寝たのは2時過ぎであった。 16歌川家の秘密警官からの希望で多聞老人の遺言状を調べることになったが金庫を開けると簡単に出てきたしかし公式なものではなくただ多聞の署名があるだけのもの月日は昭和22年7月24日つまり 殺される二日前に書いたばかりのものであった。この遺言は、カズマにとっては全く意外なものであった。タモンはまず、カヨコが、浜尾亡きのち唯一の娘であることを告白し、遺産の全部を、カズマとカヨコの両名で公平に二分すべきことを書き残しているのであった。その他に、分配に先立って、 おゆら婆様、ま、片倉誠二郎を両名に二十万元ずつ与えるようにと書いてあった片倉誠二郎とはどなたですか一生当家に仕えた番頭ですがこの春から病気になって休養しているものですもう七十六の老齢ですから鑑栗警部は遺言の写しをとり片倉誠二郎の住所を聞いて立ち去ったが 遺言状の発見によって佳代子さんの殺害に有力な動機が見いだされたということに関心を深めたことは察せられたところが警部の一行と行き違いに片倉老人は歌人に付き添われ車に揺られて主家へ弔問に来たのであるもう歩行にもほとんど困難な病態だった彼は主人の意外の前にぬかづいて もの,の10分は顔を上げることができなかった警部の一行は行き先を知って引き返し意外のある部屋で片倉老人の話を聞いたが一馬と私もその席にいた当家に仕えて何年ほどになりますか私の16の年ですから当年76。 六十年前の大昔になりますなあ。その頃は、当家の財産も、時価で十万か十二、三万。わずかそれだけの額で、やっぱり、その頃から屈指の長者でありました。 時世の移り変わりまた当節の大変動にも驚きますが敗戦とあればこれも当然でありましょうか片倉老人は闇衰えていたが頭はしっかりしており何らの学歴もなかったけれど 着実な見識を備えているのが察せられた警部の態度も自然に改まっていたお加さんの母親が自殺したということは事実ですかさようです片倉老人は目を閉じて念仏でもつぶやくように口の中で言ったり警部は意外にも深い痛わりを込めて老人を見つめながら 片倉さん。無論我々も警察や役場の古い記録を調べて、表面のことはとっくに理解しているのです。一生の誠意と愛を捧げられた主家の秘密について、お年寄りに無慈悲な告白を強いるなどとは、誠に心ない業で、我ながら鬼のようだと思いますが。しかし、片倉さん。 今やこうして当家に続出している奇怪な犯罪について思いをいたすときその無慈悲をあえてしても物事の真相を突き止めなければ犯人の姿もまた突き止めることができないのですよ誠にご無理と思いますが決して他言はいたしません当家の古い傷についても公人としては一切聞かないことにいたしますから 曲げて真相を打ち明けていただきたいのですこう言ってカングリ警部は老人を見た老人の目は穏やかな理解の色が静かにこもって警部の心を受け入れたようであった岡代さんの母親は自殺ではなく他殺であったということが一部の老人に言い伝えられているのですがこれは事実でしょうか 老人は目を閉じてしばらく答えなかったが警部さんそれは私にもわかりませぬ思えば私の警察が当家にご迷惑をおかけしておるかもしれませんのじゃあの人の首をくくと た物置は今は取り壊してありませんが首の後ろに一つ結んで物置の針にぶら下がったのがしごきが切れて下へ落ちてことぎれていたこのしごきが おかじさまの持ち物だったのと、そのおばに残された死人の履き物が、おかじさまのものと本人のものと、かたがたずつになっておった。それを見て、私がとっさにはっとして、 おかじさまのげたをかくし、くびのひももといて、かくして、べつのなわにすりかえた。やまおくのちゅうざいのとじのことで、なわをといてじんこうこきゅうをしたといって、 難なく言い逃れて、自殺ということで通りましたが、秘密は必ず漏れるもので、そんな噂が今もって残っているのも、もとはといえば、私の軽率。全くのところ、 くぶくりんまで自殺であろうということを、私はずっと信じていますのじゃ。おかじさまはヒステリー症のお方であったが、何がさて、痩せて、ひりきで、 人を締め殺す腕力などのないことは、冷静に考えてみれば誰にも察しのつくことだが、とっさのことで私は一途に思い込んで慌てましたのです。間、ま、の悪いことに、 その当時、旦那様の秘書をして当家により、私と共に駆けつけたのが、神山東洋という悪巻ですのじゃ。我々の驚きは深刻であった。私や警部に、ましてカズマの驚きはひどかった。 彼は青ざめ、全身が石のように固まっていた警部は同情を表してうなずいてよくわかりましたそれでは神山東洋という人が歌川家を譲っていたという風説も嘘ではなかったのですな片倉老人は1分間ほど休息とでも言うように沈黙していたが 神山東洋のゆすりには、もう一つ、当家の秘密があるのですじゃ。このことは、若旦那様もご存じないかもしれませぬ。このような事件がなければ、 すべてをわたしのひつぎにとじてもらさぬつもりでおりましたのじゃが、何がさて、今度の騒ぎは気がかりのことじゃ。わたしが本日出ましたのも、弔問のほかに、じつは、 このことを若旦那様に申し上げようためでしたのです。老人はまた休息した。旦那様がまだ二十歳の時、東京の遊学先に宿の女中と戯れて、 生まれた子供がありましたのです。この子供を、遠園にあたる海老塚の家へ養子に引き取らせ、女の方とは手を切りましたが、この子供が超ずるにつれて、 まことに立ちのよくないお方で、詐欺はやる、ゆすりはやる、ついには強盗を働いて、告知いたしたのです。このお方は、二十歳の時にもう結婚して、 二人の子供が残されたのじゃが、二人の偉人の弟にあたるのが、ただいまこの村で医者をしている海老塚浩二という孤人ですのじゃ。この孤人は、旦那様の孫にあたる個人じゃ。 その兄の源太郎というお方は、三年前に三次を残して亡くなられた。三次の頭は、まだ十一ぐらいの幼少で、この村から十リ里ほどの M 村に、 未亡人が百姓をして育てておられる。今はもう当家と無縁で、別に仕送りも致してはおりませぬ。カングリ警部も二の句の告げぬ低たらくである。カズマは全く青ざめてしまった。 旦那様の隠し子を海老塚へ養子に引き取らせたとき、この海老塚という御人は、まことに温厚な御人で、よく約束を守って、 疑わた者様の種であるということは、つゆほども漏らしませぬ。よって、席は実施としてありまするから、詐欺はやる、ゆすりはやる、ついには強盗まで働いたほどの、 たちのよからぬ人物が死に至るまで歌川多門様の聴子であったということを知りませなんだのです。その維持の源太郎と孔次のうち、孔次は秀才でもありましたところから、 無依存の医者に仕立てるという名目で学費を出してやりましたが、これとても孫であるということは知るよしもありませんなんだ。ただ一人この秘密を知りましたのが、 神山東洋という悪者でありましたのじゃそれを海老塚医師に教えたのですね片倉老人はそれには答えずまたしばらく言葉を休めていた神山目はこのことをも種にして おかじさまをゆすりおったのじゃ。もとよりかような秘密を知るよしもなかったおかじさまは、びっくりなざれて、私に真偽を聞きただされたようなこともありましたが、神山めは、 恵比塚に全てを知らせて財産分配の訴訟を起こさせるがそれでもいいかと言うてゆすりおったわけでしたのじゃ私は神山目を行くたび 殺してやりたいと思うたか知れませぬ。まことに殺してやればよかった。おしからぬ命じゃ悔しさこのことばかりに今もって。 死にきれません。老人はハラハラと涙を落とした。深い沈黙を破って八丁花が思わず一膝乗り出した。すると、おかじ様が毒殺されたという風説は根のないことではありませんな。うーん。こいつはもう一度初めから新しい根をほじくり返してかからなきゃ。 かんぐり警部は冷ややかに一年前の白骨を掘り出して毒薬が出てくるとでも言うのかいそれから片倉老人に向かって片倉さん最後にただ一つお聞きしますが和馬さんそれから亡くなられた玉雄さん佳代子さんの他にもはや多門さんの実子は一人も生きておりませんか 他には一人も生きた方はおられませぬ子供の少ないお方でしたじゃ十七不連続殺人事件当局の努力にもかかわらず確実な証拠は何一つ見いだされないようであった。 神山と海老塚を疑い出すとほとんど解決がついてしまう。内海殺しの場合にしても二階の神山はピカイチの目をごまかせないが、海老塚ならば難なく海下の内海明を殺すことができたはずだ。けれどもただ一つ、千草さん殺しの場合には二人のアリバイが成り立つのである。神山東洋は 坊さんやカズマと一緒に火葬場から戻ってきて、ご婦人連とずっと広間に話し込んでいたことは、ご婦人連が口を揃えて証明している。海老塚は8時ごろ村の方からやってきて、裏門で私とカズマにぶつかった。委員を出かけた時間についてカングリ警部に問い詰められており、木兵衛にやり込められたりしながら結局返答をしなかったが、 調査の結果、患者の証言によって6時から7時20分まで3人の患者を順に往診しておりこの時間には犯罪の余裕がない7時20分から8時までの間も最後の患者の家からは歩いてちょうどそれぐらいのもので彼は足が悪いのであるから波の人よりいくらか時間がかかることも不思議ではないのであった神山夫人木園さんも 当日はおときの用意にてんてこまいで手伝っており、調理場を離れなかったことは多くの証人がおり、例の論語研究家もその日は七八里離れた町へ行っており、その町には彼のアリバイを証明する確実な証人があった。私は当局ばかりじゃなしに、小瀬博士も海老塚と神山について綿密に調査していることを知った。しかしやっぱり、 このアリバイをひっくり返すことはできないようであった。ねえ博士、このいくつかの事件は犯人が別なんじゃないかな歌川家の家族に関する事件と千草さんや王仁や内海は犯人が違っているんじゃないのか時間的には連続していても動機も犯人も別な事件が入り混じっていて結局は 不連続殺人事件じゃないのかそうですね。この事件の性格は不連続殺人事件と言うべきかもしれません。私がこれを後世に記録して残すときは不連続殺人事件と名付けるかもしれません。なぜなら、犯人自身がそこを狙っているからですよ。つまり、どの事件が犯人の意図であるか。 それを誤まかすことに主点が置かれているからでさ。なぜなら犯人は、真実の動機を見出されることが恐ろしいのですよ。動機が分かることによって犯人が分かるからです。じゃあ、すべての事件が同一犯人の仕業なのかい小瀬博士はニヤニヤしながら頷いた。それは無論のこと、決まってます。 なぜなら、これだけのいわく付きの人物が一同に集められたこと、それが偶然によるものではなくて、犯人の意思によってなされたものであるからです。ご丁寧に僕まで呼び寄せやがったのだから、いささか尺に触るじゃありませんか。博士は照れくさそうな笑い方をしたが、私は彼がすでに何者かを握っていることを悟った。じゃあ、 犯人の真実の動機は何だね小瀬博士は声を立てて笑った。それが分かれば犯人はわかりますわね。だが、恐ろしく計画的な犯罪ですよ。すべてが綿密に計算されているのでさ。日本における最も知的な、最も雄大な犯罪なんでしょうな。この犯人は天才ですわね。 インテリ型のケチな小細工が点で目殺されているところなど、あっぱれ旋盤というものでさ。扉を糸に結んで自然に閉まる装置をするとか、密室の殺人を装うとか、そういう小細工は小細工自身がすでに足跡というものでさ。すでに一つの真理を語っているではありませんか。この犯人は常に、 真理を語ることを最も恐れ、慎んでいますあれ。この恐るべき沈黙性は、犯人が天才の殺人鬼である証拠でしょうな。犯人の真実の動機は何かどの殺人事件が犯人の真の目的であるかともかく事件は犯人の警告通り8月9日に完結するでしょうが、真実目的の犯行が、 8月9日に完結するとは限りませんや。目的の殺人はとっくに終わっているのかもしれませんぜ。それなら何も、この警戒厳重の背中に余分の犯行を付け加える必要はなかろうじゃないか。つまり真実の動機を隠さなければならないからです。しかし8月9日に何が起こるか。 これは一つのクライマックスでもあるでしょう。僕はしかし思いますな。この犯人は8月9日の予告を出したから必ず8月9日に結婚するという馬鹿みたいに切りがたいトンマじゃありませんぜ。なぜなら犯人は時に1日に2つの殺人をあえてする。つまり彼氏常に器用を狙い器用をつくのです。 ひとたび毒殺が行われれば、それに対する警戒が加わる。だから、一気に二つの毒殺を観行して、それでおそらく彼氏の毒殺プランは終わりを告げているに相違ないと思いますよ。おそらく次の犯行は、予期せざる方で行われる。これがこの犯人の性格ですよ。だから、8月9日を馬鹿正直に当てにするのも考え物かもしれませんや。 しかし、小瀬博士は、決して確信があるものではなかった。私は博士が、片倉老人を訪ね、海老塚の成果を訪れていたことも知っていた。しかしまた、カズマに疑いをかけているのも知っていた。なぜなら博士はカズマに向かって、僕はしかし、歌川先生が海老塚さんのおじに当たっていることを知らなかったなんて、 どうも想像がつかないないおさ様は知らなくっとも当家の跡取りの歌川先生にはお父さまから打ち明けてあるものと思いますがあんまり常識外れたものカズマはひどく気を悪くした私はカズマに代わって博士はあの時いなかったから知らないのだが私はね 片倉老人が秘密を打ち明ける席に居合わせていたから見ているんだよ。あの時のカズマの顔というものは、呆然自失、全く愕前。色を失ったものだ。あの表情はどんな名優でも真似ることのできない、つまり心の真相の発露だよ。あの顔は偽ることのできないものだ。 こういう真実というものは嘘発見器よりも確かだぜ。そうですかな。先生方の文学的方法というものは、命名得て勝手の独断的なもので、嘘発見器みたいな正確なものじゃなさそうだがな。歌川先生がこのことを本当に今まで知らなかったなんて、少なくとも神山東洋氏が知るほどのことを、 一家の相続人が知らないなんておかしいなぁ。神山東洋氏が知ってなきゃ納得もできるけれど。カズマは全く気を悪くした。彼は正直にムッとして。僕は本当に知りませんよ。相続人と言ったって、僕なんかは全く他に相続人がないから相続するというだけのこと。それに僕の親父という人物は、 お前の代にはお前の勝手にやるがいい。人間死んでしまえば墓なんかもどうでもいいやというぐらい虚無に徹したところのある人物でしたよ。だから旧家の当主に似合わず家という観念は少なく、本来無東西というような冷たい人間、孤独の層を凝視し続けていた人です。ですから案外、 文学なんかも僕よりも深く理解しているところがあったかもしれない。ですから、一家の古傷のような小さな秘密など問題にしていなかったのも当然ですよ。たまたまこういう事件が起こってそれが重大なことになっただけで、こんな事件でも起こらなければ取るにも足らないことではありませんか。小瀬博士はいささか照れながら。そうですなあ ししかしなんですよ、それは僕みたいな氏も富もない家庭の出来事ならおっしゃるようなものでしょうけど全く神山東洋氏のゆすりの種になるのも通り、当家の財産を分配するそういう事態の起こる場合を想像するとこの分配の金額は取るにも足らないというわけにはいかないだろうと思いますが。 神山東洋が訴訟を起こすというなら、そしてそれが正当なものなら、僕はゆすりには応じぬ代わりに、エビ塚には遺産を分配してやりますよ。僕は物質よりも、正義の方の味方をしますよ。カズマは息を弾ませて、叫ぶように言い切った。ところが、小瀬博士は、私のことまで疑っているのである。ねえ、先生。 彼は私の部屋を訪れて、私と京子の顔をニヤニヤ眺めながら。歌川先生はああ言うけれど、歌川先生のことは別として、もしや先生は、海老塚さんが当家の孫だという一件を知ってたんじゃありませんかともかくですな、ゆすりの種になってるほどのことだから、おかじ様に近い人、女中とか、それから佳代子さん、 かよこさんなんかは知ってたんじゃなかったかなかよこさんが臭いなあ。彼はますますニヤニヤしながら。ねえ、奥さん。奥さんはかよこさんの親友だけど、かよこさんからそんな話聞いたことがあったでしょまったく露骨極まる探偵ぶり。 合口を振りかざして内ぶところにいきなり飛び込むやり方であるから、京子もいささか気を悪くして。あら、ごせさんひどいわ。いや、奥さん、悪く取らないでください。悪く取らないでと言ったって、まったくどうも、失礼を承知の上であぐらをかいて聞かざるを得ない性質のことなんで。実はね、奥さん。 あなたはタモンさんの愛人だったお方ですから、タモンさんからもその話がなんとなく漏れ聞こえたというようなことが。いいえ、ございませんでしたわ、そんなこと。と、京子は景色盤で遮った。どうもすみません。博士は照れてニヤニヤした。ところで先生、タンゴ先生は独身なんですか 独身らしいね。それで、愛人はいらっしゃらないんですかどうだかなあんまりそんな話は聞かないな。玉尾さんには、丹後先生、相当なんじゃなかったんですかないくらか惚れてはいたろうさ。あいつが何をどの程度に思い込んでいるか、あんなひねくれ者のことは私は考えてみたくはないよ。 まったく。大作家ともなると気難しくて付き合いにくいですな。全然あらゆる人間を疑っているようなものである。私もいささかうんざりした。私はどうも小瀬博士を買いかぶりすぎたと思った。これに比べてさすがにカングリ警部ともなると軽率なところがなくて、慎み深く、 何か我々の分からぬ狙いをつけて一途に掘り下げているような頼もしさが感じられる。ある朝、私が三輪山の方へ散歩に出ると、危なっかしい様子の男女の老人が二人、もつれるように道の上にうずくまるようにしている。見ると、おゆら様。もう一人の男の方は私の初めて見る人だが、おゆら様の夫の南雲老人に違いない。 私が進みよってどうかしましたかと聞くとおゆらさまはこまりきった顔にほっとした色を浮かべて「無理に歩いてみましたらこのおありさまで年よりは10日前にはできたことが今日はもうできなくなっているのですよ」あなたはご病気という話でしたが「ええ」 幸い、今朝は気分が良かったものですから。それに、このおじいさんが、いつになく足腰がしっかりしてきましてね。少し無理かと思いましたが、ちぐさの死体があったというあたりまで出かけてみようと。年寄りの愚痴ですわね。それを承知で、 こうして向きに飛び出してくるというのも、愚痴の他に、年寄りの切ない思い。先ほども申し上げました通り、今日できることが、明日、明後日にはもうできなくなる。そういう無情が身に染みているからですよ。 いましなければもうできなくなる。とりかえしがつかない。しんでもいいからおもいのこすことがないように。よっついつつのこどもがあすのがまんがないよりももっとがまんがなくなるのですよ。 あげくに疲れ果ててこのありさまですもの。まだこの春は、高線までさのみかれずに歩くこともできたのに。そうそう。先日も高線宿でその話は受けたまわりましたよ。カルモチンを買いに行かれたそうですね。カルモチンいいえ。 そんな薬は。と、おゆらばあさまは色をなして打ち消した。この方はどなたじゃうずくまっていた老人が聞いた。こちらは洋館のお客様で、やしろさんとおっしゃる方。ほら。 京子さんと結婚なさった方ですよおおそのお方か私が手を出すとそれにつかまって起き上がったなんなら背負ってと思ったが痩せてはいても五尺八寸からの大男でじゃあ気さくじいさんに頼んで車でも回させましょう いやいやこれでじゅ歩ぶんあるけまずる私の肩にすがって歩きでしたもろいさんはじゃけんない人ですのよかんじゃのさんぽといえばつきそってあるいてくれるぐらいの思いやりがあるどころかとちゅうでしにたかったらかってに。 という人ですからね。それに、こうよくむどうなのですよ。チップをはずめば、どんなことでもいたしますよ。まとまったお金でもにぎらせてごらんなさい。あの人は、一服盛るぐらいのお手伝いでも、平然とやりかねない。 鬼ですのよおじいさんも私の肩にすがって夫婦やりながら苦しい息から無理に声を絞っておおそうじゃよほど脆いことじなるものが口惜しい存在であるらしい身持ちはどうですかと聞いてみると身持ちってあなた あんな人に身持ちなんかあるものですか。私の兄。歌川多門のこと。は、もともとあれが病気の人でありましたが、それは別として、海老塚さんもあの人の身持ちがよかったら、本妻にも直したでしょう。 郵便局長だの、学校の先生だの、近頃では金回りの良い百姓だのと、あの人の相手を探せば数え切れやしませんよ。あの人はその身入りで、 百祭り以上の百円札の札束を抱いて寝ているということですよ。心に誠の情愛がないから、お金だけが親身の友達というのでしょうね。いやらしい人。私は、 道で神山東洋に会わなければ寸出に伸びるところであった神山は五尺八寸余りの大男だから軽々と南雲老人を背負っておゆらばあさまと肩を並べて歩き出したろいことじこの謎の女がこの事件の片隅に必ず謎の役割を果たしているということを痛烈に考えざるを得なかった 強欲無道の彼女の心を操る者は誰であろうか私は早速7月18日夕方千草さんの殺された日の彼女のアリバイを調べてみたするとあっさり失敗したあの日千草さんが裏門から出かける姿を最後に見た人が脆いであったそして脆い看護婦はその6時から7時まで タモン老人のマッサージをやっていた。その後も、外出はしていなかった。18、7人目。8月3日であった。私は近頃、昼のうちは高専宿へ出かけて仕事をすることにしていた。 ここも無論静かではあるがしかしどちらかといえば宇多川家の洋館の方がもっと静かだがっしりした鉄筋コンクリであるからよその音もあまり聞こえないのであるしかし静寂ということよりも私は単調に疲れていたそれにああいう事件続きでお互いに気心が知れないような気持ちを包んで顔つき合わしているというのは気づまりなもので それで私は高専宿へ出かけるこの気持ちは私ばかりではなく近頃はみんなしきりに日中は外出したがるバスに乗って町へ行くものもある丹後は村のごうちを訪ねてごううちに行くカズマも神経衰弱の気味でイライラと落ち着きなくどこかを出歩いているようであり全然外出しないのがピカイチと神山東洋で このご両名は連日賭けの投球に打ち込んでいるどっちも300ぐらいの手並みで時々小性博士が加わるこれがまた負けず劣らずのお手並み遊びなら何でも達人生まれついての爆地打ちの佐賀なのであるこの3人は昨夜から相談して今日は朝から夕方まで一日中つきまくって勝敗を決する 全財産を失うともり見ずなどと大変な意気込みで神山東洋は早朝に目を覚ますと目浴に及んだという話であった京子は N 町へ買い物に行ってついでに昔の知り人を訪ねてくると言って早朝に出発した私が9時頃高専宿へ出かけようとすると「ちょっと八代さん?」 あやかさんが私を認めて呼び止めて目を輝かせた。今日こそ高専院入るわ。連れてって。今日は日曜だからまた混雑するかもしれませんよ。あら、日曜なんかで混雑することありませんのよ。山奥ですもの。まったくそうかもしれない。 先日も高専へ入ってみたいと言って私についてきたがその日に限って案外の混雑で私も少々うるさくて仕事ができなかったぐらい湯船の方はいつも人が混み合っていて男女混浴だから綾香さんは入浴することができなかった都会地の温泉と違ってこういう山奥の湯治場はお湯だけが楽しみのお客だから 入浴しないと損みたいにほとんど一日ごちゃごちゃ湯船で暮らしているようなものなのである綾香さんは大喜びでタオルや石鹸一式抱えて私の後からついてきた私たちがブナの森へ来ると丹後弓彦がステッキを振りながら浴衣でブラブラ歩いている。 私たちの2人連れとやかさんの湯道具一式を変に興のこもった皮肉な目で眺めながら珍しいね奥さんご当氏とはあなたも高専一緒に行きましょうよ僕は今日は郵便局長のところで誤解があるんだけどねあら局長さんのお宅はこっちの方じゃないでしょええ だからつまり僕は語は好きではあるが、貝となると嫌いの太ちでね。貝は常に何の貝でもあって雑然たるものだからさ。それで、会場へ向かって歩こうとすると、自然に足が反対の方角へ向かって歩いてしまうんですよ。生まれつきのひねくれ屋なのね。足が向いたついでに高専宿へ行きましょうよ。 そう言われると自然にまた足の方角がそう言いながらブナの森の真ん中辺から道のない森の奥へ曲がり込んでしまった随分変人でああいう天の邪クとは真面目につきあわぬ方がよろしいです白いといえば黒いというに決まったやつですよこの日の温泉は全く燗酸そのものであった だいたい田舎の当事客は2人連れ3人連れなどということはほとんどなく一家眷属、引っ越し遊んというやつだだから幾組の客もなくとも一組でたちまちにぎわいを呈するという特殊性があるのである我々の他に客が全くないのだから綾香さんはリり盤を頼む必要もなくのんびり30分以上も湯船で遊んでいる 私の仕事部屋を覗きに来て。ここは随分田舎にしては粋なお部屋で。そうなんですよ。離れのこの部屋だけ特別なんですよ。目の下がすぐ渓流である。私の部屋の窓の外を山の漁師がごめんなさいよと丁寧に挨拶して通っていった。あら、ここは庭じゃなくって道なんですの。 こんな山奥には庭も道も区別がないんでしょうよ。ほら、そこから谷へ降りる道があるでしょあの降りたところによどみがあって、この辺で屈指の釣り場なんだそうですよ。ご覧なさい。私もちゃんと釣りざおを買ったんですよ。仕事の合間に時々窓から降りて、あそこで釣りをするのですよ。釣れましたの ままだ一匹も釣れません。時間が悪いからですよそれに釣り道具もこの宿で売っている最下級の安物だからアユだの山辺だのイワナを釣るのは無理ですよ釣れたら見せてちょうだいねじゃあさようならと彩佳さんは帰っていったやっぱりどうも彩佳さんみたいな珍客が来たりその珍客が引き上げていったりすると落ち着かないもので 私は仕事ができなくてちょっと釣り糸を垂れてみたりしたが駄目だ昼食を食べて昼寝をしてそれから少しだけ仕事をし戻ってきた8時ごろから8時半ごろにかけて45人の人々が戻ってきたこれは乗り合い自動車の時間のせいで N 町からのもの N 町行きのものいずれも最終が7時前後に到着するが 田舎の乗り合いは一向に時間が一定せず30分くらいの開きはいつも見ておく必要があるのである近頃はめっきり人々の外出が多くなったので夕食の途中に戻ってくる人が多いこの村へ着くのが7時前後だが N 町発は5時なのだから町へ出ると大概5時の周発の500回ということになる。 七時前後に村に着いて男の足で急いでも、多川家までは一時間ほどかかるのである。この日の N 町からの周波数で帰ってきたのは、木兵衛、京子、木園さんの三人であったが、和馬と丹後が F 町からの周波数で戻ってきた。F 町というのは、つまりバスは N 町と F 町の間を往復しており、この N 村は、 そのちょうど真ん中へあたっていた。どっちの方へもバスで2時間足らずかかるのである F 町初の周波数は遅れてかずまと丹後は8時半ごろ家へ戻ってきたが宇津木亜希子女子の姿が見えない「君たちのバスにあき子さんは乗っていなかったかね?」と私がかずまに聞くと乗っていなかったという。 N 町初の周波数にも乗っていなかったそうだ。N 町からの周波数には、海老塚さんが乗ってらしたわ。今日は日曜で休診なんですわね。街で諸井さんもお見かけしたけれど、周波数にはご一緒でなかったのよ。と、京子が私に言った。丹後は5階へ行かずに F 町まで乗したのかいと私が聞くと、 ああ。君たちのおかげで、高線宿へ行くわけにもいかなくなったからさ。校長さんが不審顔で。うつぎさん、どうなさったのでしょう。私たち今日は、この村の青年会と諸女会の方々に、講演と実演の会で、午前中は瞳が講演して、午後は私がメイクアップやら実演してきたのですけれど、 私たちが朝9時頃ここを出るときには、宇津木さんはお部屋でお仕事していらしたわ。疲れて、お昼寝でもしてらっしゃるのかしら。私、見てきますわ。と、胡蝶さんは出て行ったが、部屋には書きかけの原稿があるばかり。姿は見えないということであった。食事を終わった頃、カングリ警部がぶらりとやってきたから。 警部さん、また事件かもしれませんよ。と、神山東洋が言った。何ですか、脅かしちゃいけませんよ。あなた方も疑心暗鬼というやつですな。つぎあき子さんの姿が見えないのですがね。大人の迷い後は、よその土地じゃ笑い話だけど。 ここのうちじゃ穏やかならぬ例ですからななるほどいつからお見えにならないのですか朝の9時頃自分の部屋で仕事中のアキコさんをコチさんが見たというのが唯一の消息なんですよ私と土井画伯と小瀬博士はもっぱら同級の熱戦中でして 他の方々は、カ馬さん、丹後さんは F 町へ。三宅さん、京子さん、木園は N 町へ。八代さんは私は彩香さんと高専宿へ、9時頃出かけましたよ。結局、みんな出払ってるんですな 私たち同級組はあってなきがごときものですからな。一体、いつごろどこへお出かけかな。その時、つぼひらのおかみさんが。私は、九時半か十時ごろ、うつぎさまがお出かけになるところをお見かけいたしましたよ。どこでこの昼間でございます。ああ、そうそう。 ちょっとお調理場でお水をお飲みになりましてね。お出かけですかと聞きますと、ええー、ちょっと散歩用とおっしゃいました。そして、お雑煮のまま食堂の方から外へ出て行かれたようです。そして昼食の時はそういえば、ご昼食の時もお見かけいたしません。お食事のご用意はいたしてあるのですから、お帰りになれば、 お腹が減った何か食べさしてと言ってらっしゃるはずなのでございます宇津木さんはその翌日三輪山の奥の滝つぼで敵死体となって発見された19アリバイ比べ 三輪神社の前を流流れる渓流がある。渓があ輪池も水かさが増すと流れ込むようになっているが本来は水源が違って奥手の山々の泉を集めているもの平時も水量が豊富でそれがちょうど三輪神社から曲がり込んだ谷底で滝壺となり100坪ぐらいの深いトロを成している四方は切り立つ岩で 水面は日の光が注ぐことが珍しいほど深く落ち込み緑の色をたたえているひっそりよどんでいるようだが実はいくつもの渦があってここでは水泳も釣りもできないのである和服姿の宇津木さんはこの水面に浮かびゆらりゆらりと渦の中で回っていた崖の上から突き落とされたものらしいが さりとて自殺でないという証拠があるわけでもない平地は日照り続きでも山中の朝夕にはよく雨が降り八月三日の夕方も四日の未明も相当量の降雨を見たから足跡なども消されて崖の上には格闘の跡など認める余地もなかった宇津木さんの死体は翌四日の早朝を発見され警察員が出張して 例のので解剖が終わったのは夕方。胃の消化状況からだいたい食後3時間か3時間半ぐらいに殺されたものだろうということであった近頃の食堂は外出の連中が多くなって時間も人数も極めて不規則になっている一番バスに乗るには男の足でも7時半には歌川家を出発しなければならないというようなわけで。 食事は天ババラバラだ。けれども昨3日明子さんの朝食は私や京子も神山夫妻も胡蝶さんも一緒でだいたい7時半前後という一同の記憶であるがさすがの神山もこの日は自慢の時計をにらみ忘れて正確なところはわからない京子はだいたい10時半から11時という見当であった4日の夕食後 かんぐり警部は我々それに海老塚医師諸井看護婦下江さんらを広間に集めて全く私も自殺したくなりますよ毎々皆さんのご迷惑お察しいたしますがまた一つ我慢して付き合っていただかなければなりません宇津木さんの場合は自殺か他殺か明白な証拠はありませんが とりあえず他殺と見る方が自然だろうと思います害して自殺者は自然のままに飛び込むよりも何らかの人意を施すもので例えば履物を脱ぐとか荷物を地上に置くとか時にはその乱れを防ぐために両足を着衣の上から縛るとかしかしこれも無論絶対のものではありませんから宇津木さんが何一つ人意を残さず ハンドバッグを抱え履き物のまま飛び込んでいてもだから他殺だと断定するわけにもいきませんただ今までの解決不明の数々の事件の後の出来事としまして我々はこれをもう一つの殺人と介して捜査に当たることが当然だろうと考えるだけの次第ですカングリ警部はまずこう挨拶を述べた。 彼はますますすであった。さてまたいつもの口場で恐縮ですが捜査の順序といたしまして一応皆さんの昨日のアリバイを承らせていただく必要がありますのでまいのご愛顧に甘えすぎて恐縮ですが今回もよろしくごひいきに願います」と八百屋みたいに砕けて出るところ。 ななかなかもって我々をあしらうコツを心得たものであるまず順序といたしまして三宅さんにお尋ねいたしますが昨日はずっと N 町へ行っておられたそうですね木兵衛はうなずいて「僕はその前の日に坪兵のおかみさんに頼んで朝食を早めにしてもらい7時半に出発しました」 一番バスで出かけて周波津で帰ってきたのですその日奥さんに何か変わった様子をお気づきになりませんでしたか僕から見ればあの女はしょっちゅう変わった様子ですよ統計来ても部屋は別居しておりますしつまり事実上我々は別離状態にあるわけです あいつが僕を黙殺して平然と王人とあの状態であったことは皆さんご存知の通りですしだいたいあの女は男の肉体なしに3日と生きていられないやつでしたからあとは皆さんのご想像に任せますよ僕とても想像以外に事実を確認しているわけではありませんが 僕と事実上夫婦でないということはあの女が他の男と情報がある明白な証拠みたいなものなんですね。すると日常も奥さんとご交際がなかったのですかそれはもう全然他人よりも疎遠ですよつまり交戦状態ですから他人じゃなしに敵ですな。 なるほどいや不穏なる国際関係というやつは身に染みて忘れがたいところですそれで失礼ですが和平の意思はお二方になかったのですかありませんでした国際問題と違ってこれは宿命的なものでしたよ国家は永遠かもしれませんが人間は50年の命ですから 嫌や,やつと和平の必要はないですよ。要するに我々はすでに離婚しているようなものでした。それにしちゃ君の未練はめめしかったじゃないが。とピカイチが遠慮なく口を入れた。未練というやつはめめしいところに本領があるのかもしれないが。 尊厚の未練はもう一つおまけがついて、うぬぼら屋のイバリアさん。女房を女中か品物みたいに考える馬鹿殿様の一人なんだな。仮染めにも女流作家が謀反を起こすのも無理がないさ。いや、気持ちやきもいいけれど、女房を君、人前で三日男の肉体がなきゃとは、 また薄汚い根性じゃないか。宇津木さんよりも、お前さんの根性が、見下げ果てた寂しさ、あさましさなんだ。木兵衛はおざめて目を怒らせたが、反撃の言葉に窮した様子であった。カングリ警部が容量よく取りなして。すると三宅さん、その日奥さんがどんな予定を立てていらしたか。 そんなこともご存じないのですね。全然知るところがありません。三宅さんは N 町にお友達でも終わりなのですかいいえ。ただ退屈に産んだからあてもなく出かけただけで、本屋を冷やかすとか、そうそう、買い物といえば雑誌を買ってきましたが、そんなところで、 僕の顔でも覚えていてくれなければ全然アリバイはありませんねそれにしても一番バスとは早々のご出発ではありませんか後藤家の皆さん N 町行きは一番バスというような習慣でもあるわけですか答えるものがないので木曽の夫人が昨日は私も N 町へ参りましたが2番で参りました 私ども女はしなや何かそれに歩く足も殿方に比べておそうございますから概して2番で参るようでございます昨日は京子様とご一緒に参りまして停留場で看護婦の諸井さんともご一緒になりました私どもは N 町の大象通りで降りて京子様に別れ 私は買い物をいたしたりしてまた偶然周髪で京子様とご一緒になりまた三宅様ともご一緒になりましたのです八代夫人もお買い物ですかいいえ私お友達をお訪ねしましたのです23年前この土地に住んでおりましたからその頃のお友達で本間という呉服屋の奥様。 私昨日はずっとそこにおりましたカングリ警部はうなずいて次に諸い看護婦に私はどうもあなたにものをお聞きするのが苦手だなまさかあなたは患者たちにも警官並みに突き放して答えるわけではないでしょうなあなたはどちらへお出かけでしたか昨日は日曜の休診日で 薬を仕入れに参りましたそれだけのご用件で周波数まではかからないと思いますができるだけ細かく教えていただきたいものですあとはブラブラしていましたこんな山奥から町へ出れば誰しもブラブラいたしますいやごもっともあなたのおっしゃることはいつもごもっともで恐縮です カングリ警部は除災なく押収しながら各人の N 町のアリバイについて細かくいちいち尋ねかけたが結局はっきりしているのは京子だけ木曽さんはいろいろ買い物をしたり冷やかしたりしたが顔見知りがいるわけでもないので先方が覚えていてくれなければどうにもならない諸井看護婦は2番で立って12時30分に N 町に着き バスの終点の前にある薬屋で薬を仕入れて2時30分発のバスで帰ってきたというがバスが着くとまず薬屋へ注文書を届けておいて街をぶらつき2時半の発車前に戻ってきてできている薬の包みを受け取ってバスに乗って帰ってきたその中間の2時間はただ街をぶらついていたというだけでアリは言はなかった 最もひどいのは木米だ始発で立つと N 町へ着くのが10時30分それから周発の5時までただブラブラしていたというだけであるからしかし三宅さん6時間半ですよどこか一箇所ぐらいあなたの顔を先方が見覚えているというような交渉ぐらいやりそうなものじゃありませんか それは常識るんですよ人間にはいろいろの性平金があるものですから型どおりにいくものじゃありません知らない土地というものはただ同じような道と家ともりと寺のきおくがあるばかりそれがどの方角かどの道のつぎにどの道があるかぜんぜん意識はバラバラで 統一された前傾がないものです。僕はそのバラバラの処方の位置に散歩を楽しんでいただけで、その間人間との交渉がなかったとしても仕方がない。僕はアリバイを意識して生活しているわけじゃないから。もっともこんな事件が起こっていることを知ってるや、ちゃんとアリバイを作っておいたでしょうがね。 かんぐり警部はうなずいてところで三宅さん1番バスにどなたかご存じの方が乗り合わせていましたかいいえ僕はこの村に顔見知りもありませんからそれに僕は人の顔など見ないたちだから気がつきませんよ海老塚さんはご一緒ではなかったのですか一緒ではありません と木兵衛が答えた。すると2番バスには「八代夫人上山夫人諸井さん」「海老塚さんは?」「海老塚は何をつまらぬことを」という顔つきでそれでも返事だけはした「僕は3番です」「3番は何時ですか?」「海老塚が答えないので警部はバスの発車時刻表を取り出した」 蛯塚さんは12時40分発午後2時30分 N 町着なるほどカン鑑リ警部は心得たものひねくれ医者との問答を省略して今度は一馬に歌川さんは F 町へ行かれたのでしたねそうです F 町からまた一里ほどの山奥の親戚へ行ったのです 始発で出発して周発で帰りましたが歩行の心配がありますから午後0時半ごろ親戚へ着いて3時過ぎにはそこを出発しましたなるほどすると方向は逆ですかどちらも始発ですから村の停留所まで三宅さんとご一緒ではなかったのですか F 行きの始発は30分ほど遅いから一緒ではありません それに私たちは F 町へ行く時は N 村へ出ずに T ブラックの停留所へ出るんです距離はほとんど同じことでこの家からだいたい僕の足並みでどちらも1時間15分くらいただし下りの場合ですね T ブラックと申しますとどちらの方へ出るのですかつまりブナの森を通り高線宿を通り越してつづら折りを降りていくと T ブラクの停留所へ出るんですよここから高専宿まで半利余り高専宿から T ブラックまでは一里まではありませんが合計して一里半近くはあるでしょうあはあそんなコースもありましたかカングリ警部は珍しそうな顔。カングリ警部は今度はタンゴに向かって。 局長の誤解に出席されるはずのところが足が反対側へ歩き出したということですが実は私も読みすぎと2人局長の誤解に出ておりましてお手合わせを楽しみにしていたんですよ要するに丹後さんも自然に足が F クを向いてやむなくブラブラという形でしょうがいつのバスに乗られましたかタンゴは、 そんなことは問題にあらずというようにたばこを一本抜いて辺りを見回す警部がそれと察してライターをつけてやる「いやあありがとう」「ぺコンとタンゴは頭を下げて9時頃八代駿平氏と綾香夫人とブナの森で別れてそれから山道をぐるぐる行き当たりばったり歩いているうちにバスの通る道へ出ましたね」 折からバスが来かかったから手を挙げて止めて乗り込んだどれどれ時刻表を見せてごらんなさいなるほどすると10時50分 N 村発 F 町行きというのがそれでしょう F 町へ着いて当てずっぽうに歩いたら屋根があって鮎を食わせるところが見つかったから鮎を食ってモルヒネをして帰ってきましたよ はい、わかりました。その方が誤解よりも保険的で結構ですよ。それで奥様は、高専宿にずっとおられたのですか。いいえ、四五十分遊んですぐ戻ってきましたの。三十分近く湯船に使って遊んでました。燃料節約でとてもぬるい湯ですもの。 けれども、私はぬるま湯が好きですから楽しかったのですわ。あそこの船室は何ですか存じませんけれど、白く濁っているのです。私も毎日入っているが、実は何船だか知らないのである。傷に効くという話であるが、別に病人が当時に来ているのも見かけたことがない。かすかに得意の周期はあるが、 それもも強烈ななのではないしかしあの高専の近辺だけはこの辺りの名物の蚊がいないのでそれだけ何かがあるのだろう。カングリ警部は最後に私に向かって昨日の同棲を訪ねたが私は彩華さんと9時頃家を出て9時半頃ろ高専宿へ着き仕事ができなかったのでちょっと釣り糸を垂れてみたり高専に使って昼寝をしたり。 それからいくらか雑文を書いて夕方戻ってきたことはすでに述べたとおりである。しかしもとより私の離れへ宿の者もめったに来ることがないから私が釣りのふりをして三輪山へ行き明子女子を殺してくるという芸当が不可能なわけではない。グリ警部も抜からずその辺はとっくに思い巡らしているはずで。 彼が特別バスの時刻表を眠り回してチクチクとつついているのは例えば木兵衛の場合などは実際に始発の場合で行ったかどうかも明らかではなく始発で行ったにしても引き返して明子さんを殺しておいて町へ戻り5時のバスで帰ってくるということも考えられるからであろう完全に容疑者のうちから除外できるのは胡蝶さんと瞳ろく、 これは10時から3時まで青年会と女子会の連中に講演と実習をやっておりまた神山とピカイチは小瀬博士と共に賭けの玉突きにかかりきっていたところで海老塚さんカンぐり警部は改まって海老塚を見たあなたは12時40分にバスで N 町へ行かれた9時から12時40分までの行動について説明していただきたいのです 蛯塚は例のごとくぎらりと目を光らせて答えなかった「よろしい蛯塚さん私も今日まではあなたの人権を尊重して随分忍んできました」「よろしいですか蛯塚さん私が忍んだという意味は私はあなたの人権を尊重したそれに対するあなたの返礼は われわれへの部別であったという意味です今日はもう忍びませんあなたが説明してくださらなければ私の方から申し上げますがよろしいですか海老塚はふんぬと犯行に燃え狂る目をくるりと一回転してあらわに軽蔑を示してそっぽを向いたカングリ警部も堪忍袋の尾が切れた様子であった では、私から代わってあなたの行動を説明しましょう。あなたは昨日、9時40分、ないし50分ごろ、歌川家の裏門をくぐりました。その時、散歩に出かける宇津木さんにばったり会ったはずですね。あなたは歌川家の台所へ回って、女中の八重に諸い看護婦を呼んでこいと命じた。ところが諸いさんは宣告の話の通り、 二番バスで町へ出かけております。それを聞くとあなたの顔色が変わった。急にあなたの心を変えたらしく、じゃあ釣り殿にいるから下江さんをちょっとよこしてくれ、と言って釣り殿へ行きました。海老塚は青ざめてブルブル震えて、無礼者、嘘だと叫んだが、 かんぐり警部はびくともせず突き刺すように海老塚を見すくめてまじろぎもしないかねて命を受けていたのか八丁花と読みすぎが海老塚の左右に寄り添うように立っていた八重から伝言を受けた下江さんは何事だろうかと早速釣り殿へ行きましたするとあなたはもう聴診器をぶら下げて待っていて お前は確かに胸の病の様子がある。今日は健康診断をしてあげよう。と、しもえさんの手を取りました。しもえさんはあなたの様子がただごとではないのに恐怖を感じて、いえ、病気ではございません。それに今は他の用がございますから、と答えると、急に飛びかかって押さえつけ。こら。 言われた通りにしろ。さもないと、押さえつけても裸にしてしまうぞ、と、やにわに接吻しようとしました。べたらめ言うな、無礼者をまるで踊りかかるようにっきだって叫んだが、二人の刑事が左右からその腕を抱えた。カングリ警部は、ますます冷然と海老塚を見すくめて、 しもえさんは驚いて抵抗しました逃れようとしましたあなたは振り離されては飛びかかり振り離されては飛びかかりとうとう押さえつけた時しもえさんが悲鳴を絶叫しました幸いにこの時池を散歩に来たおゆらばあさんが悲鳴を聞きつけて釣り殿をのぞきに来ましたかくしてあなたの計画は破れ 下モさんはここを脱することができました。いかがですかこの席には下モさんもおりますが、それで足りなければ、おゆらばあ様に来ていただけますかあなたはそれから狂気のようにイライラと歌川家を飛び出しましたが、その時が10時か10時10分ごろだということです。さて、えビズかさん。 それからあなたがバスに乗るまでこの12時40分のバスは20分遅れて午後1時ごろ N 村へ着きましたがその1時までどこで何をしていましたか海老塚は乱々たる眼光でカングリ警部をにらんでいたがバカ野郎気狂いやに,わに両腕をふっ で飛び上がって絶叫すると振り向いて部屋を出て行った刑事が追っていこうとするとカングリ警部は手で制したすると海老塚は廊下のところで振り向いて「貴様らは天罰によって皆殺しに遭うぞ」「キングイどもめ大馬鹿野郎め!」 ゴリラのように手を振って振り向いて去った「なぜ逮捕なさらぬのですか?」と神山が聞いた「なぜですか?」カングリ警部は平然と答えた「何の証拠もありませんよ」1> 20第1級の容疑者 警察の取り調べが終わって部屋へ戻ったと思うと和馬と綾香さんが青くなってやってきた部屋へ戻ったら鍵をかけて出た室内に机の上に一枚の紙切れが置かれていたというのであるそれは今までの例と同じく歌川家の要線を用いたものにペンで「8月8日宿命の日」と書かれている。 その日の日夕方は明子さんの死体を火葬場に送るためにごたついており我々全員総林寺へ出向いて解剖室から元の本堂へ半分化け損ねているような乱雑なところでお経を承り車に積んだ明子さんを見送って戻ってきてやがて食事となった一馬と綾香さんは何かにつけて多忙でありその時は自室に戻る余裕がなくて食卓につき カングリ警部の取り調べを受けてようやく自室へ引き上げてきたのであったカズマ夫妻と私は小瀬博士の部屋を叩いた博士はトランクを引っかき回している最中であったが我々の話を聞いても一向に驚きもせずああそうですかますます多忙にトランクを引っかき回している そして彼が何者か見つけ出してようやくホッとしたのを見ると何のことはないただ一足の靴下にすぎないのであるなんだいその靴下は何かの証拠物件かいと嫌みを言ってやるとえへへと笑っていえ明日旅行しますもんでついでに東京へ出てあの子を訪ねる魂胆なもんで あの子は綺麗好きですから、靴下だけは何です。僕はいつも彼女の命令によって心がけているんでさ。と、嬉しそうである。敗北遁争というわけかいいいえ、勝利に至る道でさ。と、一つ意気込んでみせて。どうも面目ありません。玉突きの賭けなんかに夢中になっちゃって、全く失敗しましたよ。 しかし、何です犯人は逃がしゃしません。何ですってああ、8月9日、宿命の日か。8月9日までには帰ってきますが、歌川先生ご夫妻はくれぐれもご注意ください。部屋の鍵は紐でぐるぐる巻きに結びつけるのも結構です。食べ物にもご注意ください。 それから昼も一人歩きは慎んでなるべく数人固まって暮らしてくださることでさ用心第一人を見たら人殺しと思うことですな小瀬博士はは今度は新しししいいネクタイを取り出て、て思わずニコニココる。小瀬博士は今度は新しいネクタイを取り出して思わずニコニコしている何のために旅行に出るのさ 私がこう聞くと「物的証拠を探しに」です証拠はここにはないのかねああありませんただ犯人は時間と空間の関係に抜き差しならぬ姿を表しているのですがねそれから心理においてしかし物的証拠がないのですよ そいつを探しに出かけるわけでさ。じゃあ、君は犯人を知っているのかそれはもう、どうしてもこの五人でなければならないという、こいつははっきりしたもんでさ。けれども、何しろ時間と空間の三式なもんで、こいつは法廷へ持ち出す証拠にはなりかねますんで。しかしなんでさ、いよいよ証拠がなきゃ、 時間と空間の三式だけで法廷へ持ち出しますわ。やけでさあね、散々舐められちゃって、まったく腐ったなあ。と頭を抱えた。どこへ行くのだいぼうですよ。天下くまなくどこまでだって。こうなりゃ意地とやけくそで水の中でもくぐりますわ。と照れたようにニヤニヤした。 翌朝の食卓は明子さんの遺骨を迎えることもあるのでみんな揃って食卓に着いたみんな揃ってと言ったところでこの食卓の顔ぶれからは桜神玉雄さん千種さん内海明子さんが殺され海老塚が遠ざかり残っているのは12名小瀬博士が旅行に出ると11名になる神山東洋が小瀬博士に 小瀬さん、物的証拠を探しに旅に出かけるそうですがいかがですか推理の一端について漏らしていただけないものですか私はこの事件の山は7月26日事件か代子さん殺しの場合にあると思うんだがあれがもし 土井画伯を狙ったものなら殺人鬼の仕業だが加代子さん殺しが狙いとすると犯行の動機は極めて単純明快になるんじゃないかな小瀬博士はニヤニヤ返事をしないピカイチが口を出して「ええ俺を狙えば殺人鬼か」 それはまた飛んだデク人形に見立てられて恐縮だな。かよこさん殺しが目的なら単純明快か。犯人は誰だいえ我が悪徳弁護士先生。そいつはわかりませんよ。動機は単純明快と申したのです。じゃあ、うつぎ女子や。 王やうんやはどうなるんだいと丹後が冷笑するように言うまあそれは別といたしましてと神山弁護士話を裁くに巧みであるが分子が相手じゃうるさいもので何が別なのと丹後が聞く神山はちっとも騒がず まあその裁きは最後に探偵にお任せといたしましょうこの七人の殺人事件のうち大別して二つに区分することができますな第一が我々のうち誰でも犯人であり得るものこれは王人殺し玉王殺し多聞殺しの三件で タモン先生の毒殺も砂糖壺にモルヒネを入れるというのは誰にでもできたはずですよ。第二が特定の人しかできない場合。これは千草殺し、うつみ殺し、かよこ殺し、うつぎ殺しの四件である人々は完全に犯人であり得ない。 この完全に犯人であり得ないという人物を一人ずつ取り捨ててみたらいかがでしょう。そうしてどうしても容疑者を免れ得ないという人物に不服があったら、釈明を聞いて我々全員を陪審員に一つ判定を下そうじゃありませんか。誰も返事をしなかったが、 神山東洋は平気なものでまず千草殺しの場合ですな仮火葬場からの戻り道単独で戻った人はみんな嫌疑を免れない23人連れ立って帰ったうちでも一馬さんは一旦戻って総林寺へ行って30分間 このアリバイがないからこれも県議を免れない結局怪しくないのは小瀬さんとミさんが組で帰り私と坊さんとズマさんが組で帰ってこのうち小瀬ボ坊さんと私だけが県議の外にあるわけですな第一着の土井ハク。 第2着の内海さん和真さん三宅さん丹後さん八代さん以上5人の方にはアリバイがない誰も口を入れるものがないから神山夫人木曽園さんが口を挟んででも第1着の土井さん第2着の内海さんは別にアリバイの必要もないでしょうよ。 当たり前に歩いたお時間でしょ神山は我が意を得たりとうなずいてそれもある内海さんは千草さんと相引きに三輪神社へ出かけたが千草さんが見えないので戻ってきたしかしこの時千草さんを殺してきたかもしれないですよ一体千草さんが 顔にすっぽりと風呂敷を目隠しに被って、風呂敷ごと締め殺されていたというのが普通じゃないようですな。つまり、非常に親しい同志だから目隠しなどのふざけた遊びが許せたわけで、その器用をついて締め殺した。そう想像ができるでしょう。 すると内海さんなんかも容疑者から免れがたいようですなその間に土井画伯は内海さんの先を越して戻られたからまあ土井画伯に限って県議の外に置くべきかもしれませんな私はしかし土井画伯も単独だから 単独はともかく剣技の一つですよ。なぜなら、私はこの村の地理に詳しいから心得ていますが、火葬場から峠へ上がるでしょう。あそこから二三丁来ると、ちょっと人目につきませんが、谷を渡って三輪神社へ出る感動があるのですよ。道というよりも、 にがくような道というよりもまれに木こりが歩くようなそこの草だけが踏まれて生え方が少し低いという程度のものですがねともかくこの参道を三輪山へ出ると三輪山を一回りして歌川家の裏門まで戻ってきても 当たり前の道を疑わ家まで歩いたのと10分か15分の相違しかないのですこういう抜け道があるから単独の人はみんな謙義を免れないのですただ問い画伯の場合は内海さんよりも先に帰っているからこれはまあ謙義の外に置くべきでしょう その他の方はいけない。抜け道を一っぱしり。みんなやれますよ。しかしですな、ここにもう一つ問題がある。神山は人を食った顔つきであった。私は元来、この場所におられぬ方々については言を避けたい主義ですが、 問題が問題ですから仕方がありません一体千草さんが6時頃ろ合引きに出たというこれは諸い看護婦の証言ですよところがその他の人々は6時出発の千草さんを見た人はない要するに千草さんが何時頃まで家にいたか 5時ごろまでは見た人がいますけれどもそのあとの1時間は明白ではない諸い看護婦は6時から8時まではアリバイがあるのですが実は6時以前にすでに千種さんが殺されていたとしたらそれまで一向に取り合わぬ顔つきの一同も ににわかきをくすことができなくなっってしまった。神山東洋はそんな気配は気にかけていないように取りすまして「ともかく田舎のあんちゃん母ちゃんの犯罪でも伏線偽証なかなか額面どおりに受け取れないもので必死の知能驚くべきものがあるものですよ」 彼は経を誘っておいてすぐ話題を移したさて次に内み殺しの場合ですがこの時は2階の廊下を見晴らす位置に土井画伯が目玉を向いて頑張り通していらしただから2階には犯人がいないはずだというのが通説ですしかし土井画伯が酔っていたということは やっぱり考慮しなければならない。土井画伯が鎮座増します廊下の位置に近い人々、ずまさん、小瀬さんなどはちょっと顔を出してもどなりつけられたかもしれませんが、もう丹後さんあたりからは相当離れているのだから、ふらりと便所へ行っても、 土井さんも因縁をつけなかったと思いますがね便所は土井画伯の鎮座の位置の反対側のことですからな彼は面白そうにジロジロと人々を見回した丹後さんと向かい合ってひとみさんご夫婦丹後さんの隣は私その次が 三宅さんと宇津木さん。その向かいが一つ空き部屋を置いてやしろさん。ところでですな、二階の便所は、便所へ行くと見せかけて、階段を降りることができるようにできていますよ。こいつを見分けることは、酔っ払っていなくったって、 土井画伯の鎮座の位置からは不可能なんですなあ一座はまたちょっと色めいたこれはしかし話術にすぎない決して実際の真理を同波しているという性質から来ているものではないのだから私も尺に触って君の言いようじゃまるで私なんかいつでも絵画へ降りて内海を殺せると言ってるようじゃないか しかしそんなことよりも問題は私が便所へ行ったかそれをピカイチが見たかということじゃないかまあまあしろさんこれは単なる可能性を論じているにすぎないですよあいにく土井画伯は酔っ払って当時の記憶ははっきりいたしておらぬ始末でそこにつけ込んで私は目下 単なる可能性の限界を申し上げているのです。だからさ、ピカイチの酔っ払っていることを取り上げる以上、単語の部屋から遠方だけを問題にするのは当たらないさ。カズマも小瀬博士も便所へ行くことができたはずだ。外へ出られなかったのはあやかさん一人だけじゃないか全くです。 これは私の推理の誤りでしたな。なるほど。丹後さんを限界に置いたのはおかしいですな。カズマさんも小瀬さんも便所へ行けないはずはなかった。しかしですな。あの晩の状況より推察しまして、カズマさん、小瀬さんなど近い位置から扉を開けると、 土井画伯は噛みつくように怒鳴りつけるに決まってますよ。するとですな、土井画伯は酔っ払って翌日の記憶にないかもしれませんが、私たち室内の者は土井画伯のわめき声によってその状況を知ることができたはずです。しかし、廊下の遠い方なら、 多分土井画伯はわめかなかったにそういない一座はどうやら今度はその心理によって説得せられたらしい神山はすぐ話を変えてさて次にはかよ代子殺しこれは多聞殺しと同時間に起こった同じ毒殺ではありますがその性質は違っております 多文殺しの場合は、一時半から三時まで調理場は無人ですから、我々の誰でも砂糖壺にモルヒネを入れておくことはできた。もっとも、かよこさんが広間に読書しておられたよしですから、かよこさんはその犯人を見たかもしれない。しかし、 かよこさんには見られてもよかったのですよなぜなら佳代子さんも同時に死んでいるはずなのだから神山は佳代子殺しをピカイチ殺しの間違い説からあっさり切り離しているがピカイチはもううるさいやという顔つきで文句を言う気もない様子であった佳代子殺しは問題ですよ。 この場合、毒薬は、ある特定の数分間を置いて投入する時間はないのであります。これを投入し得た者は、調理場にいた坪兵夫妻、木園、八重、海老塚、および商用に立った綾香夫人、京子夫人、和馬さん、八代さん、小瀬さん、三宅さん、 それに私です。その他、か代子さんとコーヒー茶碗を取り替えた問い画伯も、最も嫌疑を免れることはできません。むしろ問い画伯が、超特別に疑われて叱るべき立場にあります。ピカイチは、勝手に仕上がれと言わんばかり取り合わなかった。しかし問題は、 この欠けているコーヒー茶碗ということでして常にそれを取り扱っている坪兵夫妻やえ木園はそれを見分けることができても他の我々は土井画伯の茶碗は欠けているとは知っていてもどのように欠けているかは知らないのですよさらにまたそれ以上の大問題は 歌川家のコーヒー茶碗は土井スサノオノミコトによって破壊されもし新たに客人が増えた場合は土井画伯同様欠けたコーヒー茶碗を割り当てられる運命にあるこのことを犯人が知っていなければこの犯行は成り立たないということですな私は 犯人はもともと佳代子殺しの狙いで土井画伯暗殺失敗説は取るに足らずと見るものですがさて佳代子殺しが狙いとすれば嫌疑の第一はコーヒー茶碗を取り替えた土井画伯これは何と言っても最大の嫌疑を免れませんよ次にもしまた 犯人は土井画伯でないとすれば、毒薬は土井画伯のコーヒーに入っていたことからをして、犯人は、かよこさんのコーヒー茶碗は欠けた茶碗であることを知ってはいた。しかし、欠けた二つの茶碗の正確な見分け方は知らなかった。これが一つの場合。もう一つの場合は、 かけ方方のの少ない方の茶碗、つまり土井画伯のコーヒー茶碗は犯人の予定によれば当日は加代子さんに配られるはずになっていたそれを求字人,人の八重がうっかり常々の習慣どおり土井画伯に配ってしまったあるいはまた犯人は かねてかよこさんのコーヒージャワンがかけたものであるはずのことを知ってはいたが、いちいちコーヒージャワンを調べる余裕がなかった。そこで、とっさに目についたかけジャワンに毒薬を投入した。というような下級の場合による手違いもありえたろうとは思われます。以上、述べましたとおり。 かよこさんがこの食堂へ現れた場合は、欠けたコーヒー茶碗を用いるであろうということを知っているには、この家の調理場の事情に精通しなければならない道りで。しかし、元来かよこさんの殺害を企む以上、その犯人は当家に精通したものに限られているはずであります。 私はいささか腹に据えかねて口を出した神山君の話の様子では犯人は歌川家の遺産問題と決まったようじゃないか王仁や内海さんや宇津木さんの場合はどうなるのかね歌川家の遺産問題が犯罪の動機とすればここに11名出席しているが犯人たるべき人物は幾人もおらぬほとんど決まっているようなものではないか それはですな。このいくつかの犯罪がみんな統一の犯人によるか別の犯人によって行われているか。これはにわかに断定できないことですよ。同一の犯人かもしれません。別の犯人がいるかもしれません。場合によっては いくつかの別々の犯人によっておのおのバラバラに事件が構成されているのかもしれませんしかしその問題についての考察は後回しにして次に「うつぎ殺しの場合を見ようじゃありませんか」神山は犯人を見抜いているような落ち着き払った口ぶりであった。 一作三日は朝食後夕方まで完全なるアリバイを持つ人物はまずあいにくですが玉突きゲームの三人組土井さん小瀬さん私の三人を筆頭にあげなければなりませんなこの三名はちょっと便所へ立つのももどかしいほど角突き合わせていましたからな 次には演劇講習会へご出席のひとみさんご夫妻これもアリバイは完全です次に N 町へ出かけた人物のうち2番バスつまり10時40分 N 村発に乗った京子さん脆い看護婦木園 この3名はその1時間前に当家を出発する必要があり10時40分から12時30分までは同じバスに乗り合わせていたのですからこれまた犯行推定時間10時半ないし11時には完全にアリバイが成り立つわけです次にずまさんは F 町の親戚へ行っておられて これもまたほぼアリバイに疑いはないようですな。さて、後に残りました5名。と、神山はちょっと照れくさそうにニヤニヤした。これはまた驚いたね。僕もまた容疑者の口かいと、丹後弓彦が眠そうな目を案外きりっと神山に向けて。僕は君。 ブナの森からぶらりぶらりと十時五十分のバスにはちゃんと街道へ出て乗り込んでいるぜけれども失礼ですが丹後先生先生のぶらりぶらりは全然お時間の観念が終わりではないようですからな先生は確か時計をお持ちでないようですが挨拶するにここ十年か十五年間 先生は時計を所持なさらずに生活していらっしゃるんじゃありませんか先生は10時50分のおつもりで12時20分のバスかもしれませんぜ。実は証拠があるんでさ。この村のもので12時20分のバスに先生と乗り合いした者がいて。あとは先生のおっしゃるとおり。 街道の真ん中に手を振りり上げて乗り込んでいらした。それは先生のおっしゃる通りだと申していますよこれはもとよりグリ警部もちゃんと知っていることなんですよあのグリ先生が我々を取り調べに来るときは実はもう我々の答える以上に調べた上で顔つきなんか見に来るだけのことなんです 相当のくせ者ですよ丹後は目して答えなかったさて「うつぎ殺しの可能の方はただいまの丹後さんそれから高専組の八代先生と綾香夫人」「このご両面は例の感動を言って案外の短時間にうつぎさんを殺してくる可能性もなきにしもあらず」ですな 次に三宅さん。三宅さんが三日の始発に乗ったという確証は、目下のところないようです。乗ったにしても、N 町から様子を変えて戻ってきて、犯行を犯してまた戻る。そして夕方5時に何食わぬかをバスに乗って帰ってくる。 それも不可能ではないようですなそれから最後に海老塚先生以上の5名はこの事件の容疑者を免れることができません神山はニヤニヤしながら懐から手帳を出した実はおせっかいのようですが私はかねてちゃんと控えをとっておきましたから ただいま申し上げた4つの事件の容疑者をもう一度改めて並べてみましょうぐさ殺し土居画伯内海先生和ま先生八代先生三宅先生丹後先生ただし諸以上の偽証の場合可能なり内海殺し 丹後先生、瞳ご夫妻、神山夫妻、宇津木先生、三宅先生、八代ご夫妻。その他、母屋の住人。かよこ殺し。といがはく、つぼ夫妻、神山夫妻、三宅夫妻、一馬ご夫妻、八代ご夫妻、小瀬博士、海老塚先生。 うつぎ殺し、丹後先生、綾香夫人、八代先生、三宅先生、海老塚先生。以上のようになりますな。痛感しまして、全部に通じて可能性を持つ方は、八代先生。八代先生の奥様は、 最後の、うつぎ殺しにアリバイがあります。次に、三宅先生。このお二方だけが全部に可能。三つの事件に可能な方は、海老塚先生、丹後先生。さて皆さん、誠に奇妙な話ですよ。七つの殺人事件のうち、多門殺し。 玉殺し、火殺し、この3つは明らかに動機に一貫性があり他の4つはおのおの動機がバラバラであるのに比べて最も主たる犯行に思われますが以上4つの事件の共通の容疑者を調べてみますとその主たる動機に関係のある人物が容疑者の中に現れてこないのですな この説明は人々に深い印象と多くの興味を与えたようであったさてこれからが問題ですよと神山は悠々落ち着き払って人々を見回したするとこれは一体何事を意味していますかまず第1の問題はこの7つの事件は 動機のバラバラな。従って、おのおの犯人を別にする犯罪であるか、同一の犯人による一貫した殺人計画であるか。前者の場合は、まず常識上不可能ですな。でんでんバラバラに殺し合う。そんなことは、まずいかに芸術家の異常世界につきましても、 いささか不可能なことですな。それは全く、文学者は大概大犯罪者ですよ。いわゆる探偵小説の遊戯によりますと、大探偵は大犯罪者の表と裏だと申しますが、そうじゃないようですな。小説を作る文学者は、大犯罪者の裏と表ですが、 探偵は違いますよ。探偵は、作る人ではなく、見つける人だからですよ。八代先生のお説によると、古生博士は小説の書けない方だから、大探偵の素質があるのだそうですが、まさしく、それが真理ですよ。そしてですな、それが真理であるということは、 逆に分子の皆様方は大概大犯罪者の素質を持っておられるという意味でもありますただしこれは弁護士にも当てはまりますこれはまた皆様方には比べようもありませんがともかくこれも人間関係を作り出す商売ですからなあし 我々が平凡なのに比べると先生方は天才的であらせられる。平凡な我々は犯罪者と同時に探偵的才能もあるわけですが天才的な先生方は全然探偵の能力なしに徹底的にただもう大犯罪者の素質だけをお持ちなのですな。 神山は気の弱そうな笑いと長老するような笑いといつも2つを同時に含めているような笑い顔をするやつであったこの7つの事件を同一犯人の一貫した計画殺人と見る場合には「しからばなぜ犯人は連絡のないバラバラ事件を構成したか」ということが問題になりますが。 これがつまり犯人の狙いなんですよ。真の動機をくらますためですよ。この犯行のどの一つかが、あるいはいくつかが、犯人の真に目的とする犯罪であり、他の犯罪は、その目的をごまかすための細工にすぎない犯罪ですよ。 なぜそのような細工が必要かなぜならば「動機がわかるとたちまち犯人が分かってしまうからですよ」と神山東洋は小瀬博士と同じことを言い出した「動機は何だい?と」と私が聞いてやったらさて そのの動機の問題ですがねとまた変な含み笑いをした何分天下の大犯罪者が一同に返しておられるのだから八つ枯れごときが動機をうんぬんする手はありませんよ。最も動機の明白なるもの必ずしも犯人の真の動機とは限らず。 最も利害の大なるもの、明白なるもの、必ずしも犯人の真の目的にあらず。ですかな小瀬博士、いかがですか小瀬博士は答えない。すると単語が。神山君は、四つの事件の共通の容疑者を挙げて、八代と三宅だけが全部の犯罪に共通しており、 最も主要な犯罪とみられる歌川家の財産関係の犯罪の容疑者たるべき人物が姿を現していないと言ったねしかし君共犯者ということがあるよ単独では共通していなくとも2人ないし数人で共通している場合がありうるじゃないか大体半月余りの短事実に7人もの人間がバタバタ殺され それが警官の警戒厳重のさなかなのだからな共犯者なしにできることじゃないねごもっともですと神山はうなずいたしかしですな歌わけの問題として例えば和馬さんご夫妻ですなこの二人が共犯としましても内見殺しの場合には お二方とも決定的に不可能だという抜き差しならぬ事実があるのですなこのお二方にさらに他の共犯者がどこやらにおりますかするとカズマがいささか奮然たる面持ちで言ったまったく僕が第一級の容疑者であることは認めますよ事態がそうなっているのだから仕方がないね 僕はしかし、嫌疑だの容疑者だのと、そんなことは身に覚えのないことだから全然気にかけていませんよ。僕が不安、気がかりなのは、8月9日のことですよ。一体何者が、何事を企んでいるのですか。8月9日に、僕が今度殺されたとしたら、 その結果はどういうことになるのですか初めの奮然たる勢いににもやらず語り進むうちに語気衰え不安と恐怖のために自然と顔がゆがんでいる小瀬博士が時計を見て立ち上がった「8月9日までには必ず帰るつもりですが皆さんお大切に」。 何しろもう神山さんの大推理にうっとりしちゃってすっかり時間が遅れちゃってと挨拶もそこそこに慌てふためいて飛び出していった21密会と拷問と行員その朝食後高専宿へ出かけてみると 宿の亭主が気味悪そうにまた昨日は大変なことでいや知っていますか昨日は警察の方が2度もここへ見えられましてやれやれ聞いてみると一度は鑑ぐり警部の一行であと来た男は六尺近い草相撲の横綱みたいな男だというから これは神山東洋である彼は離れの窓から渓流へ出て時計で時間を計りながら歩き去ったということであるが実はこの朝も小瀬博士が慌てふためいて立ち去ると彼もまた追っかけるように出かけていったがこれは N 町で木兵衛のアリバイを調べに行ったにそういないおせっかいな野獣馬であるしかしやつ 圧巻だけののここととははあってさすがに油断のならぬところがある事件の性質を知らない亭主は刑事が調べに来たものだから私を犯人みたいに気味悪く思っている様子であったが全くこうなると私自身も転換の発作か何かで知らないうちに自分が人殺しをやらかしているようなへんてこな幻想にも落ちかねない始末である〉 仕事どころの話じゃない。犯人は誰だろうなどと、そんなことばかり自然に取り留めもなく考えて一字も書くことができないのだ。神山東洋はその日はとうとう帰らなかった。その翌日の夕食になってもまだ帰ってこない。我々が夕食の食卓へ着いたところへ、海老塚医師が 青ざめた顔に目をギラつかせてぬっと姿を現した彼はコツコツ悪くしている足音を響かせながら食卓を半分回ってちょうど私の正面へ回ったそこには木兵衛がいるのである偽善者、三宅木兵衛。海老塚医師は体活一斉 右手をはっしりと突き出して木兵の横顔を突き刺すように指さしたまるで野球の審判人のような大げさな身振りだがもっと慢心の気迫がこもってまるで槽術の構えのようだ彼は指さした手を槍のごとくに構えたまま実際木兵の耳の下を指先でグリグリ突き回した「偽善者三宅木兵衛」 もう一度さらに体活一斉して8月3日日曜日何時三宅木兵衛 N 町において諸井琴路と密会したぞ何時先日世を罵って何と叫んだか何時正義の仮面をかぶり妻の不貞を罵りつつ 脆いことじと密通いたしておるではないかこれ返答いかにこれ何時偽善者三宅木兵衛その時神山東洋が母屋を回らず外から食堂へ扉を開けて入ってきた彼はあっけに取られて見ていたが やがて面白そうに笑い出した偽善者三宅木兵衛ははは傑作傑作お次は何です海老塚先生お次の文句は私が教えてあげようか気の毒ながら3つのやり損じ実は振られ男というのでさ 海老 <laughs> 塚も神山東洋の傍若無人の差し出口に一時はあっけに取られたが神山の言葉が終わると一切構わず再び腕を突き刺してはったと三宅木兵を睨み「返答いかに何時偽善者三宅木兵 珍しく自動車の警笛の音が玄関の方に響いていたが鑑ぐり警部の一行がどやどやと乗り込んできた警官の一行を見ると海老塚は調子づいて8紙と木兵を指さし「諸君見よ偽善者三宅木兵彼正義の仮面を被り世を罵り妻の不貞を罵り」 彼、偽善者は、ろいことじと三ついたしておるぞ。列々たる気迫を込めて、偽善者木兵衛を指し示したが、警官が左右に寄り添って腕をらえたのは、海老塚その人であった。んじら、何をするか、こら。無礼者、見よ。そこに、 彼こそ偽善者。正義の仮面をかぶり八丁花と南川雄一郎巡査は左右からおのの両腕を抱えて小さな海老塚をつり上げるように押さえてしまった鑑ぐり警部が進み出て海老塚さんお気の毒です一応同行していただかなければなりません 腕を取られた海老塚はバタンバタン足を鳴らして何を何時ら寝ぼけるかそこによる彼三宅木兵衛こそよう偽る偽善者であるぞ何時ら無礼者いや海老塚さん警察は偽善者をどうすることもできないのです それは、お釈迦様やキリストの領分でして。と、カングリ警部は笑って。お気の毒ですが、偽善者を差し置いて、我々はまず、傷害犯人を捕まえなければならないのです。脆いことじ看護婦を拷問し、全身に無数のやけどと刺し傷を与えて、瀕死の渋滞に陥らしめた現行犯として、 まず海老塚浩二を逮捕致さなければならないのです海老塚は2人の刑事に連れ去られたどうもお騒がせいたしましたとぐり警部が立ち去ろうとするのを一体どうしたのですかと聞くといやもう無茶ですよ今病院が終わると、 先生病院の鍵をかけて脆い看護婦を裸に縛り上げ焼け火箸と下巻のメスだのハサミだの取りそろえましてね驚くべき拷問を始めたのですねその結果つまり偽善者三宅木兵という下りを白状させてここへ乗り込んできたわけですよ 私たちは近所の人から悲鳴の密告を受けて海老塚委員へ駆けつけたのですが、まさしく狂人の振る舞いです。目も当てられぬ惨状ですよ。肉は焦げ、一面に血は溢れ、毛髪は掴み取られ。何がさて、医者が犯人じゃ手当の使用もないでしょう。それでも幸せに、 読みすぎが看護卒か何かいくらか医者の心得がありまして兵隊流に荒っぽく何とかやっておりますが命を取り留めればよろしい方ですよすると今までの事件も彼が犯人ではありませんかと私が聞いたがいやそれはまだ調べてみなければ分かりませんとカングリ警部は帰っていった 上山東洋はようやく椅子に腰を下ろして「いやどうも驚きましたな食堂へ入ってくると八重偽善者何時三宅目兵衛と来たからこれには私も全く面食らいましたぜ私はしかし昨日から今日いっぱい その偽善者三宅木兵衛の件で N 町を調べて歩きましてね実はい井と次看護婦の白状はいささか間違っているのですよ8月3日にろ井看護婦が密会したのは隣村の闇成金の百姓親父で三宅先生と海老塚医師は おのおのの旅館に今か今かと諸井城を待ちかねつつつい振られた悲劇の当人に他なりませんや焼け火橋の大拷問の今輪の際にも嘘をついて三宅先生の名を出すとは諸井城も驚くべき冷静知的な知れものですな確かにこれも 大犯罪者の素質を備えた一人ですなあ黙兵衛はひと言も語らなかったなるほどしかしいつからか彼が意外な憎悪を海老塚に示すようになったのも諸い看護婦とこうなっていたと分かってみれば頷けることであった彼もまた女々しく嫉妬深く邪水深い変質的な一人であった 君は何回高専宿へも私のことを取り調べに行ったそうだがそうやってみんなのアリバイを調査しているのかねと私が神山東洋に聞くとええー、そうでさあ根、ね、弁護士ですからこんなことが好きな性分なんですな私は F 長も調べました かずまさんはアリバイがありましたな。丹後先生はダメ。丹後先生はやっぱり12時20分というやつにお乗りだったんですよ。道の上へふらふらと飛び出してきて、こうゆらゆらと泳ぐみたいに手を振ってね。自動車の車掌も運転手も、 よく覚えていましたよだが三宅先生あなたはしかしもろ以上のことはとにかくバスの始発の件ですなあなたは始発には乗りませんでしたね神山は木兵衛を見つめたが木兵衛は相手にならず全然返答の様子がない恵比塚が、 もろ以上と三宅先生の中を疑り出した疑る根拠はあるのですなぜなら三宅先生は始発でなしに12時40分つまり海老塚医師と同じバスで N 町へ行かれたのですつまり三宅先生は 七時半前に当家を出発された。しかし十二時四十分までこの村のどこかにおられたはずです。木兵はまた答えなかった。答えようともしなかった。顔色も変わらない。変わりようもないのである。青ざめて歪み。 彼はうつむいて人の話も聞こえないごとくであった丹後が皮肉いっぱいに「神山君頼まれもしないのにおかっぴきがそんなに面白いかね」神山東洋びくともせずに「ハッハハハこれだけ矢継ぎ早の殺人事件の真ん中に暮らしながら」 ちょっと探偵心を起こさなきゃその方がよっぽどへんてこりんだと思いますがねその晩私たちが寝ようとすると八丁花と南川雄一郎巡査が二階の両端の階段の折口のところへ頑張っているこれは昨夜から鑑ぐり警部の命令でこうなったのである一馬が八丁花に いやあ、ご苦労様です。でも、もういいんじゃないのかな。はあ、何ですかいえ、海老塚さんは交流されているのでしょうええ、そうです。こんなに警戒してくださらなくとも、もうよかろうと思いますが。はあ、ともかく警部の命令で、 8月9日まではこういたすことになっております一馬は海老塚が捕らえられたのでどうやら一安心の様子であった22 8, 月9日宿命の日8月8日の夜になっても小瀬博士は戻ってこない。 この日の深夜には約束の8月9日が始まるのだから、食堂にはアタピン女子が一日目玉を光らせて頑張っている。みんな食堂に集まっているが、空き部屋ばかりの廊下にも、八丁花と読みすぎが両端に頑張っている物も々のものしい警戒ぶりなのである。夕食にはカングリ警部も出席していた。8月8日。 午後8時かみんな8ですな戦争中は末広がりとかなんとか縁起を担いでいましたが我々警察にとっては末広がりは何より困ったことですよこの事件はまさしく末広がりで全くどうも面目ない死体ですその時本書から電話が来たそれを聞いて戻ってきたカングリ警部が いや、早どうも海老塚さんが本所の保護室で目下大演説をしているそうですがね今夜この家で大てが展開されるこれは神様のおぼし召しによるのだそうで海老塚さんの魂も今夜はこの家へ来るそうでもう今時分どこかこの辺の隅に詰めているかもしれませんよ それから、脆いことじさんは、県立病院へ入院しましたが、なかなかの重体で、あるいは絶望かもしれないということです。当局といたしましても、死なれては困る意味もありまして、八方を手を尽くして治療に当たっているのですが、あのご婦人は、天下に稀な、驚くべき意志力を備えた人だそうですよ。意識不明のさらかにも、意志力が働いているそうで、 上事らしいものもほとんど漏らさぬそうですなこの事件はやっぱりまだ終わらぬのだろうか私は一馬の顔を見たが彼もどうやら再び不安になりだしているらしい今日は多文楼加代子さんのふたなのかであったが明日は例のごとく問題のおかじさまの一周忌であるから例年ならば盛大な法要があるはずであったが この連続の殺人事件であり、問題の当日でもあるから、来会者の方も気持ちが悪いに決まっているし、間違いも起きやすい。そこで法要は来年回しということになった。坊さんの独居があるだけである。神山がカングリ警部に向かって。そうですなあ 全くあの看護婦は大犯罪者的でしたな第一目がちょっとこう三白眼でじっと見つめられると凄みがありましたよところで事件は実際8月9日に起こるものですかそれがはっきり分かってくれればこっちは閉めたものですが何がさて 我々は海老塚先生のような陣痛力や心眼がありませんので残念です神山さんは甚ははだ綿密に捜査に当たっておられるそうですがあなたの心眼はいかがです一つ遠慮なくご意見を聞かせていただけませんか私が一つ警部にお聞きしたいのは解剖の結果の強行の推定時間ですなあ あれは絶対のものもですか。そうですねまずほぼ確実とは思われますが絶対とは申されません幸い今度の場合は7件な,ながら早々に死体が発見されておりまして最も遅いのが宇津木さんの死後20時間そのために推定時間はほぼ確実とは思われますが 我々とてもそれを絶対としているわけではありませんちぐさんの目隠しというのはどういうふうになっていたのですかあれはですなこれはちぐさんの持ち物の濃紺の風呂敷ですがこれを2つに折りましてつまり三角巾型に折りまして額から後ろへ回して結んであります。 つまり顔の前面に三角筋がだらりと胸の方まで垂れておるわけですですから胸に垂れた風呂敷ごとその上から縄で首を絞めて殺したものですすると何ですか犯人とは非常に仲の良い間柄でかくれんぼでもしようというわけで目隠しをした そこを首を絞めたそんな風な想像もしてよろしい余地があるわけですなお説の通りですともかく合意の上で自ら目隠しをしたと見るべきかもしれませんなピカイチが横から番線を張り上げてそれじゃあ何だぜかくれんぼしているところを 他の本物の鬼が来て締め殺しやがったのさ。神山は吹き出したが。まさかあなた、年頃のお嬢さんがわざわざ三輪山へ出かけてかくれんぼをしますかね。いやいややりかねない。さにやらず。ピカイチは真顔になって。 という部女のバカ娘とセムシ指人じゃどうせまともなことはやれないぜ当たり前に抱き合って接吻するなんてそんな月並みな系統ができるもんかそれに比べりゃかくれんぼの方がよっぽどやりかねないことなんだそこで内海先生がどこかへ潜り込んでかくれる そこへ本物の鬼が来て締め殺す。どうだいこれは。一つの空想としても芸術的なリアリティがあら。万事こういう具合にでっち上げられりゃ、殺人だって芸術的干渉に耐えらねえ。カングリ警部も笑い出して。いや、全くです。芸術家の直感や空想は、 時として人痛力を表すことがありますからなあるいはそんなところが真相かもしれませんよそれでは皆さんの芸術的人痛力を拝借いたす意味で一つ打ち明けて申し上げますが第1回目の事件望月欧神さんの事件に死体の信頼の下に 彩佳夫人の部屋靴の鈴が一つ転がっていたのですよ。これは皆さんの人通力でどういうことになりますかいや、それだ。まさしく君、警部。それですよ。そう来なければならぬ。全ては明白じゃないか。ピカイチは目を輝かせて叫んだ。 やかさんは恐怖に沈んで大きく目を開けて警部を見つめた私は当家へ嫁いで以来望月さんのいらした部屋へまだ一度も入ったことがございませんおおさすがにこの狐も見上げたやつさピカイチは思わずうなった弁解の文句もここまで来りゃ人を驚かしやがるよ 統計と嫁いで以来足を踏み入れたことがありませんとはほざけやがるよ。トルコやインドのハーレムじゃあるまいし、十人も泊まりはいっぱいのたった二頭のうちじゃないか。成り上がり者は広大な天下を知らないからとんでもないことを言いやがる。こんなちっぽけなうちはハーレムじゃ料理人の昼寝部屋だい。 気の効いた蚊は一晩のうちに一つ一つの部屋で血を吸ってやるがね。人を馬鹿にするな。綾香さんは美しい目に怒りを込めてピカイチを睨みつけていた。カングリ警部は取りなすように頷いて。いや、奥様のおっしゃる通りでしょう。その鈴は確かに奥様があの部屋へ落として来られたものではありません。 なぜなら寝台の下は望月さんの洋服の上着できれいに拭いてあるのですよそしてその上に鈴だけが一つ落とされていたのです今度は神山東洋がうなったそいつは奇妙な謎ですなすると犯人は。 意に綾華夫人の鈴を置き残していったわけですか。そうですな。鈴も鈴ですが、何のために寝台の下を拭いたものやら。いかがですか皆さんの人通力は。誰も答えるものがない。カングリ警部は根気よく待ったが、返事がないので。それではもう一つ。 これはは通力ではありません。皆様の助言が欲しいのですがちょっと失礼な問題ですが場合が場合ですからこれを最も真面目な意味でご協力を願いたいのです実は皆さんご承知の通りこの事件には再々相引合いびきが現れてまるでそれが特徴のようですが宇津木亜希子さんが三輪山へ行かれたのも 相引きのためではないかと推察される根拠がありますもし相引きのためとすれば相手の方はどなたですかこの席でなくてもよろしいのですどなたか我々に助言を寄せていただければ幸いですそれはまあそんなものだろうあの人が無駄に山や森を歩きやしないさ しかしそれは何も失礼なことじゃない警部君は人間性というものの崇高なる実相を認識されておらんのだね宇津木さんは祝徳も高くまた愛欲も意図深き誠に愛すべき尊敬すべきご婦人でしたよあのような多情多根たる霊人を殺すとは誠に憎むべき犯人だ ああいう御人はしかし、相引きの当人には殺されるはずがありませんよ。なぜなら、時間がちょっと経つうちに、必ず次の男にお移り遊ばす性質で、こいつ執念深い、うるさくつきまとうやつだ。悪女の深情酒。そういうところもちょっとあるけれど、上辺だけです。 実際は邪魔な女じゃないからな。はっはっはっは。神山がたまりかねて吹き出した。問い画伯はさすがなもんですな。ご自分の心境ばかりをもっぱら述べていらっしゃる。しかしあなた、男が女を殺すのは、悪女のかなさけ。 執念深いやつそういう意味とばかりは限りませんや。こっちが惚れているけれども、女の方が逃げてゆく。それ、ノイがハもおっしゃった、時間がちょっと流れるうちには、隣の男に移ってゆく。つまり、 それまた殺される大条件じゃありませんか。そっちのせいで殺される方がよっぽど世間にはありふれてますわね。土井先生は全くひどい人ですな。もっぱらご自身の心境だけしかわからないとは。いや、何さ、俺が言うのは、 相引きの当人が、だから殺しやしないというのさ。すると、土井先生が相引きの当人かもしれないぜ、これは。と、神山東洋がげたげた笑いでした。しかし、なんだってまた相引きに山田の森へ出かけるのかね。男のお部屋へご出張あればよろしいものを。 それがそれ。近頃は警戒厳重で刑事の方が張り込んでいたんじゃ。ああ、ちょっとあの方の部屋へ。そうも言えませんからな。まったく罪なことですよ。しかし、本当に相引きに出かけられたのですか。一体その根拠は確実ですか。 と神山に聞かれてカングリ警部は柄にもなく照れていたが実はですな宇津木さんのハンドバッグから合引きのためにのみ使用せられる性質の品物が数種現れてきたのですなそれとも宇津木さんのようなお方は年中そんなものを携帯しておられるものですかそれこそ宿女のたしなみさ昔から言ってらね 敷居をまたげば七人の敵あり天下にこれほど大切なたしなみはないのさ警部は全く人間性を列上でしか理解できないのだないやどうも恐縮ですとカングリ警部はいかりもせずにニヤニヤとピカイチに一つ頭を下げた食事を終わって一同が広間へ立った 広間の中央柱に紙が一枚貼り付けられている。おやなんだろうそれを見つけて真っ先に覗いてみたのは単語であった。やれやれ、また現れたね。8月9日宿命の日か。近頃流行りのポスターだね。単語は点で気にかけずしゃれのめしたが、我々は驚いた。 カズマは神をにらんで立ちすくみ引きつるように顔色が変わってしまった無理からぬことである海老塚が逮捕されているうちはと彼は内な々いない心に休んじていたはずだまさか海老塚の魂が火の魂式に転がり込んで神を貼り付けてどこかの隅に息を殺しているわけもない ふと私が気がつくとカングリ警部が火を吐くような鋭い目玉で人々の顔を一つずつ食い込むように睨みつけているのを認めた二十三、最後の悲劇その夜の警戒は厳重を極めていた 洋館の階段を上ったところに私の部屋の前には読杉刑事が一馬綾香夫妻の前には八丁花ががんばり廊下の両端から各部屋の扉をにらみ合わせている絵下にはカングリ警部と南川巡査が非常用のはしごまで用意して庭の様子をうかがっているこれは会場の廊下をぶらぶら、 私たちの誰かが便所へ立つと送り迎えするという念の入れ方で女中が酔いざめの水を運んできてもまずアタピンが取り上げて毒味をするすると八丁原がむっつりとそのコップを横取りして怒り顔俺によこせ何をするのよ俺が毒味をしてやるガブリと口に含む あら、まあ。アタピン先生、びっくり八丁花を見つめているうちに、みるみる大感激を表して。まあまあ、あんた親切ね。そんなに私を持っているの嬉しいじゃないの。そんなに実があるなら、あんたと結婚してあげるよ。八丁花は不況議に目を光らせて。バカ抜かせ。 俺には女房があるのだぞ。何よ。女房ぐらいあったって平ちゃらじゃないの。私も女房になってあげるよ。おめかけは嫌いだからね。女房が二人でいいじゃないか。あんたの半分私が可愛がってあげるよ。みんなじゃ付け上がってしようがないよ。そんなのあるかい。バカだね、あんたは。 恋愛なんて半分ぐらいずつでちょうど手ごろなものなのよだから4丁花だけかわいがってあげようほうそうかうれしいだろうねえちょいと。とアタピンにほっぺたをつつかれて八丁花はグニャグニャするアタピンはすっかりのぼせあがって 今夜は素敵じゃないのこの秋に東京のフグ料理で結婚式を挙げようよあんた貯金持ってる恥をかかせるもんじゃないよああよしよしフグぐらい私が食べさせてあげるよいやはや奇怪な濡れと騒ぎいかなる妖魔も殺人鬼もこの時ばかりは恥ずかしくて出られたものじゃないなどとは素人の考え 明け方の四時という頃に濡れごとの扉を隔てた向こう側にけたたましい悲鳴が起こったカズマと綾香夫人の部屋である争う必死の音がする力尽きて倒れる音そして音は終わってしまった扉を押したが鍵がかかっているからおい二人はこの場を動くな 八丁花は開花へ駆け下りるかねて用意のはしごをかけてカングリ警部と二人外から窓をたたき割って入る電灯が消されているから二人は用意の懐中電灯で室内を照らした床に人が倒れている胸もあらわに綾香夫人が仰向けに倒れその上に折り重なってうつぶしているのはカズマであった 現場を乱すな。スイッチを探して電灯をつけろカングリ警部の命を受けて八丁花は電灯をつけたカズマを抱き起こしてみるとすでに苦紋の果て息絶えているデスクに飲み残したコップの水があり白色の粉末が散りこぼれている青酸カりのようであった綾香夫人の口からも血が流れていた カズマを横手へ寄せて綾華夫人を抱き起こそうとすると夫人は目を開けたどうしましたか夫人は答えないぼんやりと目を開いているうちにふと意識が戻ったらしい悲うの色を目に宿して首を動かそうとした2人が寄り添って抱き起こすと口から流れている血に気づいて絶望的な旋律を表したが うがいをさせ手当てを施してみると舌を噛んでいるだけで大きな負傷ではなかった綾香夫人は全く我に返って襟をかき合わせたが横手に寄せてある一馬の死体に気づくと小さな絶望の叫びを上げた何事が起起ここったのか思いいしてくださいと鑑栗警部は鋭く夫人を見つめて返答を待ったが 夫人はしばらくそれを同じような鋭さで見返しているばかりであったあなた方いついらしたの今来たばかりですよ室内からの物音に外からはしごをかけて窓をたたき割って窓の鍵を外して飛び込んできたのです何事があったのですか 香夫人は数馬の死体を抱き起こして膝に乗せたがもう手たえがないので祈るように2人を見上げたカンぐり警部は首を横に振った夫人はうつろの目をむなしく戻したがやがて数馬の死体を膝から下ろして寝台に手をかけて立ち上がり考え考えたたずみながら寝台からデスクへ 椅子へ何かに寄り添いながら窓まで歩いて行った破れた窓から涼しい風が吹いてくる自然に気持ちが落ち着いてきたようであった夜が明けそめている綾香夫人は戻ってきて寝台に腰を下ろした伝統がついていましたかいいえ 私たちが飛び込んできてつけたのです。綾香夫人はうなずいた主人は遅くまで起きていました。私がいつ目を覚ましても電灯がついていて主人は机に向かって何かしていました。そのうちふと目を覚ました時には暗闇でした。私は誰かに首を押しつけられていたのです。びっくりして起きようとすると 主人の声で僕だよと手を緩めてくれましたが、その時は殺意を感じるほどの強い力ではありませんので、何が何やらわからぬ気持ちでびっくりして半身を起こしただけです。主人は優しく私を抱き寄せるようにして、僕は死ぬ。一緒に死んでおくれ。 もう僕はダメなんだからと申しましたカングリ警部はうなずいてその先を促した私はあきれて何がダメと尋ねました答えの代わりに「うー」といううなり声が漏れましたにわかに激しい力で抱きすくめられたと思うと首を突き上げてきたのです 夢中に手向かいました。そして転げ落ちてそのあとは覚えがないのです鑑栗警部はうなずいたもっとよく考えてみてくださいご主人は他に何かおっしゃいませんでしたか綾香夫人は考えていたが首を横に振ったなるほど。 死んでくれ。もう僕はダメなんだからなるほど警察の手が回ったからもうダメそういうふうに申されたのですねいいえ違います綾香夫人はきっぱりと言ったそんなふうには申しませんもうダメなんだからと申しただけです 主人は昨夜寝室へ来てから無残なほどやつれ果てておりましたのですイライラと寸事もいたたまれぬ体で怯えきっている様子でしたそれはあの玄関の柱に脅迫の張り紙を見たためで私はその理由をよく存じておりましたのです主人は海老塚さんを犯人と信じておりましたからあの方がとらわれてからは安堵しておりましたのです ですからあの張り紙のショックはひどすぎたのです不安と恐怖に私が先に眠ることさえ心細いありさまでしたが私がいつ目を覚ましても主人は机に向かって考え込んでいたのでしたカングリ警部はうなずいたそして彼は改めてカズマの死体を調べ始めた顔や手に 彩香夫人の抵抗を受けて掻きむしられた傷があり、彼のパジャマも引きむしられ、胸のボタンが飛んでいた。危ないところでしたなと、調べ終わってカングリ警部は言った。あなたは気絶なさったからよかったのです。抵抗を続けていたら、再び生き返ることはできなかったでしょう。あなたが死んだものとみて、 ご主人は覚悟の自殺をされたのです。なぜですかお気の毒ですが、これまでの惨劇は全てご主人が犯人でした。我々には分かっていたのです。ただ、物的証拠がなかったために、逮捕ができなかったのでした。違います綾香夫人は叫んだ。 私は存じております。昨夜私どもが食堂へ参ります時には柱の張り紙はなかったのです。その時に私は何気なく柱を見た覚えがありますから間違いはございません。そして主人は一緒に食堂へ入りまして、食事の終わるまで一歩も席を離れたことはございません。おもっともです。と、カングリ警部はうなずいて、 困ったようなくすぐったい面持ちであったが実はあの張り紙は私どもがいたしたのです8月9日宿命の日つまり犯人に対する宿命の日この皮肉は犯人にだけ通じたはずです呆然たる綾香夫人を尻目にグリ警部はいささか得意の色 やがて八丁花に命じて初めて扉を開けさせた本所から鑑識の一行が自動車を急がせて到着したのが10時半頃11時ちょっと過ぎる頃古瀬博士が戻ってきたついに疑わ家滅亡という意外な結果に私が広間にぼんやりしていると古瀬博士は食堂の出入り口から飛び込んできた 道で警察の自動車が追い抜きやがったもんで、そこから目もくれず駆け出してきたんですけど、この説は運動不足で。と息を切らしているところへ、2階からカングリ警部の一行が降りてきた。やあ、小瀬さん、お帰りですか。一足遅れましたな。お留守のうちに悲劇はついに終わりましたよ。終わった すると、歌川先生が殺されましたかいや、歌川和馬氏は自殺しました。小瀬博士の顔色が変わった。虚脱にも近い苦問と落胆の色であった。いや、遅かったか。僕はバカだ。不眠不休。しかしや。 一生の不覚だった絶望的な悔いの苦痛が刻まれた。カングリ警部は笑い出して。ひどくお忙しかった様子ですね。不眠不休ですかお気の毒です。しかし私どもも昨夜は不眠でしたよ。しかしともかく、落ち着くところへ落ち着いたようです。 小瀬博士の前身に凄まじい怒りがこもった。畜生めもう逃さないあしかし手遅れだったしかし仕方がなかったのです。今更面目もありませんが、面の皮だけはひんむいてやります。誰の面の皮をひんむくのですか犯人のです。 歌川一真氏は自殺しましたよカングリ警部は涼しい顔で答えたが小瀬博士はそれに頓着していなかった歌川先生は毒薬で亡くなられたのですねさよう青酸カリです遺書はありますかいいえしかし何か一晩中書いては消し書いては消したものがあります ひどく消し潰して判読できませんが、あるいは遺書を書くつもりだったかもしれません。目下鑑識に回してあります。小瀬博士は頷いた。遺書ぐらいは用意してあるだろうと思っていました。私はこの殺人を予期していたのです。それが自殺の形で行われることもすでに準備ができていることを知っていました。 1> 第1回目の殺人の時、も月王人氏殺害の時、多川先生が自殺の形で殺される準備ができていたのです。小瀬博士の血然たる断言ぶりに、カングリ警部もあっけに取られた様子であった。ともかく別室へ来ていただきましょう。憎むべき殺人鬼の手口を説明いたしましょう。小瀬博士は、 かんぐり警部と刑事の一行を促した警官たちは不詳武将古瀬博士について立ち去った24犯人現る古瀬博士と警官たちは食堂へ現れてこなかった昼食が終わる頃にアタピン女子がやって来て 一同に足止めを命じた食器が下げられると南雲老人夫妻下江さん坪兵夫妻まで関係者一同ぞろぞろと入ってきて席へ着く警官・小瀬博士の一行がそれに続いて官服私服十数名の人たちが壁に沿うてぐるりと包囲の態勢をとったテーブル正面の儲けの席に着いたのは小瀬博士であった。 小瀬博士はいささか鎮痛な諦めたような顔つきでやがて静かに語り出した「この犯人は相当に意気好みの茶人だから私の戻るまで最後の犯行を延ばしてくれやしないかと空頼みしていましたよ」「なぜならちぐさ殺し内海殺しのような切羽詰まった緊急を要する殺人と違って最後の仕上げは 1> 第1回目の王人殺しの時にすでに準備が完了して、いつでも行える用意ができていたからです。今更仕方がありません。私は犯人の自信を頼みにしていましたが、8月9日宿命の日、例のポスターが現れたので、犯人はそれをチャンスに、最後の仕上げを華々しく打ち上げたように思われます。 上山東洋が口を入れた我々缶詰組では先ほどから流言横行大いに悩まされていたところですが一馬さんは自殺他殺一つはっきりしてくださいよそれは申すまでもなく他殺ですおうおうこれは機械。 して、犯人は小瀬博士はそれには答えなかった。そしてしばらく神山東洋を見つめていたが、神山さん、あなたは正確な観察眼で先日犯人の推定、可能性の推定をされましたが、あの第4回目、うつみ殺しの状況についてもう一度繰り返してくださいませんか さようですかあの晩さようイガハクが綾華夫人の扉の前でわめいていられるそれからの可能性の問題ですかいいえその前にまず我々が食事を終えて広場にいました9時何分ごろでしたかおゆらばあさまが諸井看護婦と一緒に来られて ちぐささんの行方が知れないと申されましたね。すると、ろい看護婦が意外なことを言い出しました。ちぐささんは、相引きに行ったというのですね。なぜそれを知っているかとならば、ちぐささんが男からの相引きの紙切れを見せた。その紙切れは、綾香夫人が男に頼まれてちぐささんに渡したもので、 その紙切れに書かれていた男の名前も読んだというのですね。その男は誰ですかと聞くと、それは申し上げられませんという返答でした。そして、それから、小瀬博士はそれまで言って、後を神山に促した。さよう。 私のメモはかなり正確に記入してあるはずなんだが。と神山はメモを調べた後にその後すぐにまず海老塚先生が出し抜けにバカ野郎と叫んで引き上げていきましたがすると今度は 土井画伯と綾香夫人の生産なる死闘が開始せられることとなりましたのです。その死闘の原因はそれがはっきりしないので、私のメモにもないのですが、要するに、多分つまらぬきっかけで。小瀬博士はうなずいた。それが重大なんですよ。 つまりあなたのメモにも記載のないほどはっきりした理由のないつまらない言いがかりから喧嘩が始まってしまったのです事の起こりは海老塚先生がバカ野郎と叫んで立ち去るすると問い画博がゲタゲタ笑い出してまるでこのうちは色気違いの巣印売宿だとおっしゃったそれを聞くと綾香夫人が奮然としてごろつき あなたこそ東京へお帰り。こう叫ばれたのです。これが格闘の始まりでした。それから、博士は再び神山に促した。神山は頷いて、まったくそうでしたな。土井画伯の虫の居所のせいですか。 土井先生、いささか主乱の兆しありですな。突如として綾香夫人に飛びかかって振り回した。綾香夫人の衣服がビリビリ裂ける始末でしたな。ようやく私たちが割って入って分ける。するとまた分けられながらご両名がわめき合う。 あっと思うと土井先生すでに猛然と綾香夫人を追跡しており食堂から庭の暗闇へ綾香夫人を追っていったこれをまた我々が追跡して松の木の陰に綾香夫人を漂着している土井画伯を取って押さえて引き分けたですが これで一段落と思うとさにあらず三び猛然綾華夫人は一目散に幸い自分の寝室へ逃げ込んで鍵をかけることができたそれから近づく者に掴みかかって土井先生が十二時半過ぎる頃まで 彩佳夫人の寝室の前にわめき続けておられたわけですその時間にうつみ殺しが行われわめき続けた土井先生をはじめ二階の居住者にはアリバイが成り立つなぜなら土井先生の目をごまかして絵画へ降りることができないからという次第です しかし土井先生は泥酔しておられてこの顛末に記憶がないそうですから何者かが海下へ降りて内海さんを殺すことができたかもしれないここが大いに微妙です確実に犯行の不可能な人は誰でしょうそれは綾香夫人土井画伯 ご両名に決まっていますよ小瀬博士はうなずいたそして一座を見渡した目は激しい気迫にあふれていた皆さんこの殺人事件はおそらく10か月以前に計画せられたものでありましたおそらく犯人の一人は変装してこの土地へ旅行し三輪山へ出る感動なども十分に調査の上 極めて綿密に計画を立てたに相違ありません現に犯人はこの春頃一時髭を生やしたことがあったそうですが多分その期間にこの土地へ旅行し土地の地理を十分頭に入れたものと思われますそれほど綿密に計画しながら余儀ない事情によって予定を外れた殺人を行わなければならなかったぐさ殺し 内海殺しがそれでした。もとより周到な犯人のことですが、予定を外れた緊急の場合も予想して、その時の手はずも立てていたので、ちぐさ殺しは難なく片付いた。と、思わざる失策に気づいたのです。そして、どうしてもその夜のうちに、さらに内海さんを殺さなければならない必要が起こったのです。 もとより、かかることある時も予定して、急場に処する方法の打ち合わせも立ててあったに相違ありません。そして予定のごとく、かなり巧みにその方法を実行して、打ち合わせを遂げることができたのですが、気上の案というものは、往々にしてどこかに手落ちのあるもので、この時犯人は、抜き差しならぬ心理上の足跡を残してしまった。 しかし、さすがに天才的な犯人の立てたプランのこととで、おそらく日本第一級の心理家が揃いながら、皆様ほどの達人がなおこの足跡に気づいておられぬ。私もまたこの足跡に気づくことができたのは、かなり後日のことでありました。小瀬博士は悔しそうに一息ついた。おそらくこの心理上の足跡が、 この事件に犯人の残した唯一の足跡で、内見殺しは犯人にとっても気球存亡の瀬戸際、勝負の手所とも申すべき唯一の急所でありました。しからば、犯人の残した唯一の足跡とは何か。これは犯行の順を追うて自然に説明いたすことといたしまして、まず、犯人の名前から申し上げます。 一座の緊張した動揺も小瀬博士があんまり言供投げに平然としているのですぐ静まった小瀬博士は神山に向かって先ほどもお聞きしましたが内見殺しの最も不可能な方々は香夫人、土井小瀬博士はうなずいてさよう。 土井がはまず最も不可能ですなぜなら同一位置に絶えずわめき続けていたのですからそしてその位置は皆様の扉を見放しその出入りを見晴らす絶好の位置でもありましたもし皆さんのどなたかが扉から顔を出せば土井先生はわめきつ,つつつかみかかるに相違ないなぜならばそうすることによって皆さんを居室に封じ その間に、他の何人かに、内海さんを殺させる必要があった。つまり、土井先生は、事故のアリバイを作りつつ、同時にさらに重大な役割、つまり、監視の役を務めておられたのです。そして、土井先生の巧妙な監視に援護されつつ、彩香夫人は居室を忍び出て海下へ降り、

つまりその時どこかに指紋が残っていても言い訳の立つそういう便宜を作られたわけです事件の発見に先立って綾香夫人は洋館の居室以外のどこへでも血に汚れた衣服を隠すことができたでしょうしあるいはズロース一枚で内海さんを殺しに行かれたかもしれないあるいは全然一糸まとわぬ裸体でお出かけであったかもしれません 一か八かの気球存亡の時であり、お二人の全知と冒険はここにかけられていたのです。ピカイチのせせら笑いが起こった。名探偵先生、何が抜き差しならぬ真理の足跡なんだおい大先生、仮初めにも八人殺しの犯人という問題なんだぜ。茶番や落語の工業とは違うんだ。 変な当て水量で済むことじゃないぜ。はっきりした証拠を聞こうじゃないか。小瀬博士は顔色一つ動かさない。そして静かにうなずいた。抜き差しならぬ足跡はいずれ順号を追って説明いたします。まず第一回の犯行から順に従ってお話しいたすことにしますが、おそらく土井先生と綾香夫人は、 宇田川和真氏が綾香夫人と再会されて激しい連暴を寄せられるや歌川家が当代まれな資産家であることを知り計画的に離婚して綾香夫人を和馬先生に目合わせたつまり殺人計画は結婚以前に予定せられていたものであります土井先生はことさら綾香夫人と喧嘩別れをして必要に手切れ金まで巻き上げた それだけ悪毒不和の種を作ることも、この計画の実行に最も必要な道具立ての一つでありましたのです。バカバしい。大先生の手にかかると、仲の悪いことまでが共犯の証拠になるのかい。はっきりした証拠を言ってもらおうじゃないか。小瀬博士は平然と取り合わない。綾香夫人は、 昨週カズマ先生と結婚されるや歌川家の事情について探りうる限り探り上げて報告するおかじ様変死の風文おかやさんのお母さんの変死のこと玉雄さんの身持ちのこと全てが報告されここに資料が整って土井先生は変装して当地へ旅行して綿密に地理を調べ上げるかくて手はずは整ったのです 香夫人は巧みに玉緒さんをそそのかしてまず望月桜神丹後由美彦内海晃の三先生を招待させるお三方が招待に応じたのでおか様を誰が殺したか云々の脅迫状じみたものを一馬先生に送り三宅先生八代先生ご夫妻をお客に招いたのですこの時かねての計画通り 招かれざる客土井先生神山夫妻おまけに私4人が指名を受けて参集いたした次第です神山さんという憎まれ者が土井先生という憎まれ者と並んで現れるところに招かれざる客という意外なことに自然さが与えられまた私という素人探偵が指名を受けたところに犯罪を加味した意味が与えられて 土井先生という場違い者の登場が不自然でなくなるように仕組まれてあるからくりが潜んでいました。その上、土井先生も綾香夫人も私にとっては全然未知なお方であります。おそらく綾香夫人が宇多川家の食卓の雑談などから私の存在を知られたのでしょうが、未知の素人探偵を釣り出したところにご両人の巧妙な仕掛けがあるわけでもあります。 かくて予定の全員が参集して即日第一回目の犯行が計画通り実行されることになりました私の席から綾香夫人の顔はよく見ることができないのだがこの時ちらっと見ることのできた夫人の顔は何か真面目な身のある話を一生懸命聞いているという顔つきで道女のようにあどけなく 他に、何の意味もない顔つきに思われた。二十五。致命的な手違い。小瀬博士は言葉を続けた。土井先生の到着即日から犯罪が行われるということは、当家にただ一人の新参者である同士にとって、 最も有利な条件となることを忘れてはなりません。のみならず、土井先生のみは、綾香夫人の憎悪に満ちた指定によって、同じ会場に住むことを拒否され、会花の和室に一室を与えられることとなりました。これもまた、綿密に計画された要件の一つでありましたのです。まず、持月先生を殺すにあたりまして、 眠り薬を与えた上視察するという方法が取られましたが王神先生は腕力ある巨漢ですしご婦人との交渉も多くこれを防ぐにはまず眠らせることが必要でありしかし眠り薬一方では綾香夫人に疑いのかかる恐れがある以上の理由から眠り薬を与えた上での視察という手の込んだ方法が取られたものと思われます。 さて、玄野証子に眠り薬を入れる段となって、一つの手違いが起こった。この手違いが、結局致命的な手違いとなり、ちぐさ殺し、ひいてはうつみ殺しの必要をもたらし、ご両名を図らざる苦境に追い込んだのでありました。ピカイチは、もはや我関せずという様子であった。さて、玄野証子が煎じられていたとき、 調理場でではお蕎麦を売っていましたので坪平ご夫妻をはじめ見学の宇津木明子さんなどそれに千草さんと綾香夫人がおられた時です香夫人のみは一人離れて肉パイを作っておられそこは能証庫の煎じられつつある近所であり他の一団の人々はその反対の離れた場所におられたのです。 その時かねての計画通り土井画伯が一軒ほどの青大将をぶら下げて食堂の窓の下を通られ「鶏を飲んだ大蛇を退治た腹を裂いて晩飯のおかずを出してやろうとおっしゃりながらにぎやかに登場いたされたのです」。計画は図に当たり一同は窓から首を出して眺める。 蛇好きの坪兵さんは窓から飛び降りていくという協力ぶりで綾香夫人が眠り薬を入れるチャンスが構成されたわけでしたがここに一人千草さんという天の邪が存在し土井先生の熱縁にふんと鼻も引っ掛けないお嬢さんが現れたためにこの計画は深刻極まる破綻をもたらす結果となったつまりひいては千草殺し 続いて、う内海殺しという切羽詰まった犯行を続けざるを得なくなったのであります。ちぐささんが眠りんぐすり、豆乳の現場を見ていた次第ですかな？と神山東洋があまり、今日も乗らない声で質問した。現場を目撃したわけではなかったのです。千草さんは犯人は玉夫さんだと思っていました。 玉尾さんが煎じ薬をフラスコへ移して冷やしたのですから、そう信じていた。ところが、眠り薬はフラスコへ投入されたものではなく、それ以前に煎じた夜間に投入されたものだとわかり、おまけに玉尾さんが殺されてしまった。そこで千草さんはふと気がついた。千草さんは、ノイガハクの蛇使いにも鼻も引っ掛けず、 もっぱら綾香夫人と向かい合った位置にいましたから先陣薬に近づいた人が珠緒さんを除いては綾香夫人一人であることを見ていたのですそれで私が珠緒さんの考察されたことをお知らせいたしました時てっきり珠緒さんを犯人と信じていた千草さんはびっくりして「どうも変ね」「じゃあ一体」そう叫んで。 にわかに考え込んでしまったのです。ここにちぐさんが殺されなければならなくなった絶対の必要が生じたのです小瀬博士は至極平然と語り続けた千種殺しは順を追って語ることといたしまして王人殺しに戻りましょうその夜の午後1時ごろ宇津木さんが王人さんの寝室を訪れた時 鍵がかかっておりました。その鍵は宇津木さんが偶然王神さんから預かって自分の部屋に置いたはずのものでした言うまでもなくその時土井画伯は王神さんの寝室におられたのですおそらく綾香夫人が予定どおり盗み出した合鍵を土井画伯の部屋へ置いておくというような方法で入手して内側から鍵をかけて さて仕事にかかろうとするところへ宇津木さんが来た慌てて寝台の下へ潜る宇津木さんがやって来て再び戻られた時に王人さんの心臓をめがけて一撃のもとに視察する担当の指紋を拭き取り信頼の下を王人さんの上着できれいに拭いたのはゴミの上に残った後で身長などがわかる恐れがあったからでありましょう そして、きれいに拭いた上へわざと、あ香夫人の部屋靴の鈴の一つを置いてきました。これこそ、たぐい稀な犯人のコーチの手段でありまして、この置き残された鈴一つに、歌川和馬先生を自殺の形で殺す時の用意がこもっていたのです。さすが冷静な小瀬博士も、 初めていささか顔に感動を表した意味は異なるにしても芸術を味わう人の感動に似ていたご承知のごとくその夜綾香夫人はカ馬先生と一室に寝ておられましたおまけにカ馬先生は午前3時頃まで机に向かっておられた愛妻はその間ずっと目の前に寝ておりつまり 当やアリバイのある唯一の人は綾香夫人でありましたもとよりこのアリバイは夫と妻との関係にある人の証言でありますから警察当局はこれを疑るかもしれずその意味においてこのアリバイは必ずしも成立はいたしませんしかし天地にただ一人一馬先生その人だけは綾香夫人の歴然たるアリバイを信じて 疑うことがあり得ぬのですしかも一方に王人さんの部屋に綾香夫人の鈴があるしかもきれいに拭かれた場所に置かれてありますさすれば以前からあったものではなくて犯人の作為によって置かれたものであることは確かです何者かが綾香夫人に嫌疑をかけようとしているしかも綾香夫人は 絶対に犯人ではありえない一馬先生にとってのみはこれは疑うべからざる事実でありますすなわち一馬先生にとってはあらゆる人が犯人として疑わるべき場合にも綾香夫人のみは犯人ではありえないこの絶対の信頼が第1回の犯行において巧妙に設定せられているのです すなわちこれは最終回の準備のため、つまり、カズマ先生を自殺と見せかけて殺すときの用意のためです。なぜなら、カズマ先生は、最後に至ってあらゆる人を疑るときも、綾香夫人を信頼し、おそらく、綾香夫人の勧める飲み物を疑うことなく飲み干すでありましょう。 香夫人の勧める生産カりを睡眠薬と信じて飲むこともありうるのですそしてその予定のごとく一馬先生は毒殺せられたのでありますどうしてそれをずまさんに忠告してあげなかったのですかと神山東洋が聞いた小瀬博士は顔をゆがめた 私が天下の馬鹿者だったのです。私は最愛の綾香夫人を私の忠告によっても多分疑ることのない和馬先生を予想してはいましたが、しかしそれ以上に犯人を買いかぶっていました。私は犯人が私の帰るまでこの犯行を行うことがないだろうと考えていたのです。しかし、 あるいは犯人は昨夜「8月9日宿命の日」という張り紙を見て私の仕業と信じ私の帰還を信じたのかもしれませんあの張り紙は平野警部が貼られたものでありましたこれは愚痴ではありません平野警部の手落ちではないのです全ては、 私の大失策でありました小瀬博士もしばらく安全と表を伏せた二十六、絶体絶命の悪戦苦闘小瀬博士は顔を上げて語り続けたさて第二の玉尾殺しですが これは極めて簡単です。酔っ払いの玉尾さんは、この日は特に泥酔して、吐き苦しんだあげく熟睡しました。もともと玉尾さんの寝室は、殺してくださいと言わぬばかりの高地点にあるのですから、極めて簡単な仕事で、土井画伯が忍び入って、部屋にあり合わせのアイロンのコードで殺して、電灯を消して引き上げた。 なぜモルヒネの粉末をこぼしてきたかエビ塚とか諸い監獄という一癖ある人物の存在を見て容疑者の範囲を手広くするためにそんないたずらを残したのかもしれませんしかしその正確な意味は私にも推定はできませんさてここまでは簡単でしたところが玉尾殺しが発見されるとグサさんが愕然として どうやら眠り薬の件で綾香夫人を疑り出した様子ですのでここは矢継ぎ早にちぐさ殺しを行わねばならなくなりましたまさに一刻も猶予のできぬ場合です博士の顔に熱情が現れたどうやらこれからが事件の山であるらしいピカイチは平然として口をつぐんでいる綾香夫人も同女のごとく ただ耳を澄ましているようであったその日の午後は予定によって王仁さんをダビに伏す日でありました何かの方法によって土井画伯と綾香夫人はぐさ殺しの手はずを打ち合わせたものでしょうまず綾香夫人が内海先生の合びきの手紙を偽造して内海さんから事とかったからと千草さんに渡しました それを真実めかすために、棺が送り出されるとき、綾香夫人は、内見さんと並んで門の外まで棺を送って出たのです。まさかに千草さんが、この手紙を人に見せようなどと、さすがの綾香夫人も夢にも考えていませんでした。そうでしょう美女は恋の仕方において、害して秘密を愛すものです。ところが、 武女は恋をひけらかす性質のもので、さすが連達の綾香夫人も我が性癖に沿ってしまって千草さんの得意な性質を洞察することを忘れていました。まさかに相引きの手紙を人にひけらかして見せようなどと夢にも思ってみなかったのです。私にとって半信半疑の真相がどうやら死んぜざるを得ぬものとなりつつようであった。 しかし私にとっては今もって綾香夫人が犯人であるとは思われず全てが小瀬博士のいたずらで今に突如として別の真犯人を指名するように思われてならないのであった博士は語り続けた火葬場について読経を終わって火をかけさて帰ろうとしたのが6時6分偽造の合いびきの文面では 午後6時半から7時頃まで三輪神社裏でとなっております。その時土井画伯はいろいろの方法を用意せられていたんでしょうが、たまたま死体を積んできた第8車が空のまま帰ろうとするのを認めたので、とっさにその利用を図られ、言葉巧みに内海さんを第8車に乗せ、自分も後を押して、若衆二人と土井先生の三人引きですから、 猛烈な勢いでみるみる谷道を登り我々の視界から消え去りました谷を登り詰めたところで土井先生は第8車の後押しをやめましたそして少しやり過ごして感動へ飛び込み猛烈な全速で走って三輪神社の裏へ出てここに待っていた千草さんに話しかけ内海先生が後からひょっこりひょっこり歩いてくるぜ 一つ隠れんぼでもしようじゃないか。まあ、どんな風に持ちかけたのか知りませんが、風呂敷をかぶせておいて、難なく締め殺してしまった。直ちにハンドバッグを引っかき回して、例の偽造の合い引きの手紙を奪いました。これをやり終わるまで、おそらく5分とかからなかったに相違ありません。直ちに走って先回りをして、 第八車をやり過ごして内海さんより一足先に戻られた内海先生は石ころだらけの急坂にかかる前に第八車を降り背虫の危ない足で一足ずつ休んでは降り休んでは降り相当の時間を使って石ころだらけの急坂をたどっておられその間に土井先生はやすやすと先回りして第一着に宇川家へ戻られたのでありました 土井先生は表向きこの土地は初めてのことであり、歌川家へ到着して三日目。土地不安内と目せられますために、感動の利用ということから当然除外される位置にあるという、これも綿密な計画のうち一つであったにそう言ありません。こうして千草殺しは安やす,やすと終わり、犯人ご両名は危機を出したはずでしたが、どっこい,い、 聖天の壁靂と申すべき最大の危機が待ち構えていました。すなわち申すまでもなく、例の相引きの手紙を千草さんが脆い監獄に示したという図らざる事実が判明いたしたからであります。いよいよコセ博士のいわゆる事件の急所である。私はピカイチを見たが、彼はすでに我関せず。 全然ひとごとのように勝手にしやがれバカバカしいという様子であったあの夜9時何分ごろでしたかおゆらばあさまと諸い看護婦が広間へ入ってきて千草さんは6時ごろから相引きに出かけたその手紙をもろい看護婦が見せられた男の名前も知っているそれと分かった時の土井画く。 あ香夫人の驚愕転倒いかばかりであったか、もはや計算熟慮の余地もありません。千草さんが殺されたとは知らないから、脆い看護婦は相引きの男の名前の原名をはばかりましたが、教行が発見されれば、それを言わずにいられるはずはありません。さすれば、手紙の偽造が発見する。のみならず、偽造の手紙を 綾香夫人が千草さんに手渡しているのですから、おのずから偽造の主も発見する。そして、事件の全貌が自然に発覚せざるを得ないのであります。これを防ぐには、内見先生を殺すか、諸い看護婦を殺すか、いずれかしかない。条件として内見殺しが容易であり、また諸い看護婦は、 広間においてこそ男の名前の原名をはばかったにしても、母屋の誰かに漏らしているかもしれず、日記に残しているかもしれません。さすれば、内海先生をその夜のうちに殺す以外に危機を脱する道はないのであります。もはや一刻の猶予もならぬ、熟慮の余地もないのです。即座に内海殺しの手はずを打ち合わせなければならないのです。 その打ち合わせの方法。それは多分、周到なご両名が、かねて急場に備えて、ピンチに処する方法を決めておかれたのでしょうが、それがつまり、例の格闘。つかみ合い、ぶん殴る、振り回す。あげくに彩香夫人が人気ない古外へ逃げ去る。土井先生が追っかけて捕まえる。他の人たちの追いつくまでに、 争うふりをして打ち合わせを遂げるつまりあの必死凄惨な格闘こそはご両名にとって我々が当時見て感じたよりもさらに必死絶対絶命の悪戦苦闘でありましたはずです私もそして多くの人々もどうやら説得せられてきたしてみると綾香夫人が真犯人であったのか もはや小瀬博士が「今までのことは冗談です」「真犯人は」と言い出すことはありうべからざるものに思われたそれにもかかわらず綾香夫人を真犯人と信じることがいかにできたいものであったかそれは多くの人々にも同様の心境のように思われた小瀬博士は「我々の思惑などはお構いなしに言葉を続けた」 ご両名は筋書き通り巧みに格闘を演じ綾香夫人はタットのごとく古外へ逃げ去り土井画伯はこれを追跡追い詰めて我々が駆けつけるまでにうつみ殺しの手はずの打ち合わせをしとげましたその方法はすでに先ほど申し上げましたごとくに土井画伯が綾香夫人の扉の前でわめき続け顔を出す者に食ってかかって 自らのアリバイを作りつつ監視の役目を果たす綾香夫人がその監視の援護のうちに下へおり談話室より探検を持ち出して内海先生を殺す誠に巧妙な方法です表面権限ただならぬご両名が核のごとく協力していようとは知る由もない我々にとって当の犯人綾香夫人は最も権威の外に置かれ 神山さんの推理においても、御両名だけは絶対に犯人ならずと結論されるに至っております。巧妙に、また周到な綾香夫人は、すでにこの夜の突発時に備えて、平常から自室の扉の内側は鍵をかけっぱなしておく習慣を作って人々にも信じさせ、この急場に自室へ逃げ込むことが不自然でないという、綿密な用意を整えておいたのであります。 すなわち土井画伯の到着以来一馬先生の寝室に帰居している綾香夫人はそれだけの用意がなければこの急場に自室へ逃げ込むという言い訳が成り立たない私は初めそんなにうまく自室の扉の内側にちゃんと鍵が差し込んであったなんて話がうますぎると疑ったのですが八代先生その他にお聞きしたところによっても綾香夫人はズボラな方で 常々鍵を自室の内側へかけっぱなしにしておく習慣であったというますます話が上手すぎるのでむしろ全てが超実月に計画された綿密極まる犯罪であることをますます信ずるに至ったほどでありましたしかしかほど綿密に準備せられた犯罪もこの日の危機があまりに晴天霹靂でありかつ重大であったがために 熟慮の余地がなかった。そして、さすがのご両名も、ここに、不確な真理の足跡を残すに至ったのであります。二十七、真理の足跡。小瀬博士が先ほどからくどくとく真理の足跡。真理といえば、 我々分子もそれが商売のようなものだが、まだ私には何のことやら皆目見当がつかなかった。それに応ずるように、小坂瀬博士は我々を見回した。同席の皆様は、おそらく日本最高の心理痛、人間痛と申すべき連達の方々であります。その皆様にして、この足跡にお気づきにならない。 それは皆様の手落ちではなく、おそらく犯人ご両名の演出があまりにも真に迫り、記念を挟む余地を立っているからでありましょう。しかしそれにしても、一つ不損な理由を私流に付け加えますなら、皆様が犯人の計画通り、あまりにも表面の事象を盲信し,しすぎていられた。つまり、土井画伯、綾香夫人、ご両名の不和を、 絶対に真実と盲信せられて疑うことを忘れていられたそこに真理の足跡を見逃す根拠も生まれたのだと思います弱気の都会人で自慢の嫌いな小瀬博士は自分の公言にいささか照れて重はゆい様子であるさて晴天の霹靂のピンチに臨んだ五両名は寸刻の猶予もならず お互いに言葉尻を掴んで喧嘩を始め、突如として猛烈な格闘を、ぶん殴り、掴んで、振り回し、投げ飛ばし、さらに綾香夫人は古外を目指して走り去りました。演技は真に迫っております。しかし皆さん、もう一度当夜の状況を皆様自身の念頭に思い描いていただきたいと思います。すなわち、 この部屋には、ひとみさん、やしろさん、みやけさん、かずま先生、かみやまさん、わたし、これだけの男がそろい、この男は全部あやか夫人の味方たる人。土井画伯の暴力に対して、あやか夫人を守り戦うにそういない人々であります。現にその前夜もあやか夫人に向かい土井画伯が暴力を振るいかけたとき、 みさんしろさん神山さんらがぜ然と土居画伯に立ち向かって綾香夫人を助けたではありませんかその晩とてもそうですあまりにことが突発的で我々の予期せざるうちあっと思う間に綾香夫人は殴られ振り回され投げ飛ばされておりましたしかし我々は「我に帰るや」や当然土居画伯に踊りかかって彼を取り押さえ隔てました それでことは済んだと我々は思ったのです。するとまた隔てられたまま二言三言言い争ったと思うと、我々の予きせざるうち、再び突如として土井川区は彩花夫人に飛びかかり、彩花夫人は身を翻すや、ダットのごとく古貝を指して逃げ去りました。すなわち皆さん、私が真理の足跡と呼ぶのはここであります。 なぜならば、彩香夫人の最大の味方たる者の,の大部分が、その場に居合わしているのです。古外には何もありませぬ。誰も味方はおりませぬ。古外を回って母屋へ逃げても、母屋の男は追い果てた下男の他にはおりませぬ。村の人家は一里も離れ、駐在所もまた一里離れておるのであります。 我々が土地不安内な,な夜道などで深夜に追いはぎに出会ったような場合でしたら我々は追いはぎを逃れて暗闇に逃げ出すことは自然であるかもしれませんしかしあの晩のごとく現に味方の大部分がその場に居合わす場合にその味方の方へ逃げ込まずに味方のいるべきはずのない暗闇の古外へ向かって逃げ去ることが自然でありましょうか 自ら七へ赴くことではありませんか我々の目の前ですら振り回されて投げつけられ、衣服は裂けて膝から血が流れるほどの暴行を受けているのに、味方の中へ逃げ込まずに暗闇の古外へ逃げ去るなどとは、人間の心理においておよそありゆうべからざる開示ごとであります。すなわちそこには、どうしても、 人のいない古いへ向かって逃げねばならなかった必然性がならねばならぬ。そうせざるを得なかった理由がなければならぬ。小瀬博士は言葉を切った。しかし思い入れよろしくに自ら照れたものか、すぐさま言葉を続けた。私も演技の妙に騙されて、この日はその不自然に気づくことができませんでした。 その翌朝、内海さんの惨殺が発見された時私がようやくそれに疑念を持つことができましたのはそれから1週間の後多聞先生と加代子さんが毒殺せられた当夜のことでありました皆さんもあの日のことはなお記憶に明らかなことと思いますがおそらく平野警部の尋問があった折に綾香夫人は土井画伯を指して犯人と呼び 指の魔術師と呼びました。すると土井画伯は平然として傍らのご石をつまみ上げ、告白無限の恋の巻、はい、東西、東西う悠々と指の魔術をご披露遊ばされたものです。のみならず、それが終わってなお言い争い、土井画伯が自分もいつ毒殺されるかわからない。 こんな家にいたくないと申されますと、お前が犯人じゃないか。お前の他に誰が毒を盛るものですか。綾香夫人はそう叫ばれた。私がハテナと思ったのはその時でありました。何か勝手が違う。そこが私の気にかかった。すると私は気づいたのです。そうだ。 うつみ殺しの夜は何でもないつまらぬことがきっかけであのものすごい格闘となったところがこの日は言葉の上の敵意の激しさではそしてまた言葉にこもる悪意の激しさではこの日に勝るものはないそれにもかかわらず土井画伯は平然としてあえて綾香夫人に飛びかからないこれは一体なぜだろう そう思ったとき、あの格闘の激しさの不思議さが初めて不思議なものとして私の意識によみがえり、それに続いて、あの真理の足跡、彩香夫人が古外の暗闇へ逃げ去ったというありゆべからざる不自然さがようやく目に映じてきたのでありました。私がご両名の周到極まるからくりを見破ることができたのは、ようやくそのときでありました。 あままりにも遅すぎまし,たしかしまたあまりにも巧みな演技あまりにも巧みな計画ではありませんかピカイチは相変わらず平然と沈黙していたその沈黙は必ずしも不自然ではなかった真理の足跡とはいえなおそれが決定的な説得力にはどこか不足なものがあった我々のその思いと ピカイチの平然たる顔とその奇妙に調和のとれた要するに変に間の抜けた地方状態を作り出しているのであった小瀬博士は語り続けたさて5回目の多聞佳代子毒殺事件に移ります多聞先生の場合綾香夫人が多聞専用の砂糖壺へモルヒネを混ぜておき プリンの中へモルヒネを仕込んだのですが、プリンの中へモルヒネを仕込んだだけでは、綾香夫人が直ちに嫌疑を被りますから、まず多門専用の砂糖壺へモルヒネを入れておく。それを気づかずにプリンへ入れたように見せかける。そういう用意を整えたわけであります。この仕事は簡単明快で、綾香夫人も別に苦心はなかったでしょう。問題は、 かよこ殺しであります。幸いに土井画伯の連夜の乱舞によりましてコーヒー茶碗が1ダース余りもかけ揃いの茶碗では満足のものが不足になって1つだけ欠けた茶碗が混じることになりましたからこれを利用して筋書きを立て加代子さんと同時に多門先生を殺害する手はずを整え一馬先生の誕生日を予定しました。 かよこさんは普段はこの食堂へ来ることのない方ですからかよこさんのコーヒー茶碗は土井画伯以上に欠けたものが当たりますかよこさんは表向き女中並みの待遇を受けているのですから外来の方々よりも待遇の落ちるのは自然でこれを利用して土井画伯がコーヒー茶碗を取り替えてあげるその時例の指の魔術という天才的の名義によって 毒薬を入れてか代子さんに勧めるこの妙技を成功させるには他の人々にもコーヒージャワンに毒薬を入れうる可能性を作っておくことが必要でこれは綾華夫人の役割ですすなわち綾華夫人はその頃を見計らって八代夫人を誘って便所へ立つ予想のごとく広間にコーヒーが並べられているのを見届けてから慌てて食堂へ行き 便所の窓から庭に怪しい人影を見た、と言って一馬先生しろ先生それに私を誘って便所へ取って返しました人々がにわかに何人か立ちますとそれにつれてまた何人か便所へ立つのはよくある現象で食事の終わり時ですからその必要の方々も数人おられて神山さん三宅さんらが便所へ立たれたこうして 5 6名の方々に広間の卓上に並べられていたコーヒー茶碗へ毒薬を入れうるチャンスを設定されたというわけでありますこれだけの助演が完了すればあとは土井画伯の手だれの妙技に狂いのあるはずはありません巧みに毒薬を入れた後巧妙な手段によって加代子さんと茶碗を取り替えたそして演技は見事に成功し 土井画伯は綾香夫人をハッタと睨んで、奴めが俺を殺そうとしたと怒り、綾香夫人は土井画伯を指して、嘘です。あの人こそ犯人です。あの人は指の魔術の天才ですから、と、またしてもここに、かねて計画の掛け合い漫才の名演技が行われたわけであります。以上で主要なる殺人目的の大半を果たしまして、 あとは最後に守目的たる一馬先生の殺害が残るばかりでありますがその中間に不連続事件の不連続たる一石を投じておく必要があり宇津木亜希子さんがいけにに選ばれて滝壺に突き落とされ溺死しました先ほども申し上げましたとおり私は 他門かよこ殺しの終わってのちにようやく事件の真相を突き止めることができましたのでそれも要するに真理の足跡を発見し得たことによって事件の全貌を推理し得たというだけのこと一つとして物的証拠はないのですかくなる上は次の事件を待って現場を押さえる以外に手はないと思いましたので土印画白に付きまとっていれば 次の事件の端緒をつかみ得るだろうと狙いをつけて幸い神山さんと問ヶが博が毎日玉突きの賭けに熱中しておられるところから私も賭けの玉突きに一枚加わることにいたしたのですまたしてもこれが私の失敗でした私は勘違いをいたしたのですうつみ殺しは突発的な気球存亡の大事ですから一か八か 白人の舌をくぐる千番に一番の兼ね合いで、ついに綾香夫人が探検を握って出演するに至りましたが、これは例外中の例外で、最後の数間殺しを除いて、不連続方面の強行に綾香夫人の出番はもはやなかろう、と私は考えてしまったのです。そして、問い画伯に付きまとい、ここに付きまとっているうちに、必ず、 次の不連続工業の端調が握れるものと信じていました。この軽率な見込みは、ものの見事に裏をかかれてしまったのです。すなわち、問いが白は、密かに宇津木さんと三輪山の滝壺で合引きの約束を結びました。一方、綾香夫人は、当日、高専宿へ遊びに行き、その木とに、 殺しの際に土居画伯の走った感動を駆け抜けて滝壺へ現れそこに土居画伯を待ちかねている宇津木さんと何食わぬ顔で肩を並べて滝壺を散歩しながら突然宇津木さんを突き落としたそして再び今来た感動を抜けて元の道へ現れ胸林の方から何事もなかったようにそして 今、光線からまっすぐ戻ってきたように、ご機関遊ばされた次第であります。28、抜き差しならぬ物的証拠。鮮やかな推理であった。不連続殺人事件の全貌は、余すところなくその真相を暴露せられている。 私も説得されれずにはいられなかったしかしなお平然として無関心なピカイチの顔そして道女のように聞き耳を立てる無心な綾香夫人の顔そこには反抗的なふてぶてしさを見ることもできないそして我々は小瀬博士の推理に説得されながらも同時に犯人たる2人の男女の無心さにも説得されずにいられなかった。 そして2つの説得力が妙な平行状態を保っているつまりそのどちらにも最後の説得力が欠けているのだそして小瀬博士に欠けている最後のものは言うまでもなく抜き差しならぬ物的証拠にほかならないしかし小瀬博士はそのような説得力の平行状態が一向に苦にもならないらしく 再び淡々と語り続けた。さて、最後の仕上げの犯行に移りますが、もしも海老塚医師と脆い看護婦があのようなことにならなければ、この二人こそ犯人ご両名の最も利用すべき人物であったでしょう。海老塚、諸いの両氏は、周到なる犯人すらも予期せざる人物でありました。それは是非もありません。 当家の主人たる馬先生すら、父・多門氏が斬死せられて片倉老人の打ち明け話を聞かれるまでは海老塚氏が多ン先生の孫にあたる人であることを知らなかったほどであります従って犯人も知らなかったそれだけにこの良きせざりし人物の出現は利用価値が大でありもし海老塚氏の発狂という事件がなければ 殺しの容疑者として最後の仕上げに最も大きな役割を振られることとなったでしょう。効果不効果、恵比塚氏は発狂して脆い監獄を傷害し留置されてしまったので最後の仕上げも当初の計画に戻らざるを得ずすなわち、一馬先生の自殺という形による殺人事件が予定通りに行われることとなったのであります。 私はまだカズマ先生毒殺の現場も見ておりませんただ警察の方からお話をお聞きしただけですがこの事件は私が既に10日以前から予定していたことですから今までの推理が正しいように次の推理も正しいはずです多分カズマ先生は今朝明け方近くまでイライラと根もやらず反問し 不安に沈んでいられたことと思います。なぜなら、前夜広間の柱に張り紙を見られたからで、事件の犯人を海老塚と信じ、海老塚の逮捕によって、もはや身に危険のなきものと安堵しておられた一馬先生の驚愕転倒。不安のほどは、同情にあまりあります。不安のあまり、根もやらず明け方に及んだ同志に、 おそらく綾香夫人が睡眠薬を勧めたものと思われますそして和馬先生は青酸カリを飲んで死ぬそれだけでも自殺で通るはずですが真犯人としての自殺という証拠が残されてないために綾香夫人は無理心中を迫られた格闘の後を装い もうダメだという和馬先生の告白を世に伝えるために自身も舌を噛み切って一時送信するほどの狂言を働かなければならなかったのでしょうこうして10ヶ月来計画せられた犯罪はまんまと最後の仕上げを終わったのでありますピカイチは平然として質問一つしようとしない まかなことは相手にならぬという様子である。当然ここに、小瀬博士の最後の仕上げ、挑戦、攻撃がなければならぬはずである。そして小瀬博士は、変わり映えのない声で、淡々と、最後の挑戦を切り出した。私は東京へ行きました。綾香夫人は結婚後、月に一度、 または二度必ず上京される習いでした状況は常に和馬先生も一緒でしたが上京中の行動は必ずしも一緒ではありません土井先生と綾香夫人は文書で往復することは危険ですから必ずどこかで会っておられるはずでありますこれだけ綿密な犯罪計画を行うためには事前にあらゆる事情に通じて かつ、それを骨子に綿密な打ち合わせを遂げる必要があり、幾度かの会合と打ち合わせを遂げることが必要であります。従って、彩香夫人の状況のたび、必ずどこかで二人は会見せられておるはずであります。状況中の数馬先生ご夫妻の宿は坪平氏の家でありますから、私はそれとなく坪平ご夫妻から聞き出しましたが、 綾香夫人は単独で出かけられて、その夜のうちには必ず帰ってこられたという。一度も一人で出かけられて泊まってこられたことはなかったという話でした。してみれば、会見の場所は東京か東京周辺の都市を遠く離れるはずはありえない。私は土井画伯綾香夫人の写真を握って東京へ帰り、写真を焼き増しして、 三十名ほどの自友に協力を頼んで、東京はおろか、横浜、浦和、大宮、千葉、八王子に至るまで、待合、旅館、料理屋、しらみつぶしに聞いて回ったのです。その結果、お膝元も都心をあまり離れていない焼け残りの待合に、五両名の巣を見出したのです。五両名は月に一度、あるいは二度、 必ずそこに落ち合って、静かな半日を楽しんでおられたわけです。その待合の女将と女中は、私の同僚に付き添われて、今朝一番で東京を出発いたしております。夕方5時には、遅くもここへ到着いたすはずであります。小瀬博士は、ポケットから一枚の紙切れを取り出した。これは、ただいま友人から私に届いた電報です。 つまり今朝の出発を知らせたものです小瀬博士は電報を開いて机上に載せそれを静かに読み始めた「セミマルの女将途上中」「予定の通り一番にて立つ」小瀬博士はつぶやいた「セミマルセミマル」「これは待合の名前です」 ピカイチはなお平然として顔色一つ変えないこの時一方の壁際から物音が起こった数名の刑事が慌てて前へ飛び出した綾香夫人の椅子が倒れ立ち上がった綾香夫人が胸を抱くようにかきむしってふらふらと倒れるところである刑事の抱き止める手が遅れて綾香夫人は下へ崩れ 二三度床板を掴むように這い出して、やがて、崩れて、動かなかった。刑事の中に混じっていた医者が進み出て診察し、数名で人工呼吸のようなことを施していたが、やがて諦めて立ち上がった。私がふと気づいてピカイチを見ると、ピカイチの左右後ろに5名の刑事が寄り添い、 両手をしっかと取っている。ピカイチは立ち上がっていた綾香夫人の倒れた姿をテーブル越しに見つめているがおそらくその極めて一部分しか見ることができないようであったピカイチは険しい視線をカングリ警部に注いで「あの人のところへ行かせてくれたまえ」「あの人」 綾香。カングリ警部は判断に窮して目玉を向いて黙っているカングリ警部殿わかるでしょう俺があの人彩佳のところへ行きたいと言っているんだ権限ただならざるピカイチがだよさすれば文明ではないかつまり俺は 俺と綾香とが犯人であったことを今や公然と認めてあげているのだカングリ警部はうなずいて承諾の意を表したじゃあ俺の腕を取るのも吉田前。しばし最後の自由を与えようそしてピカイチは刑事の腕を振り払い 一人、のちしのちしとテーブルを回って歩いていった。テーブル正面の小瀬博士の後ろを通るとき、軽く博士の頭を撫でて、うまくやった。探偵小僧氏。何時賞賛さるべし。と、偉そうなことを言い捨てて、綾香夫人の意外の前にひざまずいた。綾香夫人の手を取って、 その死に顔を数分間も見つめていたが顔を上げて誰にともなく「バカだったよ死ぬ必要はなかったのだ待合の女将や女中ごときが現れたところでそれが何者でもないではないかそんな証拠を吹き飛ばすぐらい それぐらいの知恵を俺に信じてくれてもよかったじゃないか。早まったことをしてくれたよ。今となってはもはや仕方がない。自殺はこれ犯人のまた一つの告白なりか。 よろしい。愛する者への定義により、夫ピカイチ氏も、付き合って告白いたすであろう。アーメン。ピカイチは、綾香夫人の手を押しいただき、長く長く口づけした。あまりに長い時間であった。そして、 凶悪なピカイチながらそれは人の心に染み入る悲しさを伝える姿でもあったピカイチは綾香夫人の手を離しよろめいて前へ倒れたそれがピカイチの最後であった